あ、あきのりさん、もしよかったら、ちょっと上がってるか、明るいツイッターに上がってるか見てください。頭からパンツが溶けしたりとか。見ましょう。溶けるって何？あ、でも、タバコの肺が多分飛んだから。あ、酔っ払って溶けるって何？酔っ払ってないよ。じゃあ、でも、ヨイさんじゃないとあれだよ。あの、ポール・スミスのダウンがもう、背中全部穴開いてんだからですよ。背中に全部穴が開いてる。役に立たないじゃないですか。だから、多分あれだよ。キノコが勝手に降らされてた。あ、剥がれてる。あ、来ました来ました。大丈夫です。ありがとう。役に立たないじゃないですか。被害が多い。いいことが一個もないんだ。待てずに下噛まれて、血出したとかさ。何で下噛み切りやがったからな、あいつね。いや、大工さん回ってるよ、一応言っとけ。回ってるよ、お前。下ベロだよ。あ、もう唇がなんか、下噛み切られたんだよ。下を噛み切って、みたいな。懐かしいことを話してる。懐かしいね。懐かしくない。何年前だっけ。もう何年前。よいしょ。はい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 、今二人見てらっしゃる。あ、ゆうさんって方が初見ですって来てくれました。はい、はい、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ね、で、ごめん、ちょっと、いやいや、挨拶してください。ちょっとトイレに行ってたんで、挨拶してください。もう、早稲田茜で配信を、まあ、今から開始する感じなんですけど、まあ、毎週に、まあ、ほぼなってるんですが、まあ、その、坂本さんとね、あと、まあ、ちょっと僕が、まあ、今、今回本来代打なんですけども、赤木くんっていう人と、まあ、大体一緒にですね、配信をするのが、結構定例みたいになってます。で、大体、まあ、8時、まあ、21時、まあ、9時ぐらい以降、まあ、23時くらいまではずっとやってる感じなんですよね。はい、早稲田茜に関しては、まあ、大体90年代の初頭くらいには、まあ、今の体制になっている感じなんですよね。大体、まあ、まあ、その毎日3、4人、4、5人ぐらい来ている早稲田の、まあ、大学のすぐ近くにあるお店で、で、80年後半ですね。80年後半、あ、そうですか。早稲田茜が今のあれ運営体系になったら90年代後半。そうですか、わかりました。ちょっと年間50人くらい来るんですよ。まああ、そうなんです。50年ですか。50年ぐらい早いんですよ。50年ぐらい早い。あ、50年ぐらい早いの。あ、まあ、ってことはまあ。もう引いちゃってる状況ですよ。まあ、その学生運動ぐらいの時期にはもうあったけれども、なんか、どちらかというと、ノンセクトっぽい人たちが集まるような。ノンセクトというか、ノンポケ。はい。まあ、50年前の話でしょ。はい、あ、まあ、ごめんなさい。明るいの歴史を話してくれたんです。ありがとうございます。まあまあ、それは触りぐらいでよくて。はい、で、まあ、我々は一応ちょっと今、最近出入りしてる人たちで、まあ、その、早稲田茜が、まあ、ある程度有名になったりとかしたら、まあ、いいかなとも思っていたりとかしますし、あるいは、まあ、ちょっとここには政治について熱く語れる人たちが結構たくさん来る状態になるので、もともと赤木がね、やる予定だったり、はい、いいかなと思ってはいる。赤木翔太郎がやるって言ってた、ね、はい、赤木翔太郎さんがね、まあ、まあ、本来今日もお休みしてんだけど、金曜の、まあ、こちらの、相川きのぎさんとかも、まあ、金曜スタッフでいらっしゃるんだけれど、まあ、金曜スタッフをやっている、赤木翔太郎が、もともと中東関係にずっとね、関心を持ってる人間であるので、うん、それで今回のパレスチナ、イスラエル、パレスチナ、ガザの件について、あれですね、配信をやりたい。一加減あるという話だ。配信をやりたいということだったんで、なんかね、鬼畜さんが予告動画まで撮って、その予告動画も公表されてるんだけれど、ちょっとね、まあ本当に急遽の体調不良でですね、ちょっと、昨日今日これで、で、それでまあちょっと延期しようかなって話、延期したんだけど、そしたらまあ一応、秋野さんが、なんかまた、話したいというふうにおっしゃってくれたんで、じゃあやりましょうかってことで、今、やるに至ったという件でございますね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。まあちょっと改めて、僕も中東情勢に、まあそんなに詳しいわけではありませんが、まあ、ちょっと一応、やりたいこと、見たいこと、聞きたいこと、あとはまあ一加減あるのはあって、でちょっとそれについても話をしたかったんですね。はい、あとはまあちょっと前回、まあ、火曜日ぐらいに坂本さんともいろいろお話ができた中で、まあ打ち漏らしてもいろいろあるなと思ったりとかしたので、そこからちょっと話をしたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。まあ僕自身はね、なんかね、あれですけどね、10月7日当日とかさ、当日深夜とか、鬼畜と悪のびしてやってさ、うん、でその翌週ぐらいにもやってさ、これはさ、突発でやってね、合コンが不発に終わったんで、なぜかそれをやることになって、合コンが不発に終わってさ、イスラエルを語るってどうなのかと思ったけど、それで常連の小沢さんが熱く語る、小沢さん映って、まあ、顔出しは NG だと映ってはいないんだけど、常連の小沢さんが熱く語る小沢劇場になりましてですね、はい、まあ、とりあえずハマスのね、ハマスの奇襲攻撃に感銘を受けたみたいな話を淡々と語っておられて、なかなか面白かったんですが、まあそんなことで、はっきり言ってまともな配信はあまりできてないので、この経験、この件についてまともなツイキャス配信はあまりできてないので、赤木翔太郎に期待していたらちょっと今体調不良なんで、まあやっぱこう、ね、相川さんのほらツイッター、まあ僕そんな定期的に見てるわけじゃないけど、たまに拝見しに行くと、
まあ結構ほら中東のこの今回の件についてもいろいろ発言されてらっしゃるので、ということで、まあ相川清則さんをお招きして、お招きしてじゃないけど、とまあ、兄ちゃんはちょっと改めてちゃんとした、今回の件の配信をしようかと思いまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めて、はい。じゃあちょっと僕から聞き出しますと、まあ今回そのハマースが、まあイスラエルに対して突発的な砲撃とかを行っている状態になってるんですよね。で、ちょっと経緯が一応あるわけなんですけども、短くまとめて言うと、要はイスラエル、まあそのユダヤ人、民族的にはユダヤ人が、まあその、もともと、まあそのアラブ民族のね、パレスチナ人っていう人たちが、まあ暮らしていた場所を占有して、で、まあちょっとそこにどうやって割って入るかみたいなことを、まあこの60年ぐらいずっとやってたわけです。まあ60年、70年ぐらいずっとやってて、で、それの、延長に考えるとですね、まあそのハマスっていう、まあ今のパレスチナの、まあガザ地区の政府が、まあそのイスラエルに対して、まあある意味では反撃を行うわけなんですよね。で、それに対してイスラエルが、じゃあもうガザなんかなくしてやるという感じで地上戦侵攻に、まあこれから踏み切ると言われているので、でこれに対しての国際的な、その、まあ、なんていうんですか、道徳的な感覚、歴史的な観念を持っている人たちが一斉に立ち上がっていて、ちょっとこれはほっておいてはまずいんじゃないか。まあ、ガザ地区がこのまま行くとイスラエルの占領軍になくならせてしまわれるんじゃないか。で、失われてしまうんじゃないかっていうふうに言われているので、それについてはちゃんと意見をしておかないといけないかなと思ってます。で、前提として僕が、この兜を買うっていうのは何でかというと、一応日本の政治運動、革命運動をやりたい人なんですけれども、僕の場合、幕府を作ろうとしてますので、ちょっと今回この話はもう短くします。で、とにかく日本では、まあ、パレスチナ人とかね、まあ、その、中東情勢に対してどっちに立ったらいいのかみたいなことを考えたときにですね、ちょっと現段階ではユダヤ人に立つのはやっぱり無理だなんじゃないかなと僕は思っているので、ユダヤ人って言わなくていいじゃない、はい、イスラエルっていいんじゃないですか。あ、で、ちょっとそこに関しても、まあ、じゃあちょっとそこから話をしませんか。ユダヤ人とイスラエルがまあどう違うのか。あ、マンバーグさん、鬼畜はね、今日の配信を見れば中東状況が丸分かりですねってハードル上げてきましたよ。ハードル、もう池内圭先生や成田松之先生ぐらい知見を期待されてるようで、任せてください、よいしょで、はい、いやいや、ハードル上げてるんだよ、よいしょ、はい、あ、でごめんなさい、それで、あおってます、ね、まあ、じゃあその、まあ、ユダヤ人とイスラエル人は何が違うんでしょうね。てか、ユダヤ人とイスラエル国家は区別すべきである。あ、向こうもっともです。じゃあ、まあ、その一応ちょっとじゃあ僕から話したいのは、パレスチナ人民とハマスが区別されて叱るべきように、そうですね、もちろんファタハも区別されて叱るべきようにね、まあ、それだったらヒズブラとかもやっぱり全然違うとは思いますけど、イラン革命防衛隊のレバノン支部の、まあ、そこまで僕は実は思ってなくて、一応まああれがパレスチナ人の、まあ、ある程度の民意の反映かもしれないとも思ってます。もちろん民意の反映、ちょっと一旦置いておいてですね、もちろんハマスが一定の支持を受ける背景というのは絶対にあるし、そのハマスが一定の支持、一定か一定以上の支持をね、受ける背景にあるのは、もちろんイスラエルのね、もう数十年に及ぶ一貫した民族浄化政策の、賜物でございますよ。あ、まあ、イスラエルに責任がある。そうですね。まあ、それはごもっともなんですよ。まあ、やっぱり僕もそう思います。イスラエル国家に。そうなんですけど、まずイスラエルの話をしたときに、ちょっと本当にミリシラで来た人たちに対して、一応ちょっと話をしておくと、まあ、ミリシラってなんだっけ？あ、全く何も知らない人たちが。あ、1ミリも知らないに。そうそうそう。あ、ミリシアとは違うよね。民兵とは違うよね。はい、はい、はい、はい。で、はい、まあ、第二次世界大戦以降、まあ、その今100年、まあ、80年ぐらい、90年ぐらい前の戦争で、まあ、民族問題が大きく揺れ動いたんですよ。で、まあ、それ以降、日本とかをはじめとして国際社会が、まあ、一応現在の形で形成されるわけなんですよ。まあ、日本の場合は負けて、まあ、負けた側に立つという形なんです。で、まあ、誰が勝ったのかというと、まあ、アメリカとソ連なんですけども、まあ、どちらかというとそれに乗っていた人たちとして、まあ、今の現在のイスラエルの人たちが挙げられるんですよ。イスラエルはもともとその2000年くらい前に現地に住んでいた人たちが、まあ、強制的に離散をさせられてしまうみたいな話になるんですね。で、かつそのイスラエルに関してですね、まあ、言ってみれば、まあ、その昔の土地を取り戻したいみたいな話で、まあ、後からまあそのイスラエル人だというふうに言ってる人たちもたくさん入ってきて、で、結局その時には、まあ、まあ先住民族になっているアラブ人を駆逐して、でどうやって、まあ、そのこの国を占領していこうかみたいな話が始まる。まあ、これがまあ大体、
110年前とか120年前から始まって、でその第二次世界大戦後に、まあ、その数が本当に10倍ぐらいに増えるんですよ。でもちろんアラブ人は危機感を覚えて、まあ、そこでちょっと戦争が始まるんです。紛争戦争が始まって、虐殺に次ぐ虐殺みたいなことが始まって、で結局、まあ、その第二次世界大戦で世界的な構造が変わった時に、イスラエル人があそこを独立をするぞって言って戦争を始めて、で、まあ、あの各国からね、まあ、その時のアラブ系の人たちからは、まあ、あちこちから土地を取ってきて、でイスラエルを独立させるわけですよ。でこの時点でユダヤ人の多分、まあ、半分ぐらいの人たちが、まあ、イスラエルに対して神話的なんだけど、半分ぐらいの人たちはちょっとそのだって本来我々の旧約聖書には、まあそのまあ、なんか我々の聖なる星がまあ現れた時にあのこの場所に帰還するっていうふうに書いてあるんだけど、それがいつかは書いていないので、なんでここにしないといけないのかみたいな話になってくるはずなんですけど、でまあその現在のそのユダヤ人の中においてもイスラエルを認める認めないっていう話がまあここから始まったりとかするわけなんですよね。はい。でまあとにかく、まあ、認めた人たちが今この戦争を起こしていて、で今その先住のアラブ系の人たちをですね、まあ基本的にはもう全部根絶やしにしようみたいな思考に今なっていて、で国際社会がちょっとそれは許せないぞっていう話をだんだんまとめてる最中ですよね。はい。ちょっととりあえずここまで話してまとまってないけどね、許せないって話が全然、はい、あの、はい、いや秋野木さんの話がまとまってないって意味じゃなくて、はい、国際社会が許せないっていう話をまとめてて、いやいやまとまってないですよ。あちゃんとね、あのね、アメリカがね、まあ、毎度恒例行事で拒否権発動しましたので、安保理常任理事国のアメリカがですね。つい最近です。つい最近です。あの、ブラジルのね、ほら、ブラジルが昨日ボロソナルからルラになって、はい、一応ルラってまあ、いろいろあったけど、左派は左派なんで、はいはい、で、今回の件にまあまあ、それなりにやっぱ人道的なものも含めて激怒したわけでしょう。そういうことで、はい、ブラジルは結構ひっちこいて根回ししてさ、はい、やって、あれでしょ、結局その、しかもだね、あの、要するに、結局、停戦決議とかってやると、停戦になってたら絶対イスラエル聞くわけないので、うん、人道的休止って言い換えをしたわけですよ。ね、人道的休止って言い換えをし、さらに当然ハマスの蛮行についてもですね、非難するというようなね、こともちゃんとやってイスラエルに気を使ったにもかかわらず、アメリカさんがですね、見事にですね、拒否権を行使してですね、誤破産ということで、あの、現状ですね。そんな状況であるということなんで、ブラジルの提唱なんだよね、あれは。あれはブラジルがね、あ、まあ、リーダーシップ実はブラジルなんだよ、あれは。あの、で、ちなみに結果は、反対がアメリカ、棄権が、イギリスとロシア、あとは一応日本も含めて賛成ではあったんだけど、安保理、あ、要するに国連、安保理の構成国十数カ国のね、というところですけど、あ、ちなみにそれは、あ、古き友人、あ、ビチャさん、あの、今日今配信はご存知で、あ、なんか見たのがやってるんだろうな、あ、今始まったばっかなんだけど、こちらの相川、あの、こちらの相川昭則さんと言いまして、今、企業のスタッフをしてくれて、あ、お会いしてます、あ、そうですか、はい、あの、ビチャさんでお会いして、あの、あれですけど、はい、ということで、まだ始まったばっかではありますけど、でということで、だからまあ、まとまってるかまとまってないかといろいろあるんだけれども、はい、あの、はい、で、ちなみに、秋野木さんの問題意識をせっかくだからお聞きしますと、私結構、まあ一応パーパー喋ってはきたんでね、あの、2回ぐらいの配信の中で。まあ、ちょっと具体的な話からちょっとかなりずれて、で、まあ、すごい背景の話になってくるんですけども、一言で言うと、ユダヤ人があそこに国を作るのは、まあ、僕はユダヤ教の体系を一旦放っておいて、世俗的にある程度許してもいいと思ってるんです。でも現在のあり方だと、まあ、現地のそのパレスチナ系の人たちを、まあ、なんとか駆逐していこうみたいな話になってるのは、絶対許しちゃいけないと思ってるんですよね。これが一個です。あと、で、同時にですね、ちょっとこれは、あんまり誰も言ってない視点だと思うんですけども、パレスチナ人たちは、自分たちのことをカナアン人だと思っていて、で、だけどカナアン人は、本来であればアラブじゃないんですよ。まあ、でも、パレスチナ人は、今までその、まあ、第二次世界大戦後ずっと、中東戦争の間ずっとですね、アラブ系の人たちに支えられてきたっていう、状況だったんですけれども、まあ、そのアラブ人たちというのも、まあ、言ってみれば、まあ、その侵略の結果アラブ化されて、まあ、アラブ人たちを自称するに至っているので、それをイスラエルと、まあ、同等に考えると、本来であればもうちょっと回帰主義的に考えてもいいんじゃないかっていうのが、まあ、僕の意見ではあるんですよね。ちょっとこの辺は、独自の意見になるかと思うんですけども。で、ただ、やり方に関しては、イスラエルが単なる植民地帝国主義者になっていて、それはまずいと思っているので、それに関してはやっぱり非難しておかないといけないだろうと。明日はやっぱり人道的にはまあ非常に非道な状況がずっと続いているっていうことが、まあ、その、別に民族主義の話とはもう関係なく、まあ、福利とか、まあ、もしくは功利主義とか、そういう考え方からしたら、人間の権利を踏みにじっているという状況になっているので、それはやっぱり許しちゃいけないと思ってますね。
とりあえず一旦ここまで話したいです。相川さんはこれは、宗教戦争みたいな、まさかそういうパルフレーズで捉えてるわけじゃないんですよね。根本的にはそれです。捉えてるんだ。そうです。僕はね、実はそれ全然違うって意見なんですよ。この件について。はい、基本的に、うん、あ、なんかまあ、それこそ今、お初で来てくださったユウさんという方が、まあ、いろいろ書いてらっしゃるけれど、ただ、まあ、こういうことはね、まあ、つまりね、これってさ、結局、基本的に、近代化過程でさ、生じてきた矛盾というものがさ、ちょっと待ってください。ユウさんは二枚舌外交のせ、パレスチナが悪い、イスラエルが悪いというのがおかしな話なんですね、と書いてありますが、いや、それはね、まあ、全部がそうなので、だから僕はあえて、やっぱりイスラエルが悪いですよ、って言っときます。僕は本件の第一の責任当事国は、イギリスであり、第二の責任当、いや、トップだな、二大ツートップがいて、はい、本件の責任当事国は、まずイギリスとドイツであり、あ、ドイツですか。もちろんドイツですよ。で、その次に、あれがある、はい。フランスはどうですか。で、そのちょっとね、その、ツートップにちょっと遅れて、フランスさんがいましてですね。はい、で、もちろん戦後業界とアメリカですけどね、うん。で、イスラエルはどこですか。じゃあ、そうじゃなくて、はい、こういうことなんですよ。はい、というような状況の中で、現在のイスラエルの、ああいった。上がれないです。申し訳ないですね。はい。というような状況の中で、現在のイスラエルのね、あのような状況が起きているわけで、で、問題は、だからといって、別にユウさんがそういうふうにおっしゃってるとは思わないけれども、だからといって、イスラエルが今現在進行形どころか、この数十年さ、はい、やってきてることを免罪できるわけないじゃないって話であり、ただ問題は、今言ったような責任当事国の連中は本件の解決に全力を尽くす、義務が、歴史的、社会的、人道的義務があるのでですね、本当は僕なんかはですね、イギリスの連中はですね、今すぐね、部隊を派遣してですね、部隊を派遣するのはですよ、うん、イスラエルを止めるためにガザに部隊を派遣しようと思いたいんですけど、僕は。はいはい、まあでもこんなこと言ってるとね、日本にもね、跳ね返ってくる話なんて何とも言えないんですよ。で、それはもし跳ね返ってくるんであれば、日本がそれをやったらいいんですけれども、でも、今の話でやっぱりちょっと根本的に今考えなきゃいけないのは、現在の既存の国民国家のシステムでは、イスラエルこそが当事国なんですよ。で、かつ、まあ、現在のそのヘゲモニーを握っているのもイスラエルなので、イスラエルしか止めることができないはずなんです。だから、イスラエルが当事国として、まあ、現在行われようとしている虐殺とか、あるいは、ま、ちょっと占領に近いことは、絶対やめておくべきだというふうに僕は思っているので。だから、というところで、はい、イスラエルのあのネタニヤフのね、あの目が血ま、元から血走ってる目がますます血走ってるネタニヤフさんをですね、はい、どのようにストップさせるかっていう議論があるわけであって、というようなところの中で言えば、はい、ね、イスラエルとね、極めてね、密接な関係を築いて来られましてですね、まあ、日本だったら人のこと言えんけどね、うん、そういう意味ではね、築いてこられましてですね、はい、アメリカです。西洋かっこつき先進諸国とはですね、はい、アメリカはもちろんこの場合、アメリカは筆頭ですけどね、西洋かっこつき先進諸国の皆様はですね、はいはい、徹底した外圧をかけるべきに決まっているわけですよ、ロシアに対してやってるくらいの。ロシアに対してやってるくらいの外圧を徹底しかけるべきだし、即時経済制裁をかけるべきだし、っていうようなことをやるべきなんだけれども、まあ、誰もやりませんわねっていう話であり、まあ、もっと言うと、イスラエルはさ、EU のことははっきり言って最終的に無視して構わないと思っているので、はい、イスラエルは結局アメリカさんが分かってくればそれでいいという話になっているし、で、じゃあアメリカさんがね、分かってくれるのも何もって話があって、これについて言えば、まあ、オバマのね、回顧録なんかでオバマが言ってるのはかなり言い訳じみてるんだけれども、はいはいはい、まあ、要するにこういう話になるわけですよ。これは別に陰謀論でも何でもない。アメリカってのはね、やっぱりね、超党派のユダヤロビーって本当に強いんです。これ強いんです。民主党、共和党とは。つか、共和党はかなり、ある意味で民主党以上に。800万人程度いるわけです。で、これは、じゃあ、はっきり言って、いや、要するに、単に頭数、つまり単にね、票の数だけの問題じゃなくて、はい、要するに、その人たちは政治力も経済力も大変強いわけですよ。っていうようなところの中で。派閥の中にもやっぱりユダヤ閥があるわけですよ。で、結局そういうところの中でね、あれなんです。要するに、まあ、要するに、新イスラエルを徹底していただかないといけないという話になり、その、さらに新イスラエルの徹底とか、要するに、イスラエル自体がだんだん、まあ、どんどん右傾化していく過程があるわけですよね。昔はイスラエルっていうのはさ、ある意味で、ある種の社会主義者、コミュニストたちが理想をね、持つようなぐらいに集団農場制でなんだってやったね。ところが、どんどん、要するに右傾化していくって経過がある中で、その右傾化していく経過の中でさ、そのアメリカのユダヤロビーの皆さんもどんどん態度がさ、どんどんラディカル、悪い、ラディカルなんでダメな方になっていって、はいはい、要するにアメリカはイスラエルと完全に一致していかなければいけない。イスラエルの国家政策にアメリカは完全に一致していないといけないし、ついていかないといけないというようなことになっていて、それにちょっとでも疑義を呈するようなね、はい、連中は、はい、落とすしかないという話になり、で、実際に対立後を立って落とそうとしてきたりするわけで、っていう。一個ちょっと二つ話をしておきたいことがあって、ちょっと今その話は続けてもらいたいんですけど、二つは今話をしておきたいことがあって、一個が、イスラエルとパレスチナが、平和共存するには一体どういう案がいいのかって話をちょっと今日落としどころにできたらいいなと思ってます。これ、完結しなくてもいいから、その問題意識は僕は共有したいですね。これ一個ですね。で、もう一個は、
あのですね、それをやるためになんですけれども、まあ、日本にできること、アメリカにできることが、まあ、結局、まあ、西側諸国で何ができるのかっていう話をしたいんですが、ただですよ、あの、この先重要なのは、アメリカやヨーロッパの力が、まあ、世界の、なんていうんですか、ヘゲモニーをちゃんと握れていない時があったとしたら、この先10年、20年で、まあ、そのヨーロッパとか、あるいはまあ日本とかアメリカみたいな、その派生文明みたいなところは、まあ、あのポシャる可能性の方が高いんですよ。で、そうなった時に、そんなに横綱級の話。そうですね。そうなった時に、あの、できること、できないことをちょっと考えていきたいなと思ってるので、それどういう手法でやりますかの話はちゃんとしたいです。でこのあたりの2つの話はちょっと問題意識の共有をしたいです。どう思いますか？2つっていうか、2つ目がよくわからなくて、つまり、要するに、あのね、一言で言うと、はい、あの、いわゆる西洋先進国の没落があり、はい、それは多くキリスト教系の国のイラリストの没落があり、そういう中で、まあ、グローバルサウスを筆頭とするね、あの、かつては第三世界だって呼ばれてしまっていた国々の台頭がある、経済的な、そうあるいは場合によっては軍事的な台頭がある中で、そういう中で、結構、そういう文化も含めて、はい、そういう中で、から、あれですよ、いわゆる西洋各国先進国のヘゲモニーというのがね、凋落していく過程についてどのように分析するかっていうのですが、はいはい、分析じゃなくて、日本の場合はもう完全に脱亜入以降120年130年はずっとそれをやってるので、まあ、我々も結局精神的には結局かなり西ローマ的になってるわけなんですよ。まあ、我々はやっぱり、まあ、ホブスとか、まあ、そのルソーとか、そういう人たちを参照しながら我々がここにいるというふうに信じてるんですけども、アラブ系の人たちはもっと歴史が古いわけなんですよね。まあ言ってみたら、まあそのムハンマド以降の話とかに遡らずとも、まあもっとエジプトの、もしくはあのミソポタミアの文明とかに遡っていて、そこに同一性があるので、まあ、日本人は、まあたかがまあそのキリスト教起源で2000年ぐらいの歴史しかないわけじゃないですか。そこに対してやっぱりアラブ人とかの、まあアラブ人というか、まあ西アジア人とかの感覚の方がもっと歴史的にはもっと古層があるわけですよね。例えばそういう時間認識の差があったりとかするところに対して、まあ本来ちょっとどう考えていくべきなのか、弁別をしていくべきなのかとかが考えたらいいと思いますね。で、それの派生で日本人がこのままアメリカやヨーロッパにそのままついていくべきなのかどうかとかも僕は割と話をしたいんですけど、それちょっとそこまでいくと深遠すぎるので、一旦ちょっと手前の、まあアメリカだったらどうしていくのか、でもアメリカがこの20年後に国際ヘゲモニーを失っているんであれば、まあ日本としてはどうしていったらいいだろうねっていう即応的な話だけでもいいと思います。それはイスラエル関係あるんですか？あります。もちろんあります。あのイスラエルはアメリカの後ろ盾がなくなったらなくなる国なんですよ。だから今現在、あの、パレスチナ、まあその、ヨルダン西岸とかも、まあその、ヨルダンの西岸とかも、まあガザ地区とかも、どうにかしてちゃんと収めておきたいわけなんですよね。で逆に、現在のタイミングが、なんとかしてユダヤ人たちの中で、ヨーロッパの権益を運んでこれる中では、資源を一番使える機関ではあるから、まあそれをやってるというふうに思ったら、まあ一番説明がつくと僕は思ってます、ね。いや、もちろんだからね、あれなんですよ。あの、さっき言ったような話で言えば、別に、まあだからさっきちょっと言い話した話を最後まで言うとね、はいはい、別にこういうことだったんですよ。はいはい、つまり、まあ要するに、あのね、あの、イスラエルという、まあ、要するにアメリカにおけるね、いわゆるユダヤロビーの、あのね、あの、イスラエル政策についての、あの、民主党、共和党とは政治家への干渉介入っていうのは本当に徹底的で、うん、っていうようなところの中で、アメリカの個別議員もね、そういう中で、本音は違うんだけど、みたいな振る舞いを迫られざるを得ない。オバマなんかは、まあ、在任中ずっと、お前のイスラエル支持は腹渡からのものかということをね、あの、クシュゲっていうね、ヘブライ語で、ね、腹渡からのものかっていうのを延々ね、詰められ続けたみたいなことを、まあ、これオバマの場合ね。ということで、俺は頑張ったけどできなかったっていう言い訳の一つとして言ってるっていう側面はあるんだけれど、うん、というのはあるけれど、一方で、じゃあね、イスラエルが全部合流してね、あのね、あのアメリカとかを統括して、こういうことになってるかっていうとそうじゃないし、つまりアメリカにとってもヨーロッパ諸国にとっても、中東圏に自分たちのエージェントがね、一個ぐらいね、中東のど真ん中のいいところにね、あるとね、あの、戦略上やりやすいって話があったわけですよ。ということで、利害の産物ではある。ので、まあ、ということで、だから結局、先進諸国の問題ってのは本当に大きい。ただ一方で、そのうちね、その上で言うと、まあ、アメリカが消えてなくなった時にイスラエルが消えてなくなるというのは、あまりには遠大な話であって、まあ、そもそも準戦力で言うならですよ。イランが、出張ったらどうなる、本気で出張ったらね、核もあるでしょう。あるかな、ないかな、まだ。イランが本気で出張ったらどうなるかはさておき、周辺諸国、あ、トルコは結構強いけどね、周辺諸国と、あの、だったらイスラエルはね、あの、まあ、やっぱり今でもね、あの中東戦争以来の実力は持っているので、うん、歴代のね、あの、各国粉砕撃破した中東戦争以来の実力というのは持ってはいるので、で、ただその中東戦争の時だってアメリカはバックアップした、それは事実なんだけども、ね、アメリカのバックアップなしで、
イスラエルなしでイスラエルは消えるというほどの従属国ではないです。いやいや、あの、まあ、それはごもっともです。で、あの、ある程度軍事力があるのはそうなんですけども、戦力の話にまずなった時点でもう、ま、負けたと思った方がいいですよ。現在、その第1次、第2次、第3次、第4次、で、現在第5次中東戦争ですよね。これにまあ、もしイスラエルが勝利したとして、じゃあ、第6次、第7次、第8次までちゃんと持ちとこたえられますかの話で、僕は無理だと思いますよ。だから、高校の裏に、だから、高校の裏なき者とするために、はいはい、この地上からハマス、ハマスというのは、まあ、ハマスというのは要するにハマスというかね、うん、簡単に言うと、ね、ほら、よくある話でさ、あの、鎌倉殿の13人とか見てるとあるようにですね、はいはい、一族老党なんでね、皆殺しにしなきゃいけないか、高校に憂いを残すからですよ。あのね、あのね、ちょっと幼子だからって言ってさ、あの、恩情をかけると、そいつが20年後さ、あのね、あの、あれですよ、逆賊だったはずが、そいつが20年後さ、あの、官軍の旗持って首取りに来るかもしれないっていうさ、頼朝がね、産んでるとかあるわけですよ。っていうような、そういうことで、高校の憂いなきように、まあ、かなりやるんじゃないですかね、って、あの、曖昧な言い方をするけど、っていうのはあるけれど、ただ、で、もう一つ言えるのは、そもそもじゃあね、イスラエルがね、僕はもう結局こういう事態になってしまった以上、まあね、もうどこまで行っても二国間競争しかないというようなことにならざるを得ないような時に、はい、じゃあどうするかって簡単で、まずイスラエルの側に徹底して非があるので、この間の一連の数十年の経過におかれては、はい、とりあえずですね、あの、散々国際法違反でね、国連からずっと勧告されてずっとガン無視し続けてるですね、あのね、入植という名のもとの侵略行為をね、全部引き上げるべきですね。じゃあ、国際法に照らし合わせると。少なくともオスロ合意の線とか、オスロ合意の線であるとか、どこだっけと、忘れた。日本政府はね、これについてはそういう意味では、まあ、ある意味でバランスの取れた見解を出していて、オスロ合意の線、あるいは第三次中東戦争の線だったかな。あ、第三次中東戦争以前の線だったかな。要するに、中東戦争のためにイスラエルガンガンやってってるわけじゃないですか。とりあえず、あの、しかもこの間ずっと数十年にわたって無理くりな、50年ですよ、第二次中東戦争終結以降、はい、50年にわたって無理くりな入植政策というのの侵略をやって、あの、民族浄化をやっているような、あれを全部土下座して、あれ全部引き上げるべきですね。ただ引き上げね、まあどうせネタニヤフもできないんですよ。ネタニヤフ自身があれだってのもあるんだけど、それ以前に入植者たちっていうのはもう数十年経ってさ、立派な政治制度と育ってしまっているので、入植者たちの意向を無視してね、そんなことをやったらですね、ましてネタニヤフなんてあんな強硬派のイメージで言っていたんだから、そんなで転換なんかしたらですね、ラビンどころじゃなくて殺されますね、あいつっていう話ですね、っていう、まあ、まあ、ネタニヤフ死んでいいと思うんですけど、俺は。あの、ラビは死ななくてよかったと思うが、ネタニヤフは死んでいいと思ってますけどね、俺は。ちょっと今、コメント出てるこんにゃくさんに対して言いたいのは、こんにゃくさんって、その、我々自身が、まあ、その、なんていうんですね、同時にこう、一つずつの思想の中に入ってしまっていて、まあ、ちょっとそれが他の人たちとは、まあ、なかなか接続できないんじゃないかっていう話なんであれば、我々はどうやってその接続のできなさを乗り越えていくための実力を作っていくのかっていう話の方が僕は結構重要かなと思っています。こんにゃくさんです。事実はそれ、はい、これに先立つコメントがある、はい、で、ルナさんの話は、まあ、ちょっと後から話をしたいですね。マンバーグさん、だから要するにウェルベックの服従問題、だからさっき、あの、秋野さんがおっしゃったのは、ウェルベックの服従的な話だよねって思った。それは、あの、込められてはいますけれども、でも服従がもしあり、あの、ウェルベックの服従というのはどういう内容かというと、あの、ヨーロッパ諸国において、結果的にその人口が例えば、まあ、少数であったとしても、イスラム政党が結局、まあ、なんていうんですか、その、イスラム教ってね、やっぱり世俗主義がないので、まあ、ないのは嘘だな。まあ、あの、現在のその法律の施行のあり方自体を、まあ、イスラム法にしてしまおうっていう、宗教と世俗主義を完全に混同しようとするような性質があるわけなんですよね。で、まあ、それに、まあ、服従をしてしまうような状況になってしまったら、まあ、結局、ヨーロッパ諸国とはいえども、あの、イスラムの票、民主主義、議会制民主主義で言うと、イスラムの票を議会制の中においては、やっぱり無視できないので、まあ、そのイスラム法に屈してしまうんじゃないかっていうような議論があるわけなんですよ。で、これは、まあ、あり得るんですけども、それが仮になくて、まあ、要はキリスト教世界、あるいは世俗主義的な世界を西ローマがちゃんとやっていたところで、人口比の問題、あるいは経済比の問題で、あと20年、30年で追い抜かされていく可能性は全然僕はあると思ってるので、そちらの方を重要視してますね。はい。で、まあ、ですね、こんにゃくさんの話はちょっと一旦置いておいて、ユウさんの話にちょっとだけ答えますと。ユウさんの話の趣旨ってのは、まあ、要するに、まあ僕はちょっとそういう意見ではないんだが、要するに英米先進国のやってきた過去の帝国主義的植民地主義な、まあ最悪のあれやこれやのね、ご都合主義があって、その帰結でこうなってるんで、イスラエルを、まあ一概に一方的に断罪すべきなのかって議論だけど、僕は、あの、繰り返しながら、この数十年でイスラエルがやってきていることは、当然断罪に値しますよ。まあ、あの、僕もやっぱりそれに関しては同罪だと思っていて、というか、まあ、その欧米諸国がどうあれ、結局イスラエル人が頑張った結果、現在のその侵略がある状態になっているので、イスラエル人が、
まあ、基本的には責任を負うべきだ事態だと思っています。でちなみにちゃんと考えておかないといけないのは、これちょっと坂本さんに対しての問題設定の一つでもあるんですけれども、じゃあまあそのシオニストが、まあ、現在のユダヤ人を支えているシオニズム、あるいはまあ世俗主義のあり方が、まあ、そのヨーロッパの民主主義にまあ対してある程度、まあ、その現在の先進的な意見に沿ったところでですね、まあ、そのヨーロッパ人に追い出されてあれをやってるんだっていうような話にもしなるんであれば、まあ、それはそういう側面もあるかもしれないんですけれども、じゃあまあ自分たちが結局中東でやらなければいけなくなってるのは、それと全く同じことをもっと拡大してやらなければいけなくなってしまってるわけじゃないですか。で、あ、ごめんなさい。お初の方もいらっしゃるので、お伝えしますと、あれですね。頭上がってるよね、ツイッター。上がってるかな。います。見てみます。すいません。この配追加サイズでね、ちょっと無料でやってるんで、30分で一回消えちゃうんです。だから30分ごとにすぐ再開するんで、すいません。よろしく。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ギャップが。はい。まあ、その、今ちょっと話をしていたのは、まあ、要は、西ローマ諸国が悪いのか、まあ、それとも、まあ、シオニストが悪いのかで言うと、僕はシオニストなんじゃないかと思っていて、まあ、西ローマ諸国も確かに関係はしますけれども、責任を現在負うべきなのは、やっぱり、まあ、イブヒトの中の、まあ、ある言葉で言うと、シオニズムになってるんじゃないかなとは思ってます。いや、これはやっぱりさ、シオニズム運動が何で起きたかっていう経過がやっぱり一つにあって、まあ多分釈迦の説法の部類だと思うんですけど、まあいろいろあるんだが、超手短い言うとですね、はい、だからもともとそのまあ2000年前に遡ってもいいんだけど、要するにやっぱりある程度確かに迫害というのがあったわけですよ。はいはい、ヨーロッパ、まあ広くヨーロッパの中で、ユダヤ系の、ロシアまで含めた広くヨーロッパの中で、ユダヤ系の人々、あるいはユダヤ教を信じる人々ということだけど、それは迫害されていた。ただね、それはね、ある意味で、まあはっきり言ってゲットーみたいな、ゲットーって言ってもだね、今のガザだね、ナチスが設定したあれみたいなものではなくて、まあ、よく言えば住み分けみたいな形でさ、そのゲットの中で、まあ、その分離っていうかね、住み分けをしていたような感じでさ、もちろん、それは迫害もされていたんだけど、そのゲットの中での文化をね、守っていくことはできた。ただ、これが結局近代化の過程の中でさ、やっぱりね、そのね、ゲットの壁が壊されていくわけですよ。ということで、混ざり合っていくわけだよね。はっきり言っちゃえば、ユダヤ系とユダヤ系以外の人々っていうのが混ざり合っていく過程がある。それは、それこそナポレオンなんかが遠征で真っ先にやったのがさ、ゲットの壁破壊するようなことだったわけ。別にナポレオンは人道的な話をしてたんじゃなくて、帝国を作りたくてそうなっていくわけなんで、はいはい、というところの中で、個別のね、それこそトライバルと言っていいのかね、トライバルみたいな形で住み分けしていた人々が、近代国民国家形成過程の中でナポレオンを筆頭とするような、そういうの中で、混ざり合っていく過程で、その混ざり合っていく中でむしろ反動が起きていく。そういう中でポグロンみたいなものも起きていくっていうところの中で、どんどん、具体的な迫害の中で、まあ、やっぱり我々には行き場がない、ディアスポラのままではダメだというところの中で、やっぱりシオニズム運動というのが出来上がっていくというようなところの中で、第一次世界大戦が起きるわけじゃないですか。で、第一次世界大戦の中で、イギリスの有名な三枚舌外交ね、これについて言えば、なんで、ね、ユダヤ系のシオニズム運動の人々にね、年中にね、約束の地を作ってやるなんてイギリスは約束したか、第一次世界大戦の戦費のためにロシチャイルドから借金したからですよ。ロシチャイルドから借金したくて、ほら、吹いたわけ。口約束したわけ。で、一方で言うまでもなく、アラブにも口約束して、で、実際にはさ、サイクスピコで、フランスとイギリスの間でさ、山分けするぜって話をしてたわけですよ。で、これ全部レーニンに暴露されるんですけどね。っていうようなことがあってさ、っていうような状況があり、で、そういうことの中で、ところがね、さらにそれにダメをして、ただこれが、ホロコースト以前の国際連盟時代だったかな。どこのレベルだったか忘れた。とりあえず、ある種の決議が国際連盟時代に癒されてだったかな。それで、まあ、入植活動が始まっていっちゃうわけですよ。結局最終的に。まあね、いろいろ他のところとかも検討されたらしいんだけど、最終的にやっぱりエルサレムの地であるみたいな話になって、そこに入植活動が始まったけど、それにダメ押しをしたのがホロコーストの発覚ですよ。ホロコーストが発覚し、もうこれはやってやらないって、まあ、なるのは僕当然だと思いますね。はっきり言って。シオニズム自体の正否の別を別にして、あるいは現在のシオニズムっていうのはあれでいいのかって、ダメに決まってんだけど、今ね、イスラエル国家が体現してる類のシオニズムって本当にダメだと思う。ダメつか論外なんだけど、ただその上で言うなら、ただ、そこ、はい、ホロコーストの、存在っていうものが、まあ、要するにナチスがまあその画質を作りました、うんぬんっていうような話の物語がまあ一応流行って、で、それで、もともとあった中央あたりのポグロムとかそういうものが全部その系譜に束ねられるわけじゃないですか。まあ、ある意味ではそうですよ。で、その、まあ、要は、西ローマの、伝統的なユダヤ人に対しての差別がここに帰結しましたよねっていうような結論になったわけですよね。
って、その結果生まれたのが、まあユダヤ、あのパレスチナ問題というよりかは、東から追われてった連中がドイツにさ、はい、定住して、はいはい、それでドイツでさ、ユダヤ社会を強く作っていって、それが要するにね、そういう中にドイツ、もともとドイツにいた連中の反感っていうのが高まって、ヒトラーがそれに火をつけたっていう話もあるわけで、そこで言うと、っていうようなところの中でね、結局ホロコーストがはっきり言って一つの完全なダメ押しになり、そうですね。それで結局、それで戦後のさ、まだはっきり言ってアラブ諸国が何ら発言権を持っていなかった時代に、アラブ諸国の意向を無視して、西洋、あるいは戦勝国の連中が決議してさ、それで結局、あそこの分割で国家を作るなんていう話をやっちゃ通しちゃったわけですよね。これに反発したアラブ諸国が中東戦争を何度も仕掛けるが、そのためにイスラエルがある意味で粉砕仕返して、さらに領土分取りをやっていく過程があったっていうことなんですね。で、やっぱりね、で僕はね、こういうて、ただね、僕なんかね、こういう、つまりそういうくて、さらに言うと、結局アラブの国々もさっき相川さんがおっしゃったようにだね、要するに結局もともとね、ヨーロッパ帝国主義のむちゃくちゃな分割政策の中で、それだからナショナリズムみたいにどんどんなっていくわけですよ。敵から攻撃を受ければ自分たちも、じゃあ俺たちも自分たちの一体性みたいになっていくわけで、そういう中で客観情勢が強いたことは、イスラエル側もガチガチになっていくし、あのアラブ側もガチガチになっていく。もともとはだってあの辺の地ってのはね、いろいろ混在してたわけですよ。それはほら、見てるかわからないけど、あのリドリー・スコットのキングダム・オブ・ヘブンっていうさ、映画なんかまさにそれを扱っていて、つまりあれはって言ってた、あの20年代ですか、いやキングダム・オブ・ヘブンは0年代の映画だね。誰だっけ、あの有名なハンセン病のイスラエル王がいたさ、知りません、あの時代のモチーフにしてんだけど、結論から言えば、当時だって要するにキリスト教とイスラム教の対立があったけども、実際にはね、アラブもユダヤもね、まあ、ムスリムもキリストもあのユダヤもある意味で混在していた場所っていうのがあって、はいはいはい、アジール的に描くんだけど、アニメその混在性をね、その混在していた場所っていうのがそれぞれの敵味方みたいな幽敵の中でさ、もうその客観情勢の中で、あいつらは敵、俺たちは味方みたいな感じで混在していたものが、それぞれナショナリスティックにさ、どん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 こうお互い構え合ってさ、バラバラになって、それで敵対関係になって、実際に戦争を起こすというような、戦争に突入してしまうというようなことがあり、ただはっきり言って中東諸国におけるこういう事態を引き起こしたのは、やっぱり中東世界におけるこういう事態を引き起こしたね。あ、ごめんなさい。混在なのか、それともはっきり線を分けるのかっていうのが、まあ、ある言葉で言うと、近代国民国家がそういうレールを敷こうとしてきたっていうのがやっぱりあると思うので。前近代において、もともと積み上げていたものがさ、近代化過程の中で国民国家形成過程、それが総力戦体制の中で国民国家を形成せざるを得なくなっていく過程の中で、あるいは資本主義のね、資本主義の発展過程においてですね、混在していくわけですよ。で、混在していくと、なおさら、一言で比喩としてだよ。我々は根血であるって認めたくないっていう心象が発生するので、その中で、要するに、ある種のナショナリズムであったり、民族主義であったり、そういったものがどんどん形成されていってしまい、それが結局、共敵みたいになり、要するに、アラブ社会 VS ユダヤ社会みたいな話になってしまい、これは疑似問題なんですよ。でもっと言うと、アラブと、ムスリムとユダヤは2000年前からなんてのは、あると思います。ムスリムとユダヤが2000年前からなんてのは、それあるけれど、僕はね、この件について、2000年遡る必要は全くないと思っていて、これはやっぱり100年、百数十年遡ればいいことであり、これはやっぱり近代過程の中で、起きた問題だと僕は思っているので、僕は基本的にこれは宗教戦争だという、宗教戦争だというふうに僕はこの問題について考えることってのは、僕はね、正直それは同意できないんですよ。じゃあ、秋森さんがそう思ってらっしゃいました。僕が言いたいのは、まずアラブ人にも僕は実は問題があると思ってて、というのは、今ね、坂本さんが無意識に言ってくれているように、パレスチナ人もシリア人も、まあ、そのサウジアラビア人もヨルダン人もエジプト人も結局アラブ人だっていう話になっていて、で、だからアラブの連帯みたいな話の中で話がこんがらがってくるところもあるわけなんですよ。でも実際にあるのはイスラームの宗教的な、まあ、その同じ同一性があるんだけれども、でも彼らは本来はアラブ民族だとは言えないはずなんですよ。なぜかというと、エジプト人がアラブ人になったというのは、まあ、この大体1400年ぐらいの話に過ぎないし、ヨルダン人に関しては、まあ、大体1000年ぐらいの伝統はあるかもしれないけども、それがまあ、アラブ民族だというふうに言っていて、そうですよ。で、まあ、その程度でしかないんですよ。で、パレスチナ人がね、なぜあそこの土地が、
本来はトランスユーラ男人だっていうふうに言っていたところを、我々はパレスチナですよっていうふうに言い始めたのかっていうと、まあ、聖書の中にもあるようなペリシテ人の、我々はカナアンだっていう民族的なナショナリズム、エスニシズムを持ち出してきてそうなるわけなんですよ。いや、つまり結局ね、私たちのルーツを求めたがるわけですよ。あ、で、それで合ってるんですけど、ルーツを求めたがる、日本だって例外ではない。あ、日本の場合はちょっともう関係ないので、ああいうことになってしまってる。いや、日本の場合は今回例外なので、日本の話はしない方がいいです。で、なぜですか？非常に重要なのは、あそこの場所においては、アラブ民族であるということと、パレスチナ人であるということは、本当は一致しないはずなので、彼らがユダヤ人になる可能性だって全然あり得たんですね。でもそれをなぜ彼らは押しのけたのかの話で言うと、アラブ人になるためだっていうふうになってしまっているのは本当は混乱の元になるので、それはちょっと話して考えた方がいいですよ。結局ね、共通の敵がいるというところの中で、はいはい、連帯が形成できるっていう議論なわけですよ。あ、でそれは非常にそうなんですけど、でそれはね、確かに本当にその通りなので、アラブ人が近代主義になんとか即して考えたらそうなっちゃったっていう話。だから西側があるときにロシアというアイデンティティがあるわけですよ。例えばね、ごめんなさい、それは何の話ですか？いや、つまり西側諸国という外敵があったときに、はいはい、あ、要するにロシア、我々ロシアってつまりさ、東側がロシアに多民、ロシアは多民族国家であるということの上で、ロシア人というものがいるんだっていうナショナリズムにプーチンはなるわけじゃないですか。なるほど、なるほど、はいはい。っていうのは、それは要するに国民国家形成過程の中でよくある話でしょう。そうですね、だから日本だと同じルートをたどる、日本だってもっと醜悪なルートをたどったわけだけどね。あ、で、日本の場合は、まあ、これはこの間あなたと話した単一民族国家みたいな最悪の話になってくる。いや、でも日本の場合はね、本当に単一民族国家に近いので、ちょっと日本の場合はむしろ例外なので、あんまり話をするとややこしくなるので取り出さない方がいいんですよ。で、世界史の中で見ていくと、王朝と、まあ、それからエスニックグループと、それから、まあ、文化体系、まあ、もしくは言語圏みたいなものとかが全部違うものなんですよ。で、さらに国民意識も違うものになるんですよ。僕はね、そうか、そこはね、相川さんとちょっと見方が違うんだよね。なるほど。僕はね、基本的に、なんて言えばだから、アラブ社会の特異性みたいな、観点に基本的にこういう問題について立たないんですよ。あ、じゃあね、じゃあ人類のある種の人類の普遍的類型ってものがあるなと俺は思っているんです。こういう問題。じゃあ、少なくともこの近代化過程以降の問題について言えば、人類に普遍の類型があるなと思っている。で、じゃあ坂本さんに対してある意味ではここでちゃんと批判的に言うと、坂本さんは西洋における近代しか見えてないんだけれども、坂本さんはアラブにおけるイスラームの解明後が全く見えてないんですよ。解明以前と解明以後というのは何だったのか。開いて明るいってこと。そうです。はいはい。ええ、それはどういうもので。で要するにアラブ人がアラビア半島のアルジャジーラとから進出したのっていうのは、彼らの歴史の中でいうと歴史の4分の1程度に過ぎないんですよ。うん。うん、でだから本来であれば彼らは部外地に属していて、でパレスチナ人もそこにいるんです。でパレスチナ人はそう言ってるんです。我々はカナアンだって言ってるんですね、うん、でそれはアラブじゃないってことですよ、うん、でそれはすごい重要なことです。見逃してはいけないです。いや、だから阻害されてきたじゃん、あの人たち。あ、阻害はそうなんですけど、あの人たちそれは、だから本当はミスルとかもそうなんですよ。エジプトとか、もしくはマグレブとかが、もう、マグレブそのものが全部そうです。アラブの中においては、マシュリクとマグレブがあるわけじゃないですか。うん、で、そのマシュリクに関しては、まあ、100歩譲って、ムハンマド時代に一応そこが、まあ、アラブ人だというふうにされたかもしれないけれども、でも、考えてみてください。だって、シュメール文明とか本当にアラブですかっていう話なんですよ。もっと言うと、アッシリア人とか、もしくはアッカド人とかって、全然アラビア語喋れないわけじゃないですか。にもかかわらず、なぜ我々はアラブの連帯というものに付き合わされているんだっていう話の発想の方が、これは、アラブ人と言っている、まあ、エジプト人とかにとっても重要ですし、メソポタミア人にとっても重要なんですが、実はイスラエル人にとっても非常に重要なことなんですよ。なぜかというと、彼らがアラブでまとまってしまっては我々にとって不利になるはずだから。だってもともとあの地なんていうのはさ、要するにだってキリスト教とイスラム教とユダヤ教の3つの聖地が同じ場所にあるっていう世界であってね、そこは混在してたわけじゃないですか。そうなんですけど、でもそれはリージョンの話で、我々が話さないといけないと僕は思ってるのはエスニックグループなんですよ。そこなんですよね。だからこの間もね、ちょっとね、僕とね、秋野さんで多分意見の相違があると、意見というかね、見方の相違があると、そこなんで、ね、はいはい、例えばさ、僕は基本的に、この問題というのは近代過程ね、世界の近代過程以降の問題、うん、その近代過程というのは、植民地主義的帝国主義という暴力も含むわけですよ。っていうような、その後遺症って問題もあるんだけど、その過程の中の問題あると思うんだけど、僕は認めてますよ。だけど、はい、秋野さんはどちらかといえば、いや、認めてないとは思わないんだけど、うんうん、どこにフォーカスするかって、どこにフォーカスするかっていうと、秋野さんは、近代化以前の、
はい、歴史の方にフォーカスしてるわけでしょ。はっきり言っちゃえば。例えば、ちょっとどう言えばいいかわからないので、一応こういう持論があるんですけども、メキシコ人っていうエスニックアイデンティティは今結局なくて、で、エスニックアイデンティティの問題で言うと、メキシコ人の中に行けば、まあそのカスティーリア人であるっていう、まあ結局スペイン人であるっていうことですよね。っていうエスニックアイデンティティがあって、でも我々はインディオであるっていうエスニックアイデンティティが両立してるんです。で、結局スペイン人であるっていうことはヨーロッパ文明になる、近代になるわけじゃないですか。で、近代はたまたま今回、まあ西ローマ文明が起こしたわけですよ。で、まあそうなんですけど、西ローマ文明が大航海時代とかもしくは近代を起こさなかったところで、アラブ民族は、まあその、なんか結局領土外に進出をしていて、イラクっていう、本来であれば、まあバビロニア語を喋っていた地域を制圧するわけじゃないですか。で、まあ本来であればユダヤ人がまあ生息していた地、まあなんていうんですね、まあ本体、イブリット語が喋られていた地域をまあ制圧をしていて、で、カナアンっていう、まあ本来であればフェニキア語が喋られていた地域を占領していて、で、さらにエジプトっていう、まあミスルっていう、まあ本来であればコプト語が喋られていた地域を占領していて、で、さらに、まあその、まあそれがマグリブまで行くわけなんですよ。まあ、イマズイ言語、ベルベル語を喋っていた地域まで進出してるわけなんですよね。たまたまペルシャまでは行かなかったわけなんですよ。でもイスラム化はできてるわけなんですよ。で、これを我々はヒントに考えておかないといけないのが、まあ、結局イスラム化をしていくこと自体は良かったかもしれないが、でも彼らがアラビア語化していくことは本当はおかしかったんじゃないですかっていうのが、まあ、そのカスティリア語をなんでメキシコで喋られているんですかっていう問題と同列に考えることはできると思ってるんですよ。なるほどね。秋野木さん言ったらやっぱそこがずっとあれなんだね、問題意識の一つのポイントなんですよね。まあ、要するにエスニシティとナショナリズムと、エスニシティとナショナリズムと宗教性みたいなものの根高でしょ、あるいは言語まで含めた、まあ、あとは王朝ですよね。で、そういうようなところの中で、ただ僕はやっぱりこれは思うんだけど、はい、まあ、だからさ、エスニシティとね、ナショナリズムというのはさ、必ずしもそのさ一致しないわけであるし、そうそうそう、それさらに言えば、まあ、いわゆる原理主義というのね、これは宗教的なものとも、まあ、もう、宗教的なもの以外にもね、原理主義というものがあるわけですよ。と、はい、いうのはなぜかというと、やっぱり、まあ、近代化以前からね、おっしゃる通り、大航海時代を近代以前と考えるのであるならば、その頃からとっくにね、混交が起きてるわけですよ。混ざり合いが起きてるわけですよ。あらゆる意味で。それこそシルクロードだってね、経済貢献、シルクロードだって混ざり合いなんだから、うん、だから文化的には完全に混ざり合いはずっと起きてるわけですから、数千年の昔から混ざり合い起きている。うん、でもそこから通商航路を含めて。たった800年ぐらい遡ったらもう同じことになる。で、混ざり合いが起きていく中で、結局、じゃあ、そういう時にね、その混ざり合いが起きていく中で、結局、その私たちのルーツは何かみたいな、そういうところにどうしても、ね、なっていくってことがあるわけじゃないですか。そうですね、というところで、うん、まあ、原理主義、僕はとりあえずいわゆる原理主義の問題って、まあ、原理主義っていうのは昔だって、いや、クルセイダーズ的なものだって原理主義だって議論をするなら、まあね、近代の問題とは言わないかもしれないけれど、結局、混交していく中で、私たちはね、これなんだっていうアイデンティティの確立ってところの中で、うん、エスニシティであったり、ナショナリズムであったり、そういったものがどんどん、しかもそれが、やっぱり近代化過程以降ね、激化していったっていうのはあると思うんですよ。うん、で、ただ僕はね、思うのは、今言ったような、その相川さんのおっしゃるような知見にね、伴う、基づいて、現代の、今現在の、ほら、問題はどう解決できるのかと。ほら、相川さん僕今投げかけたじゃないですか。うん、さっき最初にね、要するに、今のイスラエルとパレスチナの、この問題というかね、イスラエルとパレスチナの間で生じている問題、もっとはっきり言っちゃえば、イスラエルの一方的なね、うん、侵略の現状ということについてですね、あるいはもうジェノサイドが起きるという、まあ起きてるし、起きてるし、もっと大規模に起きると。いうような現状について、どのような、ね、床屋政談であり処方箋があるんでしょうかというような時に、うん、今言ったような、相川さんの観点から言ったら、どういう、処方箋がありますか、床屋政談の水準でいいとして。まあ、僕が一番、まあ、やらないといけないと思ってるのは、ちょっと今の話から若干ずれるんですけど、非常に具体的な話なんですが、現在の、まあ、その、第三次、まあ、第四次中東戦争以降、まあ、イスラエルが取った領地ぐらいからですね、南半分と西、北半分ぐらいの感じで、まあ、ユダヤ人と、まあ、といっても、ユダヤ人の中でも、まあ、シオニストと、それから南半分に関しては、まあ、現在はアラブ系に収められるようなパレスチナ人、まあ、ペリシテ人たちが、まあ、領土を分け合うような状態にしていた方がいいんじゃないかと。まあ、本当は南北に分割した方が、地政学的な問題で、安定的な構造になるんじゃないかなと思ってるので、とりあえずそれは一つの案です。南北分割。はい、そうです。はい、
ちょっと面白い。まあ、いや、重要なんですけど、その国連決議で、まあその、まあフランスとかイギリスとかが、まあ統治を、まあの形式を考えていた時にですよ、まあ、あの歴史学者を何人も集めてした会議の中でですね、じゃあ分割統治案の A と B と C がありますよみたいな話になったんですよ。で、その、まあその中の案の、縦に分かれてる線と横に分かれてる線は非常に重要なんです。なぜかというと、過去3000年を遡って、ここに、まあ、持続可能な国を作るには、結局横の線で引かれた時の方がやりやすいよねっていう結論が出たにもかかわらず、縦線の方をイギリスとフランス主導で残すんですよ。あれなんだっけ、どの意見が感じたんだっけ、あいつは。あれ多分、まあ、そのイギリス、スエズ運河問題だっけ、あ、スエズ運河もそうですし、第二中東戦争の引き金が、まあ、あいつらが引いたからね。でもね、結局それは、西ローマ諸国、何も反省してないよね、あいつら。いや、そうですよ。だから西ローマ諸国の、植民地主義が中東の中にくさびを打っておく状態を作っておくための、先兵としてイスラエルを使ったらそうなったってだけです。いや、実際エージェントが欲しかったんです。いや、それはそうです。中東の中にちょうどいい位置にね、我々の手先が欲しい、手駒が欲しかったんです。うん、で、だから手駒が暴走して、今手を焼いてるって、お前ら自業自得だって話です、ね。いやいや、本当にそうですよ。でそれはあいつは本当に自業自得ですよ。だからね、本当にね、なんであいつらは、まあ、それがね、あいつらはね、マシンが街中でぶっ放されたりして大変ですけどね、ただね、あれでしょ、イスラエルの支持集会をガンガンやって、フランスでムゼールなんていうのさ、極右までさ、タイプ、その、イスラエル集会に出てきてさ、で、パレスチナ集会は全部禁止してんでしょ、あいつは何なんだと。で、それであれでしょ、BBC がさ、テロリストってね、ハマスのこと呼ばないっつったらさ、イギリスの議会がさ、ふざけんなって怒ってさ、いや、お前らはそんなことしてる暇があったら、今すぐね、ガザに行って土下座してこいって話なんですけどね、はい。まあ、だからでも誤ったところで現在の状況を解決できる人たちっていうのはまあ僕はいないと思うので、まあスナックに処罰してもしょうがないかもしれないんだが、インド系のね、超エリートとは、超エリートとはいえ、いや別にその首相になったからにはもうやっぱり首相になったからには、とはいえもちろん首相になったからには背負ってもらわないと思いますよ。はい、まあ、いや、そのスナフ首相さんは、まあ別にインド系とはいえ、インド系だろうと、まあもちろんインド系だろうと、グレートブリテン及び北アイルランドの、まあ帝国、まあ王国の。インド系とはいえ、腐れぶりかすのですね、トップに立ったからにはですね、望んで立ったからには背負ってもらわなきゃいけない。もう同じことですね。そうです。はい。で、いや、だから、その話は、実はちょっとその、これも関係あるんですけど、スナフさんをインド系に数えるか、イギリス系に数える、まあ、イングランドに数えるかで言うと、僕はもうイングランドでいいと思ってますよ、っていう話です。イングランド植民地主義者の一人ですよ。いや、だから別にそれはそうなんだよ。はい、まあ、だからそんな、はい、そういう議論はそれはいくらでもある。だからオバマ は本当のアフリカンかみたいな議論さえある。まあ、そりゃそうなんですけど。まあ、いや、その話は本当にそうです。で、とりあえずそれは置いておいて、だけど、まあ、本当であれば僕らが考えなきゃいけないのは、まあ、その、ヨーロッパ諸国と、それからまあ、アメリカとか、もしくはそれに乗った日本みたいな国々がですね、まあ、結局、ヨーロッパ人の都合で、まあ、中東をどういうふうに制圧をしておくかみたいな知見の話にがっつり乗っちゃってるわけじゃないですか。でも、この先ね、まあ、ヨーロッパ人は、まあ、だんだんポシャっていくわけですよ。で、まあ、日本も含めて、ちょっとその力はだんだん衰えていってる最中ではあるんだけれども、で、そこに最初から乗ってなかったアジア系の諸国の方が、ポテンシャルが高くなってしまったりとかしたときに、イスラエルがなくなる可能性だって今後全然あるわけなんですよ。でもだからってね、はい、まあ、中ロ主導の国際秩序がいいとは俺は思わない。あ、いや、だからね、その話は本当にしたくて。ただし、西側の欺瞞性ってものをさ、それこそ中ロが西側の欺瞞性っていうときにさ、まあ、こればっかりは言われたら、グーの音が出ないやつがイスラエル問題なんだよね。あのね、まあ、僕はファシズムなんで、本来は。まあ、なので、世界第三国で、まあ、その、三つどもえでやってた方がいろいろマシだったんじゃないかと思わなくもないんですが、そのシステム論はちょっと一旦置いておいて、おいてですよ。で、一応イスラエルとかの主体で考えたときにですね、我々は、ここに、まあ、宣伝王国を作るぞっていうふうにやってるわけじゃないですか。だけど、今現在だったら、多分ね、あと50年持たないですよ。で、それは、本当はイスラエル人が自分自身の意見として考えなければいけない話なんですよ。で、それで、なんで、我々が、ここに、まあ、その、居続けなければいけないかっていうことを考えたら、まあ、それはもう信仰の問題なんで、絶対外せないっていう話なんであればですね、じゃあ、信仰の問題じゃないよ。いや、僕は信仰の問題でいいと思ってますが、基本的には彼らは、なんとかあそこに利権をこれからも先に詰め込んでいって、で、さらに発展しないといけないので、まあ、近隣の諸国と何をどういうふうに仲良くしていくのかの話の戦略を考えないといけない話だと思います。基本的にイスラエルの建国過程において、はいはい、ヨーロッパ諸国の責任、ヨーロッパ諸国というか、
イギリス、フランス、ドイツのね、責任は極めて大きいんだけれども、そうですね。てか大きいところじゃないんだけど、あいつは先般なんだけど、はっきり言って。ただ、はい、その上で言えば、ただね、ただ、あの時の建国動機についてね、はい、まあ日本みたいな国のね、人間たちがなかなか何とも言えないって問題はある。ただ、だからといって、ああいうやり方はよろしくないし、そうですね、少なくとも第二次中東戦争以降のこの50年間について言えば、論外ですよ、イスラエルがやってきたことは。ってのは僕はだから、それを一貫している。ただ、ただ、基本的に言うと、口を挟むと、イスラエル人に関して言うと、まあ、シオニストで、あそこに場所を設けるしかなくて、そしてそこに国民国家を作るしかなかったら、ああ、なりますよ。で、それ仕方がないよ。俺なんかさ、くだらない床屋制なんて言うとね、はい、だからドイツが半分分けて、ドイツにね、はいはいはい、ドイツが半分ね、はい、譲ってやればよかったんだよ。責任取って。あただ、まあまあまあはい、ただそれはできなかったんだな。当然、東西で、はい西とあね、西と東で分割したんで、ドイツは。うん、ドイツは西と東で分割したんで、うん、本当は責任取ってドイツの領土の半分くらいくれてやりゃよかったんです。でも、でもね、でも半分分割、ね、でもアメリカと、ソビエトと、スターリンとトルーマンの思惑ではそんなことには、そんなわけにはいかないのと、で、あいつらもね、あんなとこ住みたくないよね。ユダヤ系の人々もさ、あんなとこ住みたくないじゃん、周り殺し屋しかいないようなところに住みたくないじゃない。いや、でもね、それはちょっと違って、じゃあ、シオニストにとって現在のあり方が本当に良かったのかっていうと、まあ、彼ら自身が正常な判断ができると考えても、中東が、まあ、いいっていうふうに言ってるんであれば、それはちょっと本当はおかしかったと僕は思ってますよ。まあ、それは一旦置いておいてですね。まあ、合理性からかね、普通の意味でね。じゃあ、そこで日本人の話で言うと、フグ契約核はご存知ありますよね。何の話だっけそれって、覚えてるけど、なんだっけユダヤ系となんだっけあれ。あ、だから、まあ、その満州帝国を作ろうとした時に、国際流動層の中でも、まあ、一応資本を持ってるのはやっぱりユダヤ人になるので、まあ、シオニストではないけれどもユダヤ人の中で、まあ、ちょっとどこかで千年国を作りたいなって言ってる人たちに、じゃあ分かった、満州の東側の土地をちょっと、あ、シオニスト誘致運動ね。いや、シオニストじゃないです。だから、シオニズムはシオンの丘を目指しているので、シオニズムは呼べないんですけど。それはまあ、厳密に言うとそうだ。はい、あんまりそうだ。それは厳密に言うとそうだけど。はい、ただ、要するに、うん、要するに、ユダヤ人の国を作りたいという人々の余地だよね。そうそう。だからな、ナチスにとってのマダガスカル計画みたいな話ですよ。で、まあ、それは置いといて、でもまあ、要は日本人も当事者なんですけども、とりあえず僕が言いたいのが、一応言うと当事者ではあるよ、数字国形成しちゃうんだから。あ、いや、そうなんですか。まあ、で、そうなんですけど、まあ、そこから、まあ、第二次世界大戦以降は、まあ、跳ねのけられてはしまうんですけど、まあ、でも、まあ、そこから一応言えるのは、ユダヤ人がイスラエルにこだわりたかったんであれば、ちょっとあと1000年続くような国を作らないといけない。でも、それには、ちょっとどうやら今安定性が足りてなさすぎるんじゃないかっていう話は今できると思いますし、今まさに自分たちが起こすようなあり方によって、この先ガザ地区をもう完全に、まあ、ユダヤ人たちによって占拠するような事態が生じるんであれば、あと50年以内には、1000年とかじゃないですよ、50年以内にはもう一回分離する羽目になりますよ。我々はね、さすがにさ、核は使わないと思ってんだよね、はい、あそこに。なんでかつと、あのね、なんでかつと、なんでかつと、はい、要するにさ、はい、入植しなきゃいけないからさ、はい、ちょっとね、住めない土地にするわけにもいかないじゃないってことで、で、逆に言うと、他の動機では、打たない理由がないぐらいに思ってますね、俺は。今のネタニヤフイスラエルは、はい。そうなんですけど、でもあとね、20年以内にアラブ人の方が強くなって、で、みんな難民たちの子孫ですみたいな感じになったら、多分ね、あそこに核をいっぱいぶっ込んだりとかしますよ。そういう状態ですよ、今現在。で、それで、じゃあどうなるのかというと、本当であれば和平が必要だったねの話にもっとなるはずだと僕は思ってますよ。で、それを言えるのは、まあちょっと当事者意識がもうもはやない日本とかですよ。いや、だから基本的に、あんまりさ、こういう言い方をね、日本人として言いたくはないけれど、基本的に中東について、日本はある意味ではキーマンではあるんですよ。キーパーソンではあるんですよ。関係ないですから、ね、それはね、基本的に欧米が、まあ、とりわけヨーロッパだね。ヨーロッパがやったさ、中東分割政策について言えば、日本は、そこには直接的にコミットしていないし、うん、で、あれですよ、まあ、東アジアについてはあるんだけれど、はい、そっち、東アジアには大いに責任があるんだけれど、中東についてはないし、というところの中でさ、まああれですよね。だから日本は結局そういう中ではキリスト教国でもないというところの中で、はい、あとまあちょっと言われるのはあれだよね。なんか要するに米帝にね、神風特攻とかやった日本すげえなんて話もあったりしたりする中で、うん、してたような中で、はい、さらに僕はこれについて言えば、日本赤軍の人々というのは、ご本人たちがそんなにいいと思っていたかは別にしてだね、はいはい。あれはやっぱり日本人の評価を高らしめたと思うんですよ。本人たちは日本人の評価を高めるためにはなんか全くやってないんだけど。あ、その話すごい重要だと思うんで。いやだからエコノミックアニマル
るの。からも話だからエコノミックアニマルな日本人の中でね、うん、こんな風にね、あの、安納を捨ててさ、まあもちろんドイツにもそういう人々はいたわけだけれど。いやいや、違います。あの、旧枢軸国の、あの、赤軍の過激派は、全部、あの、アメリカとか、もしくは、イギリスから抜け出そうとする軍事組織を作って、で、そこから抜け出そうとするっていう話になって、で、しかもそれが中東とかと結びつくんですよ。で、まあ、これ、非同盟諸国とか、まあ、あるいはまあ、その、結局、連合国の方に乗れなかった人たちにとっては、すごい重要な話なんじゃないかなと僕は思ってますよ。ね、結局、その、米、あのね、アメリカのポチと、ある意味でアメリカのポチでもあった日本がですね、うん、要するに米帝粉砕ってことで、はい、それで中東、いわゆる第三世界であるところの中東のパレスチナの解放のためにさ、銃を取りにね、うん、あの、自らのさ、安穏を捨ててさ、はい、あの、はい、あれですよ、日本に捕まったら、まあ、無期懲役確定みたいなことで、それで中で、うん、あの、重信さんはそういう意味では幸いであったけれども、そういうところの中で、あれですよ、そういうふうにね、やるような日本人がさ、まあ、これいたんだっていうのはね、もちろんあの人たちは日本人の評判を上げるためにね、やってたわけでは全くないけれども、ただそういうのはあった。で、というようなところの中で言えば、日本はいわゆる中東社会の中で好意的に受け入れられていたというところがあり、で、それを、だからぶっ壊したのがイラク戦争だっていう議論があるわけですよね。イラク戦争の時に、小泉がアメリカに、あの、まあもう、アメリカに全面的に一致してしまったので、ということでね、あのね、日本がね、中東諸国で築き上げてきた評判どうしてくるこの野郎って問題はあったんだけれども。あ、いい話ですね。で、ただ、というようなところの中で、はい、だから、ただ日本はね、これについて言えば別に、これで、こうして、なんか、数字とかを一旦振ってみてもらった方が多分分かりやすいかもしれないですね。あ、今度こそ上がったから。あ、これ上がったと思う。一回これ見てみましょう。はい、分かった。あ、今度こそ上がったと思う。ごめんね。ごめん、みちゃさん見てて。まあ、あるんでしょうね、たぶん。あ、今上がった。上がった、ああ、明るいのツイッターが上がった。ああ、よかった。ああ、すいません、ちょっとなんかいろいろ、あの、関係があって、要するにほら、あの、あれですよ、あの、ツイキャス追ってる人だと上がったらまた見るんだけど、ツイッターで追ってる人はほら、ツイッターで上がらないと見ない、見る機会がってことになっちゃうんで、で、なんだけど、何をどこまで。23秒前とかの。ああ、何をどこまで話したか、思い出した。だから、ただ、そうだ、思い出した。それで言うと、あれですね、あ、すいません、再開しております。でですね、あの、何でしたっけね。いや、だからそれで言うとね、あの、日本のさ、あの、日本のすごいというわけではないが、ただ基本的にイスラエル問題について言えば、日本は、こう、政府は公式見解をずっと堅持しており、その政府の公式見解というものは、アメリカとは一致してないんですよ、これは。俺の記憶から正しければ、基本的にオスロ合意の線、あるいは、その、第三次中東戦争の以前の線かな、というようなところの中で、やはりちょっと基本的にはあのイスラエルは、ね、あの現状おかしいので引くべきだというところで、あとは両国の両方の双方の和平を求めるという形で、一応今回の岸田もその見解の線に乗った形でやっている。だから、いつだっけこれ、菅の時だっけ、安倍の時だっけ、忘れたよ。どっかの外部、なんか外務副大臣みたいな自民党のアホがさ、誰に何を吹き込まれたのか知らんけどさ、イスラエル断固支持みたいなことをさ、ツイートなんか言っちゃって、あ、怪しいね、そうそう、言っちゃって、それで、あの、しかもさ、こういう時目ざといからさ、すぐにイスラエルはさ、高官がさ、ありがとうみたいな感じでリツイートとかしちゃって、そいつの発言をさ、ありがとうみたいな、現地ショッターみたいな、現地ショッターみたいな感じでリツイートしちゃって、さすがにね、あの、自民党内でもふざけんなコラーってなって、そいつクビになったはずなんですけど、厳重注意がクビ官になったんだけど、つまり、すごいわかりました。つまり、基本的に、めちゃめちゃ賢いですね。日本の政府は、基本的に、ここは簡単で、日本は日本の独自の立場がある中で、中東政策に切ったアメリカのようには、まあ、やりませんと。あの、イラク戦争もあれはちょっとあいつがあの、まあ、おおむねブッシュが悪いんだけど、あの、ブッシュネオコンの連中が悪いんだが、ブッシュネオコンに、まあ、付き合わざるを得なかったというあれはバグなんで、みたいな方、あの、処理をしていて、あの、というところの中で言えば、基本的に日本政府はそういう意味で言えばキーパーソンだけで、だから一応さ、安倍ちゃんの時とかさ、別にあっても特に何もなかったんだが、ハメネーが会ってくれたわけでしょ？あの、イランの最高指導者の。あの、基本的に西側の連中とまず会わないさ、西側の連中とはまず面会すらしないさ、イランの最高指導者ハメネーが、一応、安倍ちゃんが仲介するの何の言うてさ、あの、当時トランプだよ。トランプ案件で仲介する言うて、会いに行って、まあ、実際にはっきり言って役に立たなかったんだけど、とはいえ、会ってくれただけ、実はね、あの、すごいんですよ。いや、でもね、それで言うと、鳩山さんとかがちゃんと繋いでたりとかするので偉いんですよ。まあ、鳩山のね、コネクション問題って、あれはあれで微妙なんだが、思います。ただね、ただまあ、もっと言うと、だから、というところの中で、日本政府はもっとキーパーソンとしてきっちりね、即時避難決議を出すとか、即時避難声明を上げるとかですね、イスラエルについて。イスラエルってもうちょっと強気で言っていいんじゃない？日本はっていうのは僕は正直ある。ただ、結局ここでアメリカのポチ問題になるのかは難しいんだけれど、独自路線は出すけれど、それはやっぱりある意味で穏当な線で、このような非常時に置かれては、アメリカの意向とね、あの、一致しない形での、あれはやれないというような、まあ、その場もあるんじゃないか。まあ、もっと言うと、結局、
最終的に当事国でないってことはあんまりさ、何がどんだけドンパチが起きてもそんなに被害がないんだよね。っていう、だから関わらないがきちって問題があるわけよ。いや、あのね、合議主が、合議的に言うと。それも問題で、まあ、いや人道的には問題ですよ。人道的には問題ですよ。まあ、先生、トイレペーパーの切り具合ですから、ね。人道的な話を、ちょっと一旦置いておいて、あそこはやっぱり物流とかですの、物流とか経済の拠点なんですよ。で、まあ、あそこってどこ？まあ、やっぱり、イスラエル地境ですよね。はい。まあ、スエズ運河以降、糸を、まあ、ヨルダン川ぐらいまでは、基本的には、まあ、ユーラシア大陸や、まあ、ヨーロッパ大陸やアフリカ大陸をどう繋ぐかみたいな話で、要になってくる場所なわけじゃないですか。はい。で、そこはね、やっぱり見過ごしてはいけないし、しかも、そこで生まれる中東の石油に、日本はまだまだ乗っかってるんです。いや、日本は依存せざるを得ないよって。あと30年ぐらい乗っかるんですね。もっと言えば、そこでやっぱり一番依存してるのは、やっぱり確か俺の理解が正しければサウジじゃないの。あ、その話もそうなんですけど。その意味で言うと、結局サウジってのはあくまでさ、やっぱりアメリカと、まあ、ただ今回の件について言えば、さすがにイスラエル非難して、うんまあ、イスラエルとの国交正常化ポシャったんだけど、ただ、で言うとこのイラン高笑い止まらないと思いますけれど、その上で言うならば、あれだよね。まあ、そういうところで言うと、まあやっぱりとはいえってところの中で、なかなかさ、どう出るか複雑。ただ、実はね、ちょっと思うのは、あれなんですよ。実はほら、せっかくだから、ほら、これは、木の実さんも OK なら、今日、まあ、ふと来てくれてるんですね。ハインリヒさんとか、ミチャさんとかおられるので、映ってないですよ。よかったら、ちょっと、聞いて、なんか多分、いかもあると思うんで、聞いてみてもいいですか？聞いてみてもいいですか？で、しかも僕はトイレに行ってまいりです。話聞いてみてください。聞こえてるから。イカゴンって言ったら別にそんなに、僕イスラエルについての知識っていうと薄木の洋さんの新書でしかないよね。まあ、とりあえず、まあ今ちょっと話を聞こうになっちゃったので、はい、まあ話がいくと思います。はい。はい、いやまあだからまあどういう、どこまでお話されたのかわかんないですけど、まあなんか僕の浅い理解で言うならば、なんか、だから結局なんか今、なんか反ユダヤ主義とまで言わないですけど、まあまあ反イスラエルが転じてなんか反ユダヤ人、ユダヤ主義っぽくなってくると、うん危ういとは思うんですけど、ただこれ忘れちゃいけない、ユダヤ人イコールシオニストではないという、うん、当然な、まあ当然といえば当然の話なんですけど。そうですね。うん、ちょっと一応それもさっき話は出たんですけど、もうちょっと続けてください、ね。あ、そうですか。じゃあ、つまりあれですか、萩さん、はい、いいユダヤ人と悪いユダヤ人がいるって話ですか。いや、そういう話じゃないですけど、いや例えば、じゃあさっきどこまで話したかちょっと僕は分からないんですけど、ちょっと独自の意見で。まあ、例えば、はい、なんかとりあえず、サムライ北外交とかの歴史をおさらいした。はい、まあ、そこはまあ、大丈夫だと思うんですけど。だ例えば、フィンケルスタインっていう、なんかアメリカ在住のユダヤ系アメリカ人がいるわけですけど、彼は、まあ、反シオニズム、てか反、まあ、反ユダヤ主義のユダヤ人って言ってたんだっけな。まあ、彼は、こういうこと言うわけで、まあ、どういう、フィンケルスタインってどういう人かっていうと、ホロコーストについて、イスラエルがいろいろな、あれはホロコースト産業だ、ホロコーストビジネスだって言って、だからそれを批判するわけですよ。反シオニストのユダヤ人として、うん、だそういう人もいるし、何よりもだって特にいわゆるロシアそれこそ東大の鶴見太郎さんなんか最近なんかなんかシンポジウムかなんかやるみたいですけど、彼なんかも彼のなんかロシアシオニズムの想像力の中でこうやって語るわけですよね。要はシオニズムっていうのはあれは目的じゃない手段として使ってる人たちもいるんだっていう、ね、手段としてのシオニズムだからまさにというかネタニヤフも本当に信じてるかわからんよ。はい、でもね、僕らは本気で信じちゃったのかな、ネタニヤフは本気で信じちゃったか分からない。ネタニヤフは、確かに手段視している人たちだと、に含まれるべきでなんですけども、それは何故かというと、現在のその政治情勢に関わっている人たちは絶対手段として使わないといけないけど、でも彼らはやっぱり信じてると思いますよ。うん、はい。で、一旦置いときます。ああ、はい。だから、例えば、これ分かりやすく言うと、例えばロシアユダヤ人たちが、やっぱロシア国内の松戸湾の民的な感じの扱いを受けるためには。ちなみに、このアカウントでちょっとハイニヒさんのそのなんかなんていうこうちょっと見識とかを一応リツイートとかしておきたいんですけどいいですか？あとでちょっとしますね。リツイートってまだと俺ハイニヒさんがツイッターやってるかもしれないんだ。あそうなんだ。あそうか。まあやってるかもしれないから多分絶対鍵開かなと思うしみたいな。明かりと相互フォローないと思うしみたいな。じゃあやめましょう。わかりました。はい。じゃあ特にこの問題について別にツイッター書いてないし、まあだから要はその手段としてのシオニズムっていうのが特にロシアユダヤ人の場合もっと露骨で要はロシア国内の松尾の民としての扱いを受けないで僕たちはイスラエル国家っていうものを持ってますと、うん、っていう扱い僕たちはイスラエルっていう国があってその上でロシアに住んでるんです、うん、そういうとただのなんかよくわかんないいるやつらっていうのとはこいつらイスラエルから来てる人たちなのかだいぶそれで扱いが変わってくるわけですよね。いやこれはリアリズムなんだよね。それは差別に対するリアリズムで、はい、
実際それはあるわけじゃない。その、世界中に散らばってるけど、イスラエルに帰属意識を持ち、国籍も持っていて、で、まあ、モサドなんかのさ、宣伝、情報戦的宣伝によれば、そういう連中が銃を取りにさ、わざわざ戻ってくるわけじゃん。ウクライナみたいに男子出国禁止とかですね、ぬるいこと、とかやらずともですね、戻ってくるね。銃を取りに、祖国のために銃を取りに戻ってくるですね。世界に散らばるユダヤの民がいるというような、まあ、モサの宣伝になるわけで、まあ、実際でも言うでしょう、それやってるのはあるけどね。ただ、あれ、だって現にさ、そういうことで言うなら、ほら、じゃあ、だって300人逮捕されたんでしょ？アメリカ議会に座り込みした、ユダヤ系の人々。もちろん、イスラエルの、あれに虐殺に反対で、アメリカ議会で300人が座り込みして、いや、乱入とか言うからさ、またバッファローマン的な何かかと思ったら、もう当たり前でバッファローマンとは違うので、平和的な人々なので、座り、同じ、お揃いの T シャツって言い方語弊があるが、スローガンの書かれた T シャツ着て、座り込みして300人検挙。まあ、あっちの300人検挙っては、まあ、言うてね、暴力したわけじゃないし、まあ、2泊3日ぐらいだと思うけれど、ただ、あれだね、まあ、そういう人々もすごいし、だってドイツでさ、ドイツの路上でさ、ね、ユダヤ系のイスラエル人、要するに、イスラエル国籍を持ってるユダヤ系でドイツも在住してんのかな。それが、プラカード持って行進したらお前に引っ張られてですね。やっぱりドイツはね、ユダヤ人ダンスするよね、みたいなね。そういうね。皮肉な話だな、本当に。そういうことは今、まあ、生じているんだけど。でも、それはやっぱり皮肉な話として捉えるべきですよね。まあ、本質じゃないと思いますよ。まあ、哲学的には、結局植民地側に立つのかよ、みたいな話でいいとは思いますけど。この場合はどれが、ドイツが、やっぱり今回はイスラエル人の方がやっぱり植民地側なので、まあそこにやっぱりまあ立って何かを植民地側、植民地支配側でしょ。そうです、はい、うん、まあそこに立って物を言うというか、それで、ごめんなさい、そこに立って別に自国の政策を批判するのはいいんじゃない、うん、体を張って批判するのは別に僕は悪いこっちゃ。だって別に、まあ、それは別にロシアだってさ、ウクライナ侵略を反対したさ、ロシア人が赤の広場でプラカード持ってたったら制裁されるとかいっぱいあったわけじゃないですか、うん、で、中国だと白紙革命なわけでさ、うん、っていうのはあるんだけれど、はい、っていうところで言って、みちゃさんのところはどう思われるんですか、せっかくだから。僕は なんか全然よく分かってないんですけど、うん、やっぱ国とそれぞれ国民っていうのは基本的に国というか、まあ国という塊になってしまうと、どうしてもね、人はそこにアイデンティティを委ねてしまう、うん、そこでどうしても、まあ、日本でもよくあることでもあります。まあ、いつかなんかもうとりあえずその委ねているのが国家であったり宗教であったり、あとまあそれが混ざって例えば選挙制度とか混ざったりすると、選挙は当然宗教が混ざってて、それもナショナリズムも混ざってて、なんかそういうものを混ぜていくと、どうしてもここに帰結しちゃうなって話になっちゃうような気はしてるんですよね。だから結局ユダヤ人の例えばシオニストがといっても、やっぱシオニストは必然として現れてしまうしっていうところで、じゃあなんか本来的であれば、まあ本当にその紛争に紛争になるきっかけを作った、まあ、なんていうのかな、いわゆる当事者国、まあ、日本も一応含まれるのかもしれない。まあ、日本も一応ドイツの政治家だったんですね。うん、だから、当事者国が一応考えないといけないことだが、どうしても、僕はね、ちょっと、別に、イスラエルの立場を全然肯定しないし、あれは最悪だとは思うんだけど、でも、ユダヤ人の感じは、帰結しちゃうよなっていう感じはちょっとしているんだ。というかね、基本的にね、あれなのよ、うん、まあ、いや、多分ね、トラウマ呼び起こされてんだと思うんだよね。うん、まあ、だから、まあ、当然、イスラエルの高官どもは、まあ、逆ギレ三昧なんだけどさ、いや、お前らまずさ、侵入許したことにさ、自己批判して切腹しろよとか思うんだけど、はいはい、まあ、現にネタニヤフ退陣の出て、ネタニヤフそれを押し切るためにさ、はい、戦時内閣だってことでさ、緊急事態宣言ね、緊急中止条項を発動してさ、今好き放題やる予定なんだけど、とはいえだね、やっぱりさ、あれなんだよ、やっぱりさ、まあ、やっぱなんか、そのネタニヤフ後回りが言うわけでしょ、結局、ユダヤ人がこれだけね、千何百人ね、大群にね、ユダヤ人であるというだけで殺されたというのは、ホロコースト以来であるとね、まあ、演説するわけですよ。で、まあ、いや、ネタニヤフについてはお前さ、とか思うんだけど、当然思うんだけれど、ただ、あれですね、まあ、多分ね、やっぱね、ほら、集合的な記憶というものが、あそこの国では当然語り継がれているわけであって、
そういう中でやっぱりトラウマが、だって日本だってバービーハイマーであれだけ来てる人々いるんだからさ、バービーハイマーのごときネットミームであれだけ来てる人間がいるんだから、もっと言うと日本だってね、本当に人のこと言えなくてだね。あんまりまあ特定のどこの国と申しませんが、どこぞのさ、日本が仮想敵としてるような国の、まあね、ゲリラ部隊なんていうものがさ、日本に上陸して、千何百人についてあんなことになったら、日本国内の世論がどんなことになるか想像つくんですね、私なんとさ。っていうようなことで言うと別に、で、もちろん911直後のアメリカだって言ったようなもんでした。というようなところで言うならば、まあ本当にそういうのはある。ただ、っていう時には、日本がバービンハイマーであれだけあんな風になるように、まあやっぱ集合的な記憶みたいなものが本当に、呼び覚まされてしまっているんだろうなということはあるんだけれど、ただやっぱり僕なんかは911のアメリカに行ってお前ら自己批判しろやと思うのと一緒でさ、うん、いや、切れるの分かるが自己批判しろやというのと一緒で、基本的に、あ、ちなみにね、アルカイダとか俺論外だと思うけど、それでもね、自己批判しろやと思うのと一緒で、その上で言えば、まあやっぱりね、自己批判はあって叱るべきで、やっぱりさ、全員がそうとは言わないが、イスラエルにおけるさ、和平派ってのもいますよ。もともともう今全然力弱いけど。もう政治的なネタニヤフ的な人たちがやっぱり仕返し切っちゃってるところがある中でも和平派はいるし、そもそもでもネタニヤフのあの司法改革って改悪なんだけど、あれについては数万人のデモがあった。ただその中で、あれだよね。ただある種の和平派の人々ってのは、はっきり言って壁の向こうで見えない中でなんかやっててくれればいいやってさ、世界観になっちゃってる人たちも多いので。ちょっと待ってください。その話すごい僕はそう思ってはいるんですけども、じゃあ、例えばですね、中国が一帯一路をやらないといけないんであれば、やっぱりアジアとそれからアフリカをつながなければいけないので、まあ、そのパレスチナ問題あるいはイスラエル問題もどうにかして解決の処方箋を渡さないといけないインド役にはなるはずなんですよ。で、日本国政府の役割ってこと？あ、で、そうそうそう。まあ本当はそうなんですけど、まあでもまあ中国だったら何ができると思います？本県？そうです。本県中国？はい。何もできないよ。ああ、そう思いますか。まあ、僕はいろいろできると思ってます。いや、本県中国は、別にだから、基本的に言うと、僕は本件についての中路というのは、まずお前が言うのは当然あるし、やっぱあれでしょ？武力による現状の変更は許されないってキリって感じで言う、まあ、プーチンさんも王毅さんも言ってらっしゃるんだけど、まあ、全世界からお前が言うなって突っ込んでるんですけど、やはり侵略は許されないって言ってますけれど、民間人の被害はね、避けなければいけないとかね、もう全世界がお前が言うなって突っ込むんだけど、ただ、まあ、ロシアはもうちょっとね、具体的にいろいろあれしてる。中国だって中東関係手突っ込んでますよ、アフリカのみだろう。ただ、っていうところで言うと、じゃあ具体的に仲介できるコネクションだなんだ、うんぬんかんぬんで言うならば、別に基本的にまあ、ほとんどないし、そもそもその気もないんだよね。はっきり言えば、まあ、結局西側の二枚舌問題っていうのをさ、これを契機に叩ければいいので、あの人たちは。で、もって言えばロシアなんかはさ、これでね、西側諸国がさ、あれですよ、イスラエル、パレスチナの方に逆らえて、ウクライナへの中国が、薄まるんだったらその方がね、なおよしっていう話であるんですよ。そうなんですけど、仮にそうであれば、じゃあ中国がもし西ローマにね、接見して、ある意味ではヘゲモニーを奪い取った後で、結局中共にとってイスラエル問題が全然残る状態になってしまうわけなんですよ。全然解決ならないじゃないですか。はい。で、それは結構重要なんです。で、なんでかというと、日本の当事者性みたいな話を今さっき言ってたじゃないですか。で、いや、とか、秋野さんに聞かれたので。はい、ですね、まあ、戦前に関しては、まあ、その数字国になるかならないか。具体的に何かできるかってできないと思うよ、今の日本政府は。いや、アメリカとの関係の中で。まあ、そうなんですけど、じゃあ分かりました。じゃあそれは分かったんですけども、じゃあ理念的には本当はどうしていったらいいのかの話は、ちゃんと話さないといけないですよね。具体的にどうしたらいいと思います？理念的と具体的は全然違うじゃない。具体的は、いや、そうなんですよ。で、僕は基本的に、一番分かりやすいのは、数字国がそのまま続いていればどうなるかの話とかですよね。あるいは、まあ、アメリカとか、まあ、イギリスとかよりも、もう日本が自由民主主義の、機種ですよというふうになったときに、じゃ日本の場合は、あそこに何を処方箋に与えられますかの話なんですよね。で、その日本が自由民主主義の機種であるとして、あそこで存在感を発揮できるのは、はい、中東地域についてほぼ責任当事国でないからですか？違います。責任当事国になったら何をするかの話が当事国。いやいや、つまり過去の責任当事国としての負債がないからですか？はい、そうです。ないからですか？そうです。はい。いや、基本的に、これで言うなら、僕は基本的にアメリカ、いや、別にそれはいいんですよ。その前提に立つのは別にいいと思うんだけど、その上で言うと、僕は基本的にアメリカ民主党的だって相川さんおっしゃるかもしれないけれども、
僕は基本的に言うと、まあ、この間も言ったようにですね、僕は多文化主義じゃなくて文化多元主義なので、結論から言うと、やはり近代の達成である諸権利というようなものというのは、人権であり、政治の自由であり、言論の自由や表現の自由であり、まあ、はっきり言って男女間の平等であり、そういったものというものは、僕は基本的にですね、結集教、結集会結社の自由というものが、そういったものというのは、僕は基本的に大変重要な価値観であると思っているので、っていうようなところでね、僕は基本的にそのグローバルサウスがね、これから覇権を作っていくっていうようなところの中で、そういった近代の達成である諸権利っていうものが、まあ結局のところね、はっきり言っちゃえば、凋落していくのであるみたいな世界観というものは、ある種のね、確かにリアリスティックな分析としてそういう可能性があるかもしれないということはあるんだけれど、それは僕は基本的に僕自身の価値観とはね、そぐわないんですよ。一言で言っちゃえば。いくらインドが世界の覇権を握っていると言って、お前らはカースト制やめろやとは思うわけ。どうなるんですか？どうなるかっていうと、はい、いや別に、だから、その、基本的に、価値観外交なんていうのはさ、日本ではさ、麻生太郎あたりが言ったりするもんだからさ、はい、結局アメリカポチの言い換えですよねって話になっちゃうんだけど、僕は基本的に言えば、やっぱりそのね、価値観、一言で言うと、自由民主主義体制というものは重要だと考えるんですよ。というような時に、そういう時に結局、まあ、はっきり言って中東社会だってそうだし、イスラエルだって、国内ではまあまあそうだけど、国外に対してあんなことやってるという状況の中でね、そういうところの中でどのような介入かっていう時に、結局、それはどういう話、水準の話なのかってことなんですよ。リアリスティックな分析なのか、それとも、もうちょっと、まあ僕は普遍的だと思うが、普遍価値、普遍価値と、普遍価値というものを、中東に、普遍価値というものを中東主義国家になったとしたら何ができますか？何が？あ、だから日本がアメリカや中共を上回るような覇権主義国家になったとしたら、坂本さんは政府官僚としては何をしますか？でもそれしか聞いてないですよ。それはそんなにこだわる？はい。いや、だって、それしか話せないですもん。なんで？ヘゲモニーがあるからです。我々が今ここで話をしたところで無駄なんであれば、まあ別に話す意味はないんですが、我々は何を目標にして話をするかで、いや、無駄ではないでしょ。いや、それがね、無駄ではないって、だって、秋森さんも言ったじゃん、おとといさ、まだおととい、3日前か、3日前にさ、こういう話がね、できることが大事なんだって言ったじゃん。ね、それが力になればですよ。で、今ここで話をしているレイヤーは、我々が実質的な主権をもし行使できれば、あるいは暴力を行使できれば何ができるかの話で、理念的な話を一回考えないでこうなってるんですよ。だから何ができるかの話は、我々が中共やもしくはアメリカに代わって覇権主義国家をやってる時に、坂本さんが政府の高官としてはどういう政策を実際に打ち出すかの話なんです。だったら俺オバマに実は意見近い、はい、なるほど。ちょっと言ってみてください。え、やっぱり基本的に、まあ、事実上の独裁体制であったり、権威主義体制であったりするような、第三世界諸国について、はい、それはアメリカにも責任が大いにあるかもしれないけれども、ただそれについてはやっぱり基本的に、民主化が推し進められて叱るべきであるが、うんうん、とはいえ、ブッシュがやってイラク戦争みたいなネオコンみたいな論外であり、っていうようなところの中で、でもね、とはいえ現実の彼らのね、政治体制の中で、要するに、現実に既得権者が握っていて、その既得権者が独裁者だったりするような状況の中で、あるいは王室のね、王族の長だったりするような中で、どうやっていくかっていうのは、まあ、なかなか頭痛いよね。っていう話になるじゃないですか。ごめんなさい。ちょっと分からなかったのは、じゃあ、イスラエルにとっては。あと、ネタリアフ・パラシス・ジネってね。じゃあ、イスラエルにとっては、まあ、ある意味では、まあ、ユダヤ教のその民主主義化には成功してるわけじゃないですか。で、だけど、じゃあ、ユダヤ教の民主主義化。そうですよ。で、パレスチナが結局、ハマスとかムスリム同胞団とか選んじゃうわけじゃないですか。で、彼らに対してはどういう処方箋で、まあ、彼らに民主主義化を進められるかどうか、あるいは、まあ、現在本当に民主主義じゃないかどうかってどういうんですか。まあ、だから坂本さんが言ってるのは、それは個別具体事例とあんまり関係ない話になっちゃうけど、じゃあ大枠の水準で言うと、いや、簡単に言うと大枠の水準で言うとこういうことじゃない、はい、結局さ、アメリカリズムっていうのはさ、価値観の押し付けだけじゃなくて、要するにグローバル資本主義の奴隷になるお前らってことと、南北問題的な収奪の奴隷になるってこととほぼ似合いコールであったんであって、だから反米になるわけであって、それは別にオバマなんかはさ、あれじゃん、結局、我々の信奉する民主主義体制というものをね、独裁者や王族の頂点ら受け入れないというのが頭痛いね、なんてことを回顧録でのたまうけれども、まあ、オバマはそれだけ本気でそう思ってんだろうけれども、ただ一個だけ言えるのは、向こうから彼らから見える風景は違うんだよ。単なる民主主義の押し付けの問題じゃなくて、その民主主義の押し付けっていうのは、
あの、アメリカのグローバル資本主義のね、アメリカがやはり今なおね、あの、アメリカが今の、あの、主導するね、グローバル資本主義体制の南北問題的なね、搾取構造の前では奴隷として組めだろうってことと、あの、同じ口でね、あの、民主主義って言ってるに過ぎないのであって、それはやっぱり、プーチンロシアが、プーチンロシアが、エリツィン時代の、あの、ロシアに、あの、プーチンがエリツィン時代のロシアについて切れたのも同じことですよ。結局で、だからって言って、プーチンのウクライナ戦争もチェチェンも許されないけどね。じゃあ、ガザ地区がね、あの、民主主義的にムスリム同胞団系の人たちを選んだ結果、ハーマスになっちゃうわけじゃないですか。そうだよ。民主主義的にハマスは選ばれて、はい、うん、それで、それはなぜかって、ファタハがあまりにあんまりだったからですよ。あの、アッバスのファタハがあまりに腐敗三昧で、うん、アッバスが自分の保身しか考えなくて、全く頼りにならなかったんで、うん、ハマスが支持を集めてしまい、だからですね、あの、ファタハのね、うん、あの、アッバスのごときはですね、まあ、80いくつのあいつはですね、あれ、あの、ハマスがね、パレスチナ人の総理だと思わないでほしい。確かに正論だが、お前が言うなんですよ、これはこれで。第四次中東戦争以降、結局、まあ、結局自由民主主義化したパレスチナにとって、まあ、今現在のあり方が一番合ってるわけですね。もちろん現在のパレスチナが通常の意味で自由民主主義化されてるとは誰も思いませんよ。いやいや、僕はね、思ってますよ。あの、やっぱり民主主義が徹底した結果こうなったんじゃないですか？ガザ地区についても？そうです。そう思います。だからそこはね、はい、僕は全然ね、見解が見方が違う。なるほど、なるほど。基本的に、はい、何が違うんでしょうね。いや、だからプーチンロシアが支持されてるのを民主主義だというかって議論なんだよね。はい。けど、はい、民主主義ってものはさ、やっぱりベーシックなね、あの、集会結社の自由、政党政治の自由、表現の自由というようなものがあった上で選挙が行われてっていうのが一つの前提であり、うん、そんな状況下で安倍ちゃんが選ばれ続けるのは頭が痛いし、トランプが選ばれるのも頭が痛いかもしれないけれども、なるほど、はい、ただそういうことの上で言うならば、基本的におざなりに、あのね、簡単に言うと、あの、抑圧的なるね、あの、強権体制の枠組みを残したまんまで、はい、選挙やって、それで、はい、どこが勝ちましたってやったって、別にバースト党の支持率が 99.9% でも、それは民主主義って言わないじゃないって話じゃないですか。不正イラクのバースト党の。じゃあね、抑圧がどういうふうにない方向で、あの、で、ただもう一度言うが、繰り返すが、はい、パレスチナにおいて、通常の意味での民主主義が育たなかったのは、あの人たちの民度が低いからじゃ全くない。それは、基本的にイスラエルを筆頭とする、あるいはそのイスラエルを支援してやまない、揺るぎない支持を与えてやまない、西側諸国の責任ですよ。ガザなんて、あんなね、最悪のゲットの中で、それが数十年続いて、それでハマスみたいなものにしかすがれないね、人々が出てきてしまうのは当たり前ですよ、そんなのは。あ、いや、で、その通りなんですけど、じゃあ、あの、結局でも坂本さんが言うことを集約すると、自由民主主義体制には、まあ、その、暴力に従わずに、まあ、様々なものが選べますよっていうものを力として作っていく必要があるわけなので、ということは、こういうことですよ。国連統治領をパレスチナに設けて、で、その最高調停官としてそこに君臨をしながら、まあ、他のその様々な、まあ、暴力的に意見を押し付けてくれるような人たちを、基本的には制圧をしながら、パレスチナの国民たちに、何を選びたいですかっていうふうに通っていくわけじゃないですか。っていうことはアフガンでやって失敗した前例がありますよねみたいなこと言いたいでしょ。あ、ね、分かる。いや、僕は、ね、分かりますよ。それを攻撃したいわけではないんですよ。いや、攻撃したいわけじゃなくて、でも、いやいや、でも、今おっしゃってるのは、はい、それ無理ですよねっていうのを多分含んだといいですよね。いや、で、それは分かる。違います。あ、違うんだ。それを具体的にどうやりましたの話です。結局、そこの問題にどうしたって全然突き詰めそこになっていくわけよ。要するに、アメリカはアフガンで失敗し、はい、イラクで失敗し、うん、アフガンなんて、結局アフガンは、うん、まあまあ、あれなり、あれはあれなりに頑張ったかもしれないが、アフガンで頑張ってあげくダメだこりゃで撤退して、撤退した結果、うん、ああいうことになったわけですよ。で、それもそれをやってるわけじゃないですか。アフガンに関して言えば。だからアフガンについて言えば、ただ、うん、ただ、911以降なんてのは、あれは、あの、ロシアは、911以降のロシアは、アフガンについては、まあ、はっきり言ってはもうほっといてます。うん。911以降の、まあ、プーチンは基本的にあそこで、ソビエトがアフガンに手を出したのは失敗だったっていう議論なんで、あの、問題意識で、ね。ちょっと僕の問題意識を一旦ちょっと披露しますと、さっきも話をしたんですけども、まあ、この先に、まあ、日本とかアメリカを含めてですよ、まあ、あの、ヨーロッパ諸国が、まあ、権限を握っている、まあ、あるいは権威を握っている、まあ、西ローマ的な文明のあり方が全部崩れると僕は思っていて、それには当然自由民主主義も含まれると思ってるんです。だけど自由民主主義はやっぱり普遍的な価値観の一つであるから、他のいくつかの、あの、政治的な価値観とともに残り続けるとは思ってるんですよ。だからまあ別に日本がそれにかけて価値がないとは僕は全く思ってないんですね。
ただ僕の結論としてはやっぱりそれは選ばないと思ってます。なんでかというと、あの結局あのイスラエル問題解決するには全く無不向きだったなっていう反省が今あるんですよね。今現在あります。何が不向きだった？でそれは多数決で決めても解決しなかったってことですよ。民主主義というのは多数決原理じゃない、はい、いやでもそうですよ。じゃあちょっともうちょっと、はい、話してください。それは橋本徹とかが言う民主主義の話であって、なるほど、あれは違うんですよ。そうじゃなくて、うんうん、民主主義というのは万機公論に決すべしであって、あでその万機公論の万機公論に決した上で、うん、万機公論に決した上で、うん、万機公論に決して決まらなければ、うん、あの多数決をね最終手段として取らざるを得ないという議論であって、で、はいはい、その万機公論が成立する状況をまず設定するということが民主主義なんですよ。なるほど。で万機公論がない状況で多数決だけやって、はい、多数決民主主義って、まあ別に橋本徹は別に橋本徹は当然、そういう意味では抵抗言論を武力で抑圧、あの、暴力で抑圧するなんてことは、白色テロなんてことは橋本徹は一切していないけれど、当然ね。だからもう、あの、そういう意味で言うならば、あれですよ、基本的に万機公論を決するような、万機公論がされる、百花争鳴が生じる、そういう事態というものが設定、あの、前提として設定されないことには、まずその設定の方が民主主義なんですよ。あの、でもそれに関して言えば、ね、っていう時に、あの、まあ、日本なんてのはまだイスラエル大使館の前でワーワーやれてるわけで、それは別にいいわけですよ。これはできない国があるわけ。ナポレオンって民主主義者だったと思います？思いません？どっちですか？民主主義者じゃないでしょ、あれは。あ、なるほど。で、僕はね、民主主義者だったというか、フランス革命の立役者たちは普通の意味での民主主義者じゃ全くないよ。あ、で、それはね、まあまあまあ、ナポレオンはフランス革命の後から出てきた男だけどね。いや、あのね、それは革命の果実を散奪したのがナポレオンで、そのナポレオンの果実をさらに散奪したのが三世でっていう、まあ、経過ですけど。間違ってはいないけど、でも、やっぱりね、ナポレオンとか、あるいはジャコボン派とかが民主主義者じゃなかったら、民主主義の歴史的な根拠なんかないですよ。まあ、つまりね、我々民主今11時なんで、ちょっとあと1回ぐらいにしときましょうか。では、素揚げしましょうか。はい、あれ、ちょっとごめん、上がってるか見たいか、見てさっき上がりました。上がった。で、ごめん、ちょっとね、トイレ行かせて。あの、その中で、ちょっとあの、よかったら、あれです。まあ、別にあの、まあ、あの、八条さんも、来てください。八条さんも、あの、あれです、あの、ハイニシさんも、ミチャさんもご意見あれば、ちょっとあの、中でだいぶ、あの、別に、秋野木さんが悪いわけですし、秋野さんの問題意識は多分根幹はそっちにあるんだろうけど、結構抽象的になってる。まあ、ぶっちゃけ、私はもう、何もわかんない側の人間として。わかりました。だから、僕はちょっとさっきの話に言うならば、あの、はい、要はあの、民主主義が本当にただの多数決になると、それってあの、トクビルが言った、あの、多数者の先生っていうのになっちゃうわけですよ。はいはい。もうティラニーよりマジョリティ、まあ、トクビルは割と批判的に言ってるけれども、でもトクビル自身が民主主義を結局擁護せざるを得なくなったりとかすると思ってるんですよ、うん、まあでもそれは置いておいて、あの僕がちょっと今話をしなければいけないと思ってるのは、あの、まあ、結局、まあ、坂本さんがある意味で言ったように、まあ、ある程度落ち着いた国民国家の、まあ、政治事情では民主主義を、まあ、頑張らなければいけないんだと100歩譲ってしたところで、結局今イスラエルとそれからガザ地区とかパレスチナ問題とかそういう話をするときには結構厳しい話だなと思ってはいるんですよ。で、この話、まあ、もし民主主義の話だけに当てつけて言うんであればですね、日本って、まあ、その大東亜戦争中英帝とも戦ってるわけなんですけども、英帝は、まあ、その今戦時中なので選挙はやらない方がいいよっていう決議をして、それでやるんですよ。まあ、何もしない状態で、まあ、その続投する状態になるんだけど、じゃなきゃチャーチル引きずり下ろされかねなかった。英帝ではなくて日程に関しては基本的には、まあ我々はまあ別に、まあ、総理大臣とかをまあ当然選び直しますよっていう話を民本主義の文脈でやるんですよ。で、これで言うと、まあ、民主主義なんですよね。自由民主主義の方向になるわけなんですね。で、まあ、僕に言わせればですよ、そんなことしてる場合じゃなかったんじゃないですかっていう話なんですよね。まあ、民主主義にも戦時内閣があり得るので、民主主義の内側でそれができるのかもしれないけれども、でもそれだったら、まあ、同じことをやってるのが同盟国にイタリアにも、まあ、もしくはドイツにもあったんじゃない。で、それは別に民主主義って言ってなかったわけなんですよ。で、それは結構重要な問題の一つだなと思ってます。でも、本来であれば今現在話し合ってるのはパレスチナ問題あるいはイスラエル問題であって、あんまり民主主義がどうとかっていうような話でもないんじゃないかな。まあ、つまり、ね。僕は別にその、僕がなんでその話になったかと、うん、あの、あなたに聞かれたからです。いやいや、あのね、でも、いや、僕はだから、僕なんかそう、だからあれなんだよ。だからその、あの別にいいんだけど、パレスチナ、イスラエルの話の流れの中で、あんまり西洋の没落の話をしてもしょうがないんじゃないかと思うんだよね。
あ、でもね、あの今、あの さっきの坂本さんの意見をまとめると、で西洋の菩薩って言い換えると西洋が報じる問題が今現在あるのが、なんでかというと、まあ、彼らに、要するに民主主義とかがちゃんとできてないからなんじゃないかみたいな話をしていて、誰僕は、いや、それ坂本さんが言ってましたよ。言ってないよ。言ってました。どうの話？で、それは坂本さんが結局パレスチナ問題に対してどういう解決をしますかって話をしたら、そう言ってましたよ。で、それは解決になってないですよ。っていう話を僕はしてます。待って、お前、はい、どこで何がどう言ったの？あ、じゃあ、ちょっともう一回言います。あのね、坂本さんが責任者として、パレスチナ問題に対して、覇権主義国家の高官としてどういう問題の提起をできますかって話をしたら、その話だったらあれじゃん。彼らは自由民主主義になったらいいですよって言ってて、それは解決になってないですよって話を今してます。いや、違う。はい。違う。じゃあ、いや、もう一回考えてください。違う。もう一回考えてください。はい。何が？別に、いや、そうじゃなくて、はい。だからあなたが、はい、あの覇権主義国家の長だったら中東世界に対してどのような態度で臨むかって言われたら、はい、オバマみたいな態度で臨むよねって話だけです。わかりました。それは、でもオバマみたいな態度で臨むことは解決につながらないっていうんだったら、はい、っていう話をしたいってことです。そうです。だったら、はい、どの態度がいいの？ブッシュがいいの？あ、で、いや、だから、まあ、結局どういうふうに、誰にするかじゃなくて自分はどうしたいですかの話をしてるんですね。なんだ。で、もっと言うと、いや別に、なんか俺がオバマだったら、はい、だったら別に、いや別に俺はあの2期目がなくても、2期目がなかったとしても、あのイスラエルにガンガン圧かけるけど、うん、殺されたとしても、アメリカの大統領がイスラエルね、あの批判なんかしたら死ぬんじゃないかって話は言われてんだけど、あの、ただそれでも、あれだね、うん、あの、別にあの2期目がなくてもイスラエルにガンガン締めるけど、イスラエルをガンガン圧かけるけど、イスラエルにガンガン圧をかけるが。その先の未来線で行った時に、だからでもこういう話って何の意味があるの？あ、で、それ何の意味があるのかっていうと、我々が結局何を成し遂げられるかの話です。で、基本的に、あれ、しかもあの、はい、秋野さんがおっしゃりたいことは、はいはいはい、結局、自由民主主義体制というのは万能の特効薬ではないことを分かってますかみたいなの分かってますか？いや、違います。そこじゃなくて、うん、結局、あの、我々がパレスチナにどうやって連帯できるかです。だったら別に覇権主義国家のトップだったらなんて仮定をする必要ないじゃないですか。あ、そうなんですよ。人々のイスラエル大使国、工事町で抗議行動してる人たちがの意識がそうであるように、はい、別に一人の人民として、うん、あのイスラエルの人民に連帯し、イスラエル大使館に対して虐殺をするんだって、うん、あの、抗議をしている。それでいいじゃないですか。だから別に俺がオバマだったらって仮定はいらないんだよね。そういう議論をする。っていう時に、床屋政団の水準、つまり、要するに、床屋政団の水準と、はい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 、で、実際にはね、あの別に社会的な権力、政治的な権力を何ら持たない、明かりでくっちゃべるしか脳のない、私はね、秋野さんのような人々が、実際、はい、いや、脳がないとは言わないが、我々がそう思ったらそれでいいかって。我々が、そういうような、はい、つまり、一人の姿勢の市民がね、はい、市民って言葉もない、いろいろエクスキューズは、両方がつくけど、一人の姿勢の市民が、今何をすべきかみたいな話なんだったら、まあまあ、それでもあっても。で、僕はまあ別にあの、まあなんかたまたま大使館前、まあパートナーとかよく言ってるけど、俺は行けてないけど、ただあれだね、大使館前でも何でも行けてないけれども、はいはい、まあ別にこうやって配信で発信するのも別に意味があるんじゃないですかね、はい、ぐらいは思うよ。あ、まあまあ、それはで、そんなものは、こんなものはネタニヤフも大使館の人も何も見てないと思うけど。はいはい。っていうだけのことであって、っていうことだよね。だから結局、あの、床屋政団の水準とね、市政の市民として何ができるかの水準は別に分けないといけない。で、別に、あの、こうやって配信で床屋政団を、市政の市民が配信で床屋政団を語って、それが何かしらの知見をね、視聴者の方々に与えるんだったらそれも意味があるんじゃないっていう話だったと思いますよ。あ、まあでもそれは分かりました。まあ別にそれはそういう話だと思います。じゃあ、あの、それだとしたら、あの、でも我々はやっぱり主権者なんじゃないですか？そうだよ。そうですね。で、その主権者としてどうやって国際社会、まああるいは国際問題に、まあその、まあヘゲモニーを担って、まあその、当事者意識を持って解決の姿勢にも向かっていくのかの話をしていったときに、ちょっとやや上なんじゃないかという議論もあり得ると思いますけど、それに関してはまああんまりそう思ってないってことですよね。上ってのは何が上か。あの、つまり、まあその、大使館前で騒ごうが、まああんまり、なんか中東情勢に意見を求められたりとかしないとは思うので、どうやってヘゲモニーを担っていくのかみたいな。大使館前で騒ぐのが意味がないとは一言も言ってない。あ、OK です。わかりました。っていうかね、はい、っていうかね、はいはい、自分で言うけどさ、はい、あの、実はね、今回のね、ちょっとだけ言うとさ、はい、今回のさ、はい、あの抗議行動、僕行けてないんだけどさ、一連の話とかをさ、あの画像や映像を見たり、はい、あるいは破産化したパートナーから聞いて驚いたのがさ、実はさ、日本のね、ムスリムコミュニティの人々と、あの、現場共闘なんだけどね、日本のムスリムコミュニティの人々と、いわゆる日本人たちがさ、一緒になって現場で抗議してんだよ。はいはい、新宿集会でも、新宿の抗議集会でも、イスラエル大使館前でもそうなんだけど、もちろん呼びかけ自体は異なるよ。はいはい、
日本人が呼びかけて、あるいは在日ムスリムが呼びかけて、で、それで、ただもう現場にみんな行くわけよ。在日ムスリム呼びかけの場合も日本人行くし、日本人呼びかけの場合は在日ムスリム来て、在日ムスリムがスピーチしたりしてるわけじゃん。日本人が呼びかけた抗議行動とか、要するに虎の門にも行ってるわけじゃん。米台前の虎の門にも行ってるんだけど、で、これ実は驚きでさ、というのはなんでかっていうと、別に俺がやったとは言わないけど、ちょっと主催でちょっと一応お手伝いで関わったりしたので、あるわけよ。要するにフリー香港とか、フリー香港、フリーミャンマー、フリー香港、フリーミャンマー、もちろんフリーウクライナ。北朝鮮とかあるんですかね。何が？まあまあいいや、はい。だから要するに、香港の件、ミャンマーの件、そしてあれだよ、ウクライナの件。はいはい。これでまあ私とかがまあ関わってる運動体で日本人が、まあいわば主体となってさ、デモとかやるわけですね。はい。っていう時に、基本的にほとんど来ないんですよ。要するに在日ウクライナ人、在日香港人、在日ミャンマー人は来ない。はい、いや、もちろん、いや、全く来ないとは言わないが、はい、基本的には来ない。で、それで、で、その彼、彼女たちは、別に独自に、そのほら、当然、在日香港人、在日ミャンマー人、在日、ウクライナ人のコミュニティで、の中のネットワークで個別に抗議行動やっていて、はい、まあ、そもそも我々のあれが告知が薄いとか、ツイッターを使える人が6人いないとか、そういうことの中で知られてないって説が大いにあるんだけれど、はい、まあ、あるんだけど、はい、ただあんま来ない。で、来ないことの理由の一つに、やっぱりさ、よくわかんないさ、うん、日本人のさ、どこの方面かも知らない左翼系の連中がやってるあれにさ、うん、だってそういうデモ現場に外事警察も来るし、場合によって大使館の連中来るわけよ。はい、要するに彼らが戦ってる大使館の、北京大使館の連中とか来るからの可能性があるわけでしょ、はい、香港だったらさ、っていうようなところの中でね、うんっていう時に、やっぱりさ、その訳の分かんない最高連中がやってるところに当事者の人たちが来たがらないって、それがそうで、自分たちがやりたいって当たり前で、っていう時に、だからやっぱそれは別に当たり前だと思ってるんで、いいんだけど、ただその上で言えば、今回の、ガザの件について言えば、まあもちろん主体はね、当事者だったり、つまり在日ムスリムだったり、日本人だったりで、そんなにね、横の連携があるかよく分かんないよ。ただまあ現場で行き合ってやりとりとかもしてるかもしれない。ただその上で言えば、もう相乗りしてるんだよ、完全に現場では。日本人の呼びかけにムスリムが来てスピーチしたり、ムスリムの呼びかけに日本人がわーって来て、これはなかなかなかったことで、というのはさらに言うと、僕さ、これも俺がやったんじゃなくて、俺お手伝いしたに過ぎないんだけど、あれで、今を去ること9年前のガザ侵攻の時にもね、デモやったんだよ。イスラエル大使館デモ。わかりました。っていうか、あの路地入れないので、あの路地の横の通りでやってさ、なんちゅうか、で、警視庁超嫌がったんですけどね。で、しかも、やっぱさ、当然なんていうかな、言い方が難しいんだけど、イスラエル大使館にでも一番近いところ、言うて百何十メートル離れてるんだけど、はいはいはい、そこでさ、みんな溜まってワーワーやりたくなるじゃない、はい、言い方が難しい、ね、なるじゃない、わかりますよ。で、全然溜まってワーワーやって、はい、ワーワーやりすぎて、麹町署の公安の人たちブチ切れて、私、たまたまなんかデモの現場責任者やらされてたので、はい、やってたので、はいはい、危うくパクられかけたんですけど、なるほど、で、お疲れ様でした。ただ問題は、そのデモね、日本人500人来たんですよ。はい、というか、デモやるとこ他になかったからもあるんだが、日本人500人来て、はっきり言って中にはハイユダヤ主義者もいたんだけど、はいはい、ただその上で言うと、ただほぼ日本人ですよ。交換してます。一言で言うと、在日ムスリムほぼいない。なるほど。その500人集まったデモに、9年前の。9年前のガザ侵攻の時の500人集まったデモに、小島署カンカンだったが、そのデモに日本、在日ムスリムはほぼいない。よくわかりました、ね。で、今回、9年経った今回、いや、ほぼ分かれて、一応なんだか風貌、はっきり言ってたから。いや、素晴らしいお話。はい、その上で、はい、それで9年経った今は、はい、いるんだよね。要するに在日ムスリムの人たちと日本人が一緒にやってる状況が起きてるわけ。はい、で、これはなんでそうなってるかというと、まあ単純に状況の緊迫度合いがひどいからです。そうですね。9年前のガザ侵攻だって、まあ2000人ぐらい確か、パレスチナ人死んでいて、パレスチナの人々、ガザの人々2000人ぐらいは確か死んでいて、うん、で、今回、もうすでに4000人死んでるので、うん、ガザの人々もね。で、はっきり言って今回はまあ満単位になるに決まっているので、そうですね。っていうことで緊迫度合いが違うわけですよ。うん、っていうところの中でやっぱりさ、もうね、そういう意味で言うとまあもう、まあ在日ムスリムの人たちももう構ってない、なりふり構っていられない。いや、いいことですよ。いや、いいっていうか、それを批判してるわけで、もちろんね、なりふり構ってやるとかもう緊急性が高いってことで、こういうことが今起きて、今どんどん増えてるわけじゃない。最初にやって、最初にさ、杉原さんっていう人がいるんだけど、武器輸出反対ネットワークの、杉原さんってウクライナもやってらっしゃるんだけど、はいはい、その杉原さんが呼びかけた最初のイスラエル大使館前抗議行動は60人ぐらいだったのが、うん、どんどん増えてって、さっき在日ムスリムしたいのもあって、今イスラエル大使館前300人とかで、うん、まぁ、ちょっと全学連の方が逮捕されたりもあったように、現行犯逮捕されてもあったわけだけど、ただ、というようなところの中で、どんどん今増えていって、これやっぱ緊急性が高いというところで、
そういう意味ではね、僕はやっぱり驚きがあるなという思うわけで、だから一応なんか9年前にそんなデモも、まあ別に俺がやったとかいうわけじゃなくて、ただのそのデモをやりたいって人々の中のグループで僕もお手伝いして、たまたまデモの現場責任者だけだけど、当事者性があるわけですよね。だっただけで言えたらなって、だから何が言いたいかっていうと、まあそういう意味で言うと、まあ別に何かやるってことには意味があると思ってるわけ。僕は今たまたまきっかけがあって言ってないけれど、はい、まあ9年前の僕は意外と今より元気だったので、はい、そういうことで言えば、あれですね。だからまあそういう意味ではそういうこともやったな。で、なんか、という僕なんかがさ、今さ、全く自分がやる気がないんだけど、誰かさ、デモやりゃいいんだよ、デモって。まあ、そうですね。デモをやって、はい、いや、抗議コーラってやっていいんだけど、うん、いわゆる日本における届けるデモをやってさ、うん、で、我々が通ったコースは前例があるんだから通れると思うので、うん、あの大使館前は行けないけど、路地には通れ、路地に面した通りには通れんので、あれ誰かデモやりゃいいんだよ、デモ。路地ってどこですか？路地っていうかね、言い方が難しいんだけど、要するに、まあ、大通りで通りがあって、その通りの奥まったところにあるんだよ。で、その通りの奥まったところには絶対に行かせられないってことだったんで、ウィーン条約だとか言われるわけですけどね、そういう時は、警視庁からウィーン条約だとか言われるわけですけど、もし行くと。で、っていう時に、麹町あたりですよね。いや、麹町所管だよ。だただ、まあ、デモ署は警視庁行ったけど、ただ一つ言えるのは、だからデモとか、誰か、我々が9年前に通ったコースは前例があるんだから通れるはずなんで、やったらいいと、大きな、やったらいいってお前何目線でやったらしいけど、まあ、いやいやでも自分がやる気は、まあ、もう、9年前にパクられかけて、あれ結構大変だったんだ、みたいな。よくデモの現場責任者はパクられない、なぜなら警察にとっての窓口がいなくなるからだって言うんだけどさ、あれはね、あれはね、本当に工事場所の公安とかブチ切れててね、大変だった。まあいや、それいいとして、でも大体場所は分かりました。はい。四ツ谷からちょっと近いぐらいですね。だから、というようなところがあったとき、というようなことをやった人間として言わせてもらいますとね、はい。だから別に市政の市民がさ、当たり前だけど、大使館抗議行動とかやるのは、別に全然いいんじゃないですか。それをイスラエル大使館が聞くわけないけれど、聞くわけないからって抗議行動をやらなくていいってことじゃないんだよ。個人的にっていうのは当たり前のことですね。すごく思ってたのは、はい、木野さんが、私が王だったら、まあ、ある意味なんか王だったら、覇権主義国家の、まあ、いわゆる王だったらっていう前提で話をすごいされたがるじゃないですか。そこがすごく僕気になっちゃって、そういうところで僕は絶対マイノリティの側にほやふってなんかすごいなんかね追いやられた立場なので、それがとてもアンビリーバブルな感じ。仮にあのマイノリティであればどういう戦略があり得るんでしょうね。マイノリティであればどういう戦略があり得るかっていうと、現状正直今一番マシなのがアメリカ的な価値観であるのは否めない。この件とマイ、まあ、だからマイノリティっていうのは、例えばセクシャルマイノリティであったり、はいはい、で関係あるんですか、人種的マイノリティであったり、まあ、そういう関係ありますか？いや、関係はあるんだよ。つまり、例えばね、ピンク保守っていうのがあるの。要するに、イスラエルは、基本的にイスラエルは LGBT に寛容って言い方も、まあ、その寛容って言い方は差別的なんだけど、イスラエルは LGBT は、ありで、ありっていうか、言い方も、ありも全部あれなんだけど、イスラエルは LGBT と共にある国家ですと。いうことは、実際まあ、国内的にも実際やっているし、海外的にもそれはガンガン打ち出してるわけですよ。だから、で、それはもちろんイスラエル的にね、というようなことで、性差別は残昧で、セクシャルマイノリティなんて存在さえ許されないね。中東諸国と我々は違うんです。みたいな文明国です。みたいなこともあるし、で、日本のさ、ゲイパレード、一番大きな、あれなんだっけ、レインボー。レインボーパレード。レインボーパレードなんかには、必ずイスラエル大使館がブースを出してるわけよ。イスラエル大使館がブースを出していて、で、もちろんそれに抗議する人もいるが、当然ね。当然それに抗議する LGBT 当事者も当然いるんだが、それをピンク保守っていうね、このピンク保守って何かっていうと、要するに、LGBT には寛容ですっていう形をして、セクシャルマイノリティには寛容です、男女差別もありませんとかってやって、というところで、でも実際にじゃあね、そのパレスチナでやってるような暴力を覆い隠すみたいな、そういうの、そういうのがイスラエルの、それをピンク保守っていうわけで、例えば日本のね、東京の小池百合子都政とかもそういう側面はあるんじゃないと。要するに、小池だったら、やっぱ LGBT、女性都知事っていうところで LGBT は男女平等を推し進めると言いながら、うん、一方で小池はさ、グローバル資本主義って全部乗っかるし、はいはい、もっと言えばまあ、左翼的には歴史修正主義も乗っかってるよねっていうような話になるんだけれど、ただ要するにイスラエルはピンクウォッシュ問題っていうのがあって、
イスラエル国内で LGBT は権利が徹底的に擁護されていますよというのはイスラエルの対外的な外交戦略の一つであり、っていうようなところの中で、でも実際にはそのイスラエルはパレスチナに対しては人間扱いをしていないのを、別に今始まったことじゃない。十何年ずっとやってるっていう状況なわけですよ。何十年もやってます。ね、十何年どころか何十年ですよ。っていうようなところの中で、それともガザが封鎖されていこうとも十何年、で、その前からって何十年っていうようなことがあるわけで、そういうようなところであるときに LGBT 当事者であるような方というのは、まあなかなかね、そういうのも含めて複雑であるということは言える。だからって、パレスだからって言って、イスラエルは許しがたい。そりゃそうでしょう。いや、そうなんですけど、じゃあ、それで言うとね、例えば、まあ別に僕の戦略に乗る必要はないんですが、戦略なの？仮にそうであれば、まあ、なんか、テゲモニを抑える王になるとかの話になったときにですね、いや、別にならなくていいじゃん。あ、いや、ならなくてもいい、ならなくてもいいですよ。なったらどうするんですかの話はどう思います？なったらそうするんですかっていうのは、僕はすごく、もともとその発想自体が、どっか微妙そうなんだよね。だから あるとすれば、まあ、例えば、まあね、内閣総理大臣になったって話になるんでしょうか。いや、でもね、日本の内閣総理大臣になったところで、この話に全然関係できないんですよ。だから、それは意味がないんですよ。はい、でだから僕はその日本の内閣総理大臣になっただけじゃなくて、だったらそこで中共のトップにならなくていいんだよ。だったらアメリカ大統領になったらでしょ。イスラエルに最も影響を与えられる国家は、派遣国はアメリカなんだから。いや、でもね、現在中共はそれは実際にやっていて、だからそこは混ざってるんだよ。いや、混ざってる。秋野さんなら混ざってる。いや、そんなことないです。現在、イランとサウジをどうにかしてちゃんと結びつけられたのはやっぱり中共なんですよ。で、中共は、だからあそこに対して意見が言えるような、もう発言権が今、現在あるんです。あるけど、まあ、できて、ね、何もできてないでしょ。で、それはそう置いといて、だけど、みちゃさんに今問わないといけないのは、うん、じゃあ別に少数派でいいので、例えばね、その、まあ、ハマスが言う、ハマスがもともと思想的な、うん、背景にしてるムスリム同胞団に、なんでゲイがいけないのかっていうことを、ちゃんとファトワーで呼びかけていくような努力ができるかどうかの話の方が重要なんじゃないですか。そんな宗教指導者がほとんどいないんだよね、あの世界の。シーア派の。やったらいい。シーア派の権威。やればいい。シーアの宗教指導者に。やればいいです。もし、じゃあ、だったらね、秋野さん。だったらね、秋野さん。はい。あえて言うとね、だったら、もしあなたがハメネーだったらって問いを立てるべきなんだよ。そうそれでいいんです。それでもいいんです。はい。俺がもしハメネーだったらさ、今すぐイスラム教やめたらって言うけど。あ、で、それはね、やっぱりちょっとおかしいんですよ。だって天皇は荒人神になったんでしょみたいな。いや、だからね、それはやっぱりちょっと。はい、荒人神をやめたんでしょ。人間宣言をしなきゃ。ハメネーも。それは間違ってるんですけど、ちょっとそれは置いといて、基本的な宗教に対しての、こう、ある種の偏見がありますよ、やっぱりそれは。違う。大きいところと大きいところを全部くっつけすぎて、大きいところと大きいところの派遣度合いをすごい考えすぎてて、結局その下にいる。いや、別にそれを考えなくてもいいんですけど、じゃあ具体的な力になりますか、なりませんかの話で、やっぱりなるべきなんですよ。具体的な力になるべきだとは思います。はい、で、どうしますか？どうしますか？はい。で、それの答えを僕は求めるので、どうしたらいいかの話をやっぱりずっと聞きますよね。そのイマジンって必要なのか？重要です。なぜかというと、次の日にでも私が弾圧されてしまう可能性があるからです。とかね、秋野さんね。直接言うのはね、はい、こういうことなんですよ。はい、うん、あのね、あ、だからね、ムスリムへの偏見。とりあえず、みちゃさんの返答待ちではありますが、とりあえず聞きましょう。これだけ聞く、はい、ムスリムへの偏見があるというのは間違いで、はい、こういうことなんですよ。僕は宗教は否定しないが、はい、宗教的権威というものはね、時に絶対的権威として一人の人間に集約されてしまうことは間違いだと思う。あのね、僕ハメネーの、シーア派のイラン社会のからハメネーのありようは許しがたい。一応意見は聞きますけど、ただ僕はね、実は基本的には宗教を否定する人間なので、どうやって宗教を否定するかの話しか僕はしたくないんですよ。だから宗教を肯定してる時点であまり話をしたくないんですね。なんで？でも、基本的には、みちゃさんが今言ってるように、少数派の意見に立つんであれば、まあ、やっぱり宗教の意見も聞かなければダメになっちゃうんですよ。でもね、例えばさ、はい、正直さ、はい、アメリカ大統領になったところで、はいはい、どんなに、はい、権力を持ったところで、やれることって、正直、オバマで限られちゃう。そうなんですよ。そうそう。うん、まあ、だから我々が仮に宗教人類社会最高の権力者のはずなんだけどね。そうですけど、でも、だから権力があったところで無駄なんですよ。
で、じゃあどうしますかの話の方が重要になってくるんですよ。じゃあどうしますか。で、例えばね、じゃあ僕がゲイとかの話でいけば、さっき言ってるように、まあ今ね、まあその坂本さんが今言ってるように、根本的な、まあ、そのソリューションを出す、イスラームの神学解釈をちょっとまあある程度修正をして、でムハンマドは本来は別にゲイを否定してないですよ。どうやって修正するんですか。原始人の人いっぱいいるでしょ。でそれはやったらいいですよ。何言ってんの。なんか僕がやれっつうのは、僕はイスラム教じゃないから。いや、無宗教だ。で、なんでならないかです。いやでもね、一応言うと、はい、フランチェスコとかは解釈会見頑張ってるけどね、はい、解釈会見を頑張ってるけどね。バチカンですか。バチカンの、はい、とりあえずフランチェスコのバチカンは、はい、解釈会見をかなり頑張ってるよ、ね、かなり頑張ってアップデートしてるよね。アップデートしようとしてるよね。はい、すごい無理くりこじつけてる気がするけれど、無理くりこじつけてる気がするけれど、別にまあ、とりあえずゲイも、うん、否定されてないような気がするんだけど、みたいな、うん、頑張ってるよね。頑張ってるよね。かなり無理筋だけど、無理筋だけど、まあ、これで、先代のベネディクトだったらね、ちょっと、いや、これちょっと経典に書いてないですよね、とかいうさ、頑張ってるよ、フランチェスコは。いや、でもそういうことですよ。で、死で、ハメで何もしねえじゃん。ハメで何もしねえ。それはね、はい。はい、イスラエルの、うん、当事者に対してはあなたはすごいコミットをしたがるけど、僕に対し、僕はまあ、今ゲイバイというかバイセクシャルだけど、そのバイセクシャルである僕に対しては特に、はい、そういうなんていうのかな、思いを持っていないんだなということをすごく明確に分かります。なんでですか。だってさ、そこでさ、抑圧されちゃう人って、すごい大きなところで軸でものを考えちゃうと、うん、やっぱそこで、そりゃね、麻生太郎の目線でね、うん、考えてれば、そりゃいろいろ国取りゲーム的にすごい面白いでしょうけど。うん、いや、でもやっぱりちょっとそれは間違ってはいないけれども、でも麻生太郎にもし僕がなったところで何もできないんですよ。だからまあ、麻生太郎の、うん、だから、まあ、もっと権力がある麻生太郎になったところで、まあ麻生太郎は全然ね、別に権力がすごい、まあ負けた人だから選挙に進む、まあ、それはあれなんだけど、なんかね、だから立場に立ったことがあるかないかの話でもし言うんであれば、まあ一応あるはあるんですよ。でもそれはあんまり今回の件とは関係ないかもしれなくて、で、みちょさんがね、もしバイセクシュアルの立場を、じゃあどうやってその、まあ、どこかの国民国家の、まあその、その言説の中に、まあ、侵入していって、まあ、まあ、権益を拡大していくのかの話をもしするんであれば。もしやるとすると、僕が個人的に言うとすると、うんうんうん、で、身近なところから話すということが、こういうことになってしまうよね。まあ、西川清志になるよね。まあ、よく言ったところで、まあ、じゃあなんか立候補者がいいなぐらいの話になるけどさ。いや、でもね、だから、それを批判してるんですよ、実は。立候補するのは間違ってるんですよ。立候補しても何の役に立たないんですよ。いや、役には立ってやんだよ。LGBT の当事者議員が言うだけどう違うと思ってんの。いやでもね、それがいるかいないかの話が、松浦大吾とか、どう違ってんのどう、まあ、松浦大吾とかね、確かにね、問題あるけど、本来であればパレスチナ問題、石川大吾問題の話なんですけども、でも今ちょっと隣にバイセクシュアルの人がいて、そのバイセクシュアルの人たちにまあどういう風に訴えられるかの話にちょっと途中でなっちゃったので、一旦ちょっとその話にしますね。で、ちょっとみちゃさんの話をちょっともう一回聞きますが、まあ、要は、まあ、その、どうやって政治的なコミットメントを我々がしたらいいのか、少数派から考えたら何もできないんじゃないかって言ってるってことでいいんですよね。何もできないじゃないかな。なるほど。言ってないよ。あ、いや、何もできないと。ちょっとしたことをどんどんやっていくしか積み重ねしか、物事は動いていかないし、OK です。それこそ、レディー・ガガになったところで、すごいポップスターになったところで、言えることなんて限られてるし、ジョネロになったことのところで、俺は神よりも偉いんじゃないかみたいなことを、イエスよりも偉いみたいなことを言ったところで、やれることなんてイマジンなんだよ。で、そうなんですけど。そんなもんだよ。で、そうなんですけど、坂本さんはさっきもうそれの答えをちゃんと言ってて、まあ、我々が、だから、ハメネイになったらどうなのかの話を言ってましたよ。で、それはどう思います？徐々に変わってる。いやいや、まあでもそういうことでもありますけどね。まあそれがだから途中で結局目的にはそれを持っていても、まあ、途中ではちょっとその戦略はできないから、まあ徐々にその戦略を取っていくんであれば OK です。まあ、僕は結構素敵というか、厳密な意味ではある種の、ちょっとずつ変えていった方がいいっていう意味なだから構造的な話で言うとかね。
はい、やっぱり宗教的権威は宗教的権威にとどまるべきであって、あの宗教的権威が ね、あの革命防衛隊でね、はい、あっちこっちの国にね、あの武力で妖怪して回ってるのはね、よろしくないので、バチカンは軍隊を持たないというところにおいて、いやバチカンは部隊は部隊を持ってるが、いわゆる公式の軍隊は持っていないので、それってスイス傭兵団のことですか、というかまあ別にあのバチカンはだからあの創価学会以上には、うん、まあそういうやつが個別の実力部隊がないとは俺は思わないとは思わないけれど、ないとは思わないが、規模であの面積で言えば最小国家であると言われるようなバチカンに置かれてはですよ、面積においては、まあ、あれただ一つだけ言えるのは、はい、あまあまあ、はい、難しいんだけど、ただまあ、さらにマルタとかあるけど、ただ、マルタ騎士団、まあ、あ、騎士団なんですか、これ。ただ、それで言うならば、要するに、はい、あの、要するに、私兵をバチカンに、簡単に言うと、バチカンに私兵がいないとは言わないが、ただ問題は、簡単に言うとね、宗教指導者というものがさ、あの、一つの国家を、ね、完全に牛耳り、そこで革命防衛隊というものをね、仕切り、その革命防衛隊があっちゃこっちゃに事実上の紛争を輸出して回っているというね、イランの権益拡大のために、この構造というのはやっぱりよろしくないというのは僕は思う。ただし、イランにはイランの事情があるのも分かってるし、前も話したけれど、パーレビ政権がクソだったのも事実で、パーレビ政権がどんなにクソでもバックアップして、ね、自分の損得でバックアップしてアメリカがクソだのも事実で、あれは自業自得なんだけれども、っていうようなことはあるよ。だから、それで、あの、イランへの当て馬でイラクを、のフセインを脅ったら、あんなことになってとかね、もうアメリカってそんな泥縄しかやってないんだけれど、ただ、ただ一個だけ言えるのはね、あの、ま、そういう話ってのは確かある。ただね、俺ね、やっぱりね、で、実はさ、ほら、この間も3時間話してさ、今日も2時間ぐらい話してるんだけど、なんかね、秋野さんのね、立ち位置ってのは別にね、棋士鮮明にしろとか言いたいわけじゃないんだけど、立ち位置ってよくわからない。例えば、秋野さんは僕は宗教というものについて、了解がある人だと思っていたんだけれども、秋野さんは宗教は全否定なんだ。あ、宗教を物質、唯物的に考えているので、宗教の内面世界に立とうという気が一切ないんですよ。唯物的に考えてる。あ、まあ、つまり、そういう。でも、その議論をして、その議論だったら、はい、その議論だったらよ、はっきり言っちゃうと、はい、別に、イスラエルに戦ってる人々の内面も気にしなくていいってことになっちゃうじゃん。あ、でもそうですよ。イスラエルと戦ってる人々の内面も。あ、で、あのね、気にしなくていいはちょっと僕は言い過ぎだと思っていて、あの、彼らのその、あり方を宗教的な何かから別の何かに変えていく必要あるなとは思ってます。で、僕は彼らのあり方は、はい、例えばね、あの、ハマスの兵士たちが、あの、ああいうことをしてしまうのは、イスラエルでね、に侵入してああいうことをしてしまうのは、まあ、別にイスラム教がイスラムが野蛮だからでは全くなくて、はいはい、あの、当然なんね、パレスチナ、あのイスラエルからね、散々ガザでさ、何度も空爆されて周り、まあ建物破壊されて周りの人が殺されてさ、そういう中でずっと育ってきた子たち、子供たちがさ、20代になってさ、ああいうことになってしまうのは、そうだよ。なので、宗教の問題ではないと思う。これは。まあ、それは本当にその通りで。で、あと、ちょっとまあ、あの、今の言い方からすると、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと話がこじれるんですけども、宗教を。待って。わかりました。はい。ちょっと待って、配信、ちょっと待って、上がってるか、ちょっと、みちゃさんとか、あの、八王さんのも、はい、いや、宗教、じゃあ、まあ、宗教、だから、まあ、あのですね、宗教、僕は実は、宗教の立場に立って何も考えませんよと、まあ、言っちゃいましたが、まあ、本当にちょっと、あの、多分、秋野さんと俺と同じ意見じゃない？つまり、マルクスが言ったように、はいはい、マルクスは宗教は人民のアヘンと言ったが、それは、人民アヘンをね、アヘンを食ってる人民が悪いんじゃなくて、アヘンを食わないとやってらんないくらいの、苦痛をね、人民に与えているこの社会の構造が問題なんだって言ったわけですよ。まあ、つまり宗教は人民のアヘンだが、アヘンたる宗教が問題なんじゃないし、アヘンを食ってる人民が愚かなんでもなく、人民がアヘンをというね、要するにモルヒネみたいなさ、ものに頼らざるを得ないぐらいの苦痛をね、人民に強いている、あの、唯物論的なこの社会構造が、経済構造が問題なのである。言ったわけですよ。で、僕はそれに同意見なの。一番わかりやすく言うと、あの、僕は宗教に、あの、なんか命をかけるような人たちも否定はできないと思っているので、僕は否定はできないが理解を、否定はしないが理解もできないで、で、僕は理解はするんですけども、否定はしていて、あの、基本的には宗教に主導権を握らせてはダメだと考えていて、で、だから、じゃあどうしたらいいのかというと、わかりました。じゃあそこは同意見ですね。で、どうしたらいいのかというと、あの、宗教ではない力の方に、あの、寄せてはいくけれども、でも宗教の気持ちはわかるよっていう言い方をずっとしていかなければいけない。ファシズムも宗教化するかもしれないけどね。で、いや、それも違っていて、あの、ファシズムが仮に宗教の装いを呈するとしても、あの、宗教になってはいけないっていうところは絶対に譲ってはいけない。で、そうじゃないと宗教になってしまって、ファシズムにならないと思ってるんですよ。
で、それはちょっと違います。ムッソリーニの政権確立以降はだんだんそうなってったけどね。あ、で、それはね、否定しません。ヒトラーの確かにそうです。で、そうなんですけど、あの、僕はちょっと普遍思想の人なので、基本的には。じゃあ一じゃない。あ、で、あの、普遍ってのは俺の普遍と違う？いやー、ちょ、どうなんでしょうね。坂本さんの普遍は近代の普遍ですよね、みたいな。あの、西ローマの普遍ですよねって、いうことね、多分。ありえます、それは。で、まぁ、あ、ちょっとそこまで話し合えてないですね。で、まぁ、あ、ちょっとその、今多分ね、どんどん話が遠ざかっていくので、まぁ、あ、僕はパレスチナに。この話をしていても多分パレスチナの問題は解決しなそうだけど、まぁ、あ、いいか。あ、まぁ、あ、いいか。何を喋っても解決しないとは思うが、今の時点で。ここで、ね、で、それはちょっとやっぱり言い過ぎで、あの、我々の議論が、この先我々の行動を変えるんであれば、それは唯一可能性になります。行動？うん、行動です。はい。あ、やっぱ活動家だね。いや、それそうですよ。ええ、まあ、で、具体的にはどういう行動になるかの話とかは重要かなと思ってます。僕らはね、またあの、ここで喋りたいだけ喋ってですね。いや、あのね。それでね、また日常にも回帰するんですよ。終わりなき日常にですね。いや、あのね。明日は僕はちょっとあの、東京国立博物館です。大和絵を見に行かないといけないんですよ。ここがいっぱい出るんですよ。すごい平家農業とかね、鳥獣戯画とか出るんですよ。だけど、僕は宮台真司さんを、あの、一応尊敬はしてますけども、基本的にはまあ、そのロジックに乗らない状態でずっとやっていて、で、あの、我々が終わりなき日常を暮らしていれば、パレスチナの人が平和になるはずがないじゃないですか。いや、宮田先生はそれ分かってて言ってて。いや、分かってます、分かってます。で、宮田先生本人は終わりなき日常はないことだと思ってるんだよね、本人自身は。いや、そうそう。それはね、実際そうです。で、あの人はめちゃめちゃ家父長制的な話とかをよくしているんだけれども、でも、それにもかかわらず、お前らはなんか、あの、所詮この程度だよみたいなことをずっと消しかけていたりとかしていて、それも全然終わりなき日常からするとおかしい言説をずっと言ってるんですよ。でもにもかかわらず、それはまあ本人の中で整合性が取れていて、それを飛び抜けて、日常から飛び抜けられるような人物こそが、まあ政治に関わっていくべきだっていう話になってるんです。で、結局民主主義っていうものが階層になってるというふうに彼は理解してるんですよ。まあでも、ちょっとその話は上なので置いておいてですね、あの、僕がやりたい話をちょっと一個だけしておくと、一応僕は、あの、宗教を前提にしながら、でも宗教じゃないエスニックグループだったら、まあ向こうの、和平を結ぶことができるかもしれないと思っているので、これを一応ちょっといろいろな言語にだんだん乗せながら活動していくことが僕の中では一番いいんじゃないかと思ってます。僕はね、だからさ、あの、秋野さんはさ、はい、すごくさ、やっぱエスニシティに準拠するじゃない？はいはい。この間もそうだったけど、で、僕なんかが思うのは、はい、まあこれね、難しいんだけどね、原理的に言えばだよ。うん、基本的にエスニシティって再帰的に生み出されるものなので、うん、もはやね、うん、現代におかれましては再帰的に生み出されるんですよ。いや、あのね、だから先進国の連中がIS に身を投じてしまうわけで、つまりヨーロッパ的な世界の中で生きていくときに疎外感や孤立感の中で、でも俺の本来私の本来あるべき世界というのは、ムスリムみたいなね、そういう世界観なんじゃないかというようなところの中で、再帰的に乱されていくわけですよ。あ、いや、でもね、大種とエスニシティはあんまり関係ないですよ。で、そして僕は大種に対しても共感はしても、まあ、理解とか共感はしても、やっぱり乗れはしないですよ。ていうかね、やっぱそこで言うと、はい、でもね、当たり前だけど、例えば在日コリアンの方々とかについて僕なんかが言うのは良くないんだけど、一方的に言っちゃいけないんだけど、ただやっぱりアイデンティティの混乱っていうのがあるわけですよ。アイデンティティの混乱の中で、再帰的に、でも俺は在日コリアンなんだってさ、ゴーっていう映画にもだったらゴーってあれ一小説です。映画も悪くないんだけど、ゴーなんかがそうだけど、あれはそこは原作者は在日コリアンの人だから、っていうようなコリアンジャパニーズの人がさ、やっぱりさ、アイデンティティの混乱があるような中で、でもその中でやっぱり俺は、いや在日コリアンなんだって時に、それをね、主体的に引き受けるともちょっと違うんだよ。前向きに引き受けるんじゃなくて、でしかないんだみたいな話の中で、在日コリアンでしかない、つまり異邦人でありね、アウトサイダーでありみたいな話の中で、そこで自分はどうやっていくかっていうような話になっていくわけ。それはすごく再帰的に、で、その再帰的に自分がね、在日コリアンなんだって自覚する過程、自覚っていうかね、その自覚が民族的な使命に目覚めるとかじゃないわけよ。ポジティブじゃなくて、ネガティブなものに目覚めるわけで、その過程っていうのはもちろん、その過程のベースにあるのは当然日本社会のコリアンジャパンの差別っていうのがベースにやっぱりあるわけですよ。っていうようなことなわけ。あのね、僕はちょっとでもね、その再帰的なんだよ。その再帰的ってのは、先端的な話じゃなくて、やっぱり差別より再帰的に、自らの、エスニシティのアイデンティティが乱されて過程ってのがやっぱりあるわけだよね。
そのアメリカにおける移民2世3世に置かれてもそうですよ、それは本当に。いや、あのね、で、それはその話は、まあ、ある程度合ってると思ってるんですけど、まあでも、ちょっと提唱したいこととしては、この際、アイデンティティを考え直して捉え直して。だって、秋野さんの声が聞こえませんって、なんか、うちのパートナーが、ね、なんか、お前喋りすぎってことだと思います。いやいや、まあ別に、はい、まあ、それはそれでいいと思いますけどね。まあ、はい、あのね、一応、アイデンティティって矛盾し得るんですよ。で、まあ、ちょっと一番今回言いたかったのは、イスラエル人であることとユダヤ人であることは、まあ、別に矛盾はしないじゃないですか。で、さらに、ユダヤ人であることで、まあ、違う、矛盾はするよ。しうるよ。あ、まあまあ、それありえますね。イスラエル国家の政策に反対するユダヤのアイデンティティを持っている人はいくらでもいるし、現にイスラエル国内でラビの格好した連中が、パレスチナ侵攻反対って、ガザ侵攻反対って言って、警官にボコられてるのは、映像が流れてます、ね。でもそれはね、全体集合性の話から言ったらそうなんですけども、別にその内部に入っちゃえば、まあ、別に矛盾はしないでしょ。で、そうなんですけども、内部一体化、同一化すればね。同一化のプロセスの問題ですよ。それ、ええ、プロセスは関係なくて、まあ、想定の話ですね。今現在我々のシンクが、まあ、ソートがそこにあるってことですね。で、そうなんですけども、でも、パレスチナ人であることとアラブ人であることは本当は混乱してますよ。いや、知ってるよ。だから、パレスチナ人は、うん、今、中東諸国はほっかむってんだけど、基本的に言うと、パレスチナ人も阻害してきたわけですよ。あ、そうですよ。その通り。中東諸国は中東諸国で、パレスチナ人をずっと阻害してきたのは、これは事実。うん、で、だから、はっきり言って、未だに中東諸国はパレスチナ人の取り扱いについては、いろいろ頭に、はっきり言って、みたいになってるし、それはもちろんね、例えばエジプトとかが国境を閉ざしてる原因っていうのは、ね、はっきり言って難民受け入れ勘弁っていうのは、これは理があるよ。単にお荷物は抱え込みたくないじゃなくて、はっきり言って、それは、要するにパレスチナ国家の樹立を妨げることだし、もっと言えばなんでイスラエルのね、それを我々がって話になってるわけだし、ってのはあるんだけれど、ただ一個だけ言うと、中東諸国は中東諸国で歴史的にパレスチナ人を、はっきり差別とは言わないが阻害してきたのは事実だし、そういうところにイスラエルがね、ドーンってね、だけどその弱みにつけ込んでというのも含めてイスラエルがドーンってきたところの中で、そういう中で中東諸国は頭を抱えているが、とはいえ、イスラエルに好き放題やられると頭くるし、ってことの中で、アラブの大義ってものを、再帰的に自己的に持ち出すわけですよ。って話でしょ。それはそれで、中東諸国の側の事情は事情で。まあ、ちなみに、再帰的であることは別に近代に特化した事象ではなくて、古代からずっとそうだと思ってます。まあ、それは別に、だからロールプレイの問題だっていうかさ、改めてね、失われたものが改めて見出される。その見出されるのはご都合主義だったり、損得だったり、利害だったりするんだけど、みたいなことはいくらでもありますよ。例えば、それにもし問題意識を寄せて言うんであれば、再帰性よりも本質性っていうものが、ね、もちろんそこ、話の方がだからそういう話言うなら、もちろんさ、近代特有の経過なくて、元荻宣長がやったことあって、再帰性であり、本質性の熱望である。それは言えるんだけど、それは言えるんだけど、国学というのが全部再帰性で、江戸時代、江戸以降の国学というのが全部再帰性で、つまり本質性の熱望である。って話はそれはそうですよ。それは中国では、つまり中国っていうか当時だったらシナって話、シナって要するに簡単に言うと、まあ、要するに中華に対して、我々の日本の再帰的に定義していく方があるわけです。空心と山心、それはあるけど、だから近代に特有の現象ではないってこと。僕が言ってるのは近代に特有の現象ではない、そういうこと。わかりました。じゃあそれはね、多分同じこと言ってます。で、結局ね、まあ、我々が今ちょっと問題視している、パレスチナ人と、それからイスラエル人はどっちも非常に再帰的な近代主義的な現象をやっていて、で、我々はまあここで対立が起きているっていうことを割と前提に考えているわけなんですけども、本来であれば、まあ、別に対立を起こさなくても済んだ歴史線がいくらでもあり得たわけなんですよ。で、それをどうやって再生できますかの話も、含めて考えないと、この先ちょっと何の未来も待ってないと僕は思ってるんですよね。ただ一個だけ言うのは、はい、だからそういうレベルで、現実政治的なレベルで言うならば、結局、それはやっぱり二国間解決は、二国共存である二国間解決の道筋を探るしかないし、それについて言えば、やっぱり基本的に、イスラエルはある時点からの入植という名の侵略三昧を土下座して、全部引き上げるしかないと思うよ。で、やっぱり、ね、僕は引き上げたらまずいと思う。それで、はい、ドイツがホロコーストの責任においてやったぐらい、ドイツコーストの、ホロコーストの責任を取るということでやったぐらいの賠償を徹底して、イスラエルは、パレスチナに対して徹底した賠償を行うべきですよ、これは。その話で言うと。むしろね、アメリカに軍事支援だなんてやってる場合だったら、アメリカは、そのイスラエルのパレスチナの賠償の経済支援をすべきですよ。ちょっとこれは聞きたいんですけど、賠償したって何も戻らない、死んだ命は戻らないが。その基準で言うと、アラブ人は何しないといけないんですか？だってさ、はい、まあだから結論から言うと、はっきり言うと、多分同じ問題意識だと思うんだけど、要するに、はい、
アラブの大義とかの話じゃなくて、基本的にパレスチナの人々とイスラエルの人々の問題なんで、あ、それをイスラエルがあんなことをやったんで、パレスチナ、アラブの人々も加勢するって話になっていくわけなんで、そこは要するにアラブの連中の、ましてシーアとスンニの綱引きの連団っていうのは、そこにさらにアメリカが関わり、うんぬんかんだっていうのは、だから、はっきり言って、基本的に言うと、いや、基本的に、戦後のイスラエルがやってきたあのような侵略政策というのはアメリカが全部後押ししてきたのは事実であり、戦前の、つまり、基本的にイスラエルの建国過程においては、イギリスとドイツとフランスが先般なんだけど、戦後のイスラエルのあのような侵略政策について言えば、アメリカが一番の責任を負っている。それは事実なんだけど、ただその上で言うならば、その上で言うならば、基本的に、はっきり言うと、アラブ諸国は海洋諸島において、海洋諸島において、西側諸国が徹底してパレスチナの側に立ち、その上でイスラエルが、ね、少なくとも、この50年間やってきたね、入植という名の侵略を全部引き上げ、謝罪し、土下座して、それで、その、はっきり言って自分たちがやってることがジャヌサイドだったと。民族浄化で、はっきり言って、もうこれから、多分これからやる、行われることなんてね、ホロコーストですよ。言葉の、それ自体の意味で言えば。焼き尽くすってことですかね。焼き尽くすっていうことで言えば、ホロコーストですかね。で、もちろん彼らの理屈で言えば、ホロコーストでは唯一無二的な出来事であって、他のこともね、物事に、他のジェノサイドにホロコーストを当てはめるのは不敬であると。600万人のユダヤ人に対して不敬であるという話になるんだけど、今、1000万人ぐらいいますけど、いやいやいや、殺された600万人の。あ、わかりました。はい、もちろん、あれの被害者でトータルで言うなら2000万だよ、はい。収容所だったら600万。ただ、それで言うなら、それで言うなら、それに対する不敬であるというような話になるし、はい、まあ、実際当然ホロコーストはあってはならないことだったし、あれについてユダヤの人々が本当に強い被害感情を持つのは当たり前のことなんだけど、その上で言うならば、基本的に言えば、アラブ諸国の連中を、あえて言えば、カイロ首都において、そこで、西側先進諸国連中がもう本当に、イスラエルと一緒に土下座してもらいたいんだから土下座して、それで、入植は全部引き上げて、もう徹底した賠償を、もうね、ドイツが一応、曲がりなりにもやったぐらいの賠償を徹底しておくない、賠償したって死んだ命は返ってこないけれど、それでもう徹底して、パレスチナの建国を、まあ少なくとも支えるというようなことをちゃんとやり、っていうようなプロセスが絶対に必要ですよ。ちなみに、アラブ諸国の思惑問題は、ほっとけね。その西ローマ諸国がそれをやらない理由って何でしょうね。もうあれ、もうこれ以上関わりたくないとか。いや、ね、イスラエルの、だから結局、あいつらはね、全部自業自得なんだけど、ね、イスラエルがもっとね、コントロールできると思ってたんでしょ。あいつらからすると暴走してるんでしょ、暴走してこうなって頭痛いんでしょ、自業自得だよ、あいつら。いや、ある程度、それは合ってると思うんですけど、でもね、イスラエルも僕はね、ある言葉でかばわなきゃいけなくて、まあ、あれはあれで通常の反応だと思いますよ。で、それは置いて日本だと同じ反応すると思うよ。ああいうことも。そうなんですけど、いや、ちょっと日本の当事者性よりも、世界全体の倫理性の話を一回考えたくて、仮にね、もし、今、坂本さんがおっしゃったようなことをやるんだとしたら、アメリカってどうなるんです？アメリカは、はい、この、まあ、そうだね、まあ、最短でも50年間の、あれについて、全面的な謝罪をすべきでしょ。じゃあ、過去600年に遡ると。600年に遡る必要ないでしょ。ない。だからこれは秋野さんと俺見解違うんだけど、少なくとも今現在のこの状況について言えば、基本的にこの100年、百数十年の問題だと思っているので、その百数十年の後半60年ぐらいはアメリカに一番問題があるので。じゃあ、アフマディネジャードがもともと言っていたことに話を変えるとですね、ハメネに首切られた、ラジカルすぎてハメネに首切られたアフマディネジャードさん。まあ、ちょっと、ハメネイに本当に切られてるかどうかちょっと置いておいて、民主主義議会では生き残れませんでしたよ。まあ、そうだよ。ええ。まあ、そうなんですけど、ね。ハタミとかの時代が懐かしいよ。もはや。ハタミの時代が懐かしいよ。そうですね。ええ。ちょっと今の大統領の名前僕も知らないんですけど。まあ、基本的にハメネだからいいんですよ、もはや。もはやハメネだからいいんですよ。それはそれ自体は、まあ、そのごもっともなんですけども。はい、で、一応ちょっと、なんで、ホロコーストにあった、ユダヤ人を、
我々が、まあ、その受け入れて、で、しかも、まあ、パレスチナとかが、まあ、弾圧されなければいけないんだっていう話を、まあ、アフマディネジャードは言ってたわけなんですよね。で、正しい。それ自体は正しいよ。で、合ってると思うんですけど。なんでヨーロッパの付けを我々が払わなければいけないのか。正しいよ。うん。で、その話はそれで合ってるんですけども、例えばね、じゃあ、アメリカを、その原則で考えてみたときにですね、アメリカって、その、どこが、歴史上許された土地なんでしたっけ？まあ、彼らが侵略をしなかった場所ってどこなんでしたっけ？アメリカ連邦共和国にとって、自分たちのエスニックに正当性のある場所ってどこなんですか？いや、だから。植民地じゃない場所ってどこなんでしたっけ？いや、俺に聞いてどうするの？あ、で、いや、つまりアメリカは欺瞞がありますよね。アメリカは建国、ね、建国神話からすでに欺瞞まみれですよ。実はね、アメリカじゃないんですよ。国民国家に対して僕は欺瞞があると言ってるんですよ。もちろん日本だそうだよ。あ、その通りですよ。はい。っていう時に、はい。なんて言えばいいのか、つまりそれはどういう、うんうん、だから、うん、という時に、うんうん、イスラエル国家の成立過程は、うん、私も正当性があるんじゃないとかいうことは言えるかもしれない。いや、それはそれだと。もっと言うと、アメリカ国家の正当、経理成立過程も、はい、日本なんかに比べればまだ正当性あるかもしれないよね。なるほど。うん、という気はするよ。だから、うん、別にずっと住んでた連中、つまりさ、ディアスポラみたいなことになる、ことがならなかったさ、はい、まあ、国民であるという議論があるわけですよ、日本はね。なるほど、なるほど。はい。だから、小松左京の日本沈没って書いてあるわけでしょ。はい。小松左京の日本沈没っていうのは、日本人がディアスポラになったらどうなるっていうのを思考実験した小説でもあるわけですよ。日本人がユダヤの民のごとき、つまり国土を失ってディアスポラになったらどうするっていうことを思考実験した小説でもあったわけですよ、日本沈没ってのは。まあ、一応映画もさ、そこは橋本忍が脚本だからその問題意識は引き継いでいて、それはそれなりに描いている。まあまあ、つまりディアスポラになるような経過がなかったわけですよ。もちろんアメリカってのはさ、当然イギリスを追われた市政教徒たちがさ、作り出した国家ではないですか。それはその過程だから先住民を散々やらかしてきたわけですよ。っていうことはあるよね。うん、っていう時にイスラエルの現状と相似系なんじゃないのみたいなことは言えるわけですよ。っていう話でしょ。というか、というでも日本は別にそんな景気じゃなかった日本が、じゃあね、ドヤ顔してられるのかっていう、別に俺はそんなことはないと思う。国民国家の形成過程というのに、そのね、国を追われた民がさ、よそのところに行ってさ、その先住民をぶっ殺して回ったりしたような歴史というのはあるわけですよ。で、もちろん日本だって、まあもちろんまあご存知のようにアイヌであり、みたいなことはあるけれど、ただそういうところの中で、でもね、たまたま日本列島に住み着いていた人間たちが現在にいたりみたいな、ことは特権的なのかというと、まあ、少なくとも特権的であるという認識は持つべきだよね。とは僕は思うよ。ああ、まあ、仮にだからその議論で言うとですよ。で、その特権性に、特権性に、の連続性がその特権性にね、先住性がまた別に、安住すりゃいいものをああいうのとか やらかしまくってるわけですよね。さらに言えば近代過程においては中国とかまで突入しちゃうわけじゃないですか。ちょっと多分話の混乱が今出てきてしまうんですけども、まあ、何の話をしてるのかの辻褄をやっぱり合わせていきたいんですよね。うん、で、イスラエルがですね、建国してくる理由って、2000年前にここに住んでいたっていう理由でしたよね。で僕は思ってます。で、それで。まあ、けど、シオニズム運動の本丸はそういう話だったんだよね。うん。で、エルサレムも含めてね。まあ、未だにそうなんですけど。で、だからトランプの方がさ、エルサレムに対して。パレスチナ人も、いや、我々こそが先住民族だって言い張ってるわけですよ。でね。はい。で、日本で言うと、アイヌの話があるわけなんですけども、それで、じゃあ、まあ、それをね、どう考えるべきなのかっていう、まあ、琉球もね。例えば、まあまあ、アイヌでも琉球でも、まあまあ、ハワイあたりにね、たくさん琉球の人とかの子孫とかがいるわけですよ。で、それが退去して、まあ、もちろんアメリカがハワイにやったこともどうなのかとか、いくらでもあるよ、話。まあ、例えばそういうことですよ。例えばそういうことですね。で、それを、どういうふうに回復をするのかという話をしたときに、まあ、じゃあ、琉球に新しい政府を作りましょうと。でも、琉球にいる人たちが、まあ、まあ、かなり大和化していたりとかしたときにですね、もう、いや、もう、うちなぐしか許しませんよ、みたいな話になっていて、もっと言うと、もう、民族的に違うと、まあ、人種的にも違うぐらいに、もう、まあ、彼ら考えているので、それを押しのけてきたっていうときに、じゃあ、なんていう解決方法がありますかねっていうのを、まあ、一応、琉球の場合だったら考えてもいいわけなんですよね。まあ、日本だったら、まあ、例えば北海道であればどうできるんでしょうね。
アイヌがまあ世界中四方八方に散らばっていなかったとして、まあまあそのだんだんそのそこに人々を寄せていって、アイヌの人たちを寄せていって数を増やしていって入植をさせていって、でまあそのまあ大屋島系もしくは大和系の人たちがまあそこにいて、その人たちと民族対立をしていった時にまあどういう解決方法があるのかみたいなことを考えるわけです。いやだからね、ここはねすごくね、僕とね、はい、相川さんのやっぱね、秋元さんね、喧嘩見方の違いなんだよ、ね。あ、で何が違うと思いますか。いやいや、つまりさ、はい、その、はい、国民国家とエスニシティはずるいって話をずっと一貫してね。していて、で、僕も秋野木さんもそこは多分一致するんだけど、そうですね、リリージョンともぶずれますけど、ただ僕はそこに別に秋野木さんは違うっておっしゃると思うんだけど、そこでエスニシティに、あの常に準拠するっていうのが、僕はね、もしましてそこに革命の契機を見るということは違うんじゃないかと思ってんだよね。でもエスニシティが再帰的に見出、エスニシティすらも再帰的に見出されるものであることは了解されてるんだよね。そうですよ、はい。で、じゃあ具体的には何か革命の契機になると思いますか。ってことなんだよね、はい、革命の契機として使えるリソースは何かという議論でしょ。はい、そうです、うん、あのね、そこはエスニシティ、そこは結局、そこは貧富の問題よりもエスニシティに準拠した方がそのリソースとして強いって話をしたよね。そうです。でしかもね、貧富の問題をあのそこにも使えると思います。ちょっと面白い床屋制なんだよ、はい、そう思います、はい、いや本当におっしゃる通りなんですよ。床屋制なんて悪口言ってんじゃなくて、ただあの、エスニシティの方が、貧富の問題よりも、リソースとして使えるんじゃないか。なぜならそっちの方が、原理主義的な爆発力が強い。そういうことでしょ。で、もっと言うと、もっと言うと、あれじゃ、結局昔のマルクス主義的なさ、かつてのマルクス主義だったら貧富のね、格差問題で、ね、もっと言えば、だからさ、よくある話じゃん。ある種のマルクス主義者たちは、民族問題を軽視したって議論があるわけですよ。その通りですよ。あのね、かたいと民族問題よりも、はい、あの階級問題だよって話があったわけです。あ、そうそうそう。昔はね。っていうのがあったわけ。それが、あれじゃん、火星と告発で糾弾された、批判された、そういうことがあるわけだけど。あ、そうなんですか。ちょっとそれはね、多分僕は不勉強で、ちょっとその側面見れてない。だから昔のマルキストたちというのは、結局、その階級問題が最優先であり、エスニシティの問題というのはさ、後回しであるという。なぜなら、バンコクのプロレタリアートはね、そのようなね、あのエスニシティの差異に関わらず断固すべきであるからである、しちゃってみたいになったわけですよ。っていう時に、それはね、日本の文明だったら火星と告発っていうのがあった経過の中で、それで、あれじゃない、あの、要するに、まあ、それはアイデンティティポリティクスみたいな話とも繋がってくるんだから、やっぱりエスニシティの問題になっていくわけですよ。っていう時に、結局、あの、ね、今ね、革命のね、起爆剤としてのリソースとして、どちらが、何が強いかっていうなら、エスニシティの方が強いと。はい、いうのは、それはそうだと思います。ピケティが何をどう言おうが、やっぱりエスニシティの方が強い。で、そのエスニシティがなぜ強いかっていうと、結局これはある種の原理主義の問題と結びつくんだよね。そうですね。けど最適に満たされたアイデンティティというのが自分の本質であると考え、そこに命を投げ出す戦いの契機があるってことになり、人は今階級闘争のために命は投げ出せないかもしれないが、民族闘争のために命を投げ出す核を持っている、はいはい、あのハマスを見ればわかるでしょうって話になるわけでしょ。そうです。はいはい。そういうことです。でもね、これね、あの、これはね、悲しい世界ですよ。はいはい、うん、いや、あのね、あんまり、ね、これはね、これはね、非常に悲しい。これは実際そうなんだけど、はいはい、あのね、非常にね、本当に悲しい世界です。いやいや、僕ですとは思うけど、ね、とにかくね、ちょっと待って、漏れそう。ちょっと、というようなことを受けて、あの、ハイギキさんとか、ハチオさんとかですね、ミチャさんとか、どう思いますか。あの、ちょっと、二言ぐらいでまとめると、僕は、まあ、実はその、今回の戦争も、まあ、含めて革命を起こしたいんですけど、その革命をどうしていきたいのかの話をすると、まあ、その、まあ、パレスチナ問題の解決とかも、まあ、実際そうなんですけども、あの、まあ、階級闘争とか、まあ、機能的な側面を話してもしょうがなくて、象徴的あるいは文化的、模倣的あるいは、まあ、この世の目的的な部分、まあ、宗教的な部分とかよりも、まあ、その奥に、まあ、エスニシティがあるんじゃないかって話を実はしていて、で、それを使って、まあ、革命とかができれば、まあ、実は、まあ、その、日本のね、琉球アイヌ問題とかと、まあ、その、さっきの、まあ、その、なんだっけ、少数派である、まあ、トランスジェンダーとかね、もしくは、まあ、その、ゲイとかね、という話と、で、それをどうやって解決をするかの話が、まあ、多分、イスラエル問題とかでも一致するんじゃないかって思って言っている側面がありました。はい、革命は、はい、ミッチェさん、何ですか？どうして起こされたいんですか？そこまでして、何かのリソースを、まあ、なんか、引用してくるわけですよね。なんか、まあ、引っ張ってくるわけですよね。引っ張ってくるとか、もうほとんどなんかそれを利用するわけですよね。もちろん利用主義です、これは。この世の集合的な。これはもちろん、だってなぜかと、別に、秋野さん自身は、そういうのはないので、だから革命のための
リソースをどのように、資源をどのように動員するか。で、一番ね、より効率的に動員してるのは SDGs であり、だから。まあまあ、それって自民党でいいじゃん。もう自民党で万歳でいいじゃん。自民党は SDGs で基準。全然自民党はダメなんですよ。まあ、だけど、その話は一旦置いておいて。ダメだけどさ。いや、だからやっぱりさ、抑圧されたさ、あのさ、あのイスラエルによってさ、あの15年ぐらい接近時代に置かれてたさ、ガザの若いさ、連中をさ、あのね、あの、そそのかしてですね。やっぱりね、あの、死ね、あの、命をかけた戦いで突入させてですね、あの、っていうね、やっぱね、これだよねってハメネもきっと思うんだよね。理想世界って何なの？ね、理想世界は、あの、基本、あ、ちょっといいですか？あの、基本的には、少数派が多数派に気遣われながらそこに存在できる状態をずっと続けていくしかない。絶対だ！待って、理想世界ってあれ、死ぬ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 って言ってました。あれ、あの、死んだら、あれ、あの、死んだら天国で7人の女が待ってるあれじゃないよ。気を使われながらそこにいていいからね。ふざけんじゃねえよ、お前。女じゃない、処女でしたい。待ってんのは。みちょさんどうしたいんですか？普通に、あのね、堂々と一人前の人権であるなり、基本的に一人前の半人前だからね、お前半人前だから結婚制度とか採用できないからね。そういうの本当勘弁だからね。ほんとね、死ねって言ってんのも。え、待って、なんでそんな怒ってんの？待って、いや、やっぱ怒るよ、だって。マイノリティがマジで気を使わない世界があってほしいってこと言ったんですよ。気を使われながらっつかさ、気を使われながらって表現がさ、待って、とっても失礼だよ。待って、マイノリティがマジョリティに気を使わなくて良い世界があってほしいって言ったんじゃないの？違うの？気を使われながら。ちょっともう一回言ってもらいましたね。いや、気を使いながらの世界って言ってました。マイノリティがマジョリティに気を使いながら生きていく世界。マジョリティがマイノリティに対して気を使いながら生きていく世界に。いや、でも微妙で。微妙で。なんで、僕、例えばさ、今、障害者雇用で、一般企業で働いてんだけど、障害者雇用で、あのね、どれだけ気使われるか。それがね、僕にとってはね、むしろね、歯が良かったりするの。普通に一人前働きたいのに、その中でね、障害者雇用だから、ああ、こんな感じで、チュンフーゼのうちになんか、そのうちになんか、あ、まあ、期限来たから、来年みたいな人もいるわけだ。もっと叱ってほしいよ、例えば。なんかほら、仕事がさ、仕事のさ、上がりが悪くてもさ、まあ、しょうがないよね。じゃあ、そういう世界だから嫌なの。だからこれが、過去健常者だったら、ちょっとさ、もうちょっと頑張ってほしいんだけど、みたいのを、みちゃさんの、みちゃさんだったら、まあ、頑張ってよね、みたいな。そうそう、そういうのがすごいやん。じゃあどうしたいんですか？だったら健常者雇用でいいのでは。まあそうなんだよ。結局、障害者雇用に入ったもんで、そっちの方が入りやすかったから安心しすぎやんねんけど、僕正直。もちろんさ、多くのさ、まあ少なくとも三田さんが勤めてるような会社のレベルを受けて、障害者雇用の導入ってさ、これまた資本の問題じゃない。そうだ。SDGs 的なものまで含めたさ、ひっくるめて補助金が出ることも含めてさ、資本の問題じゃない。だから。まあ大事。まあ、ちょっとなんか、なんて言えばいいかわかんないですけど、まあ当事者性として言えば二つあって、僕は割と障害者に近いので、まああんまり普通の話が、普通の仕事できないですよ。一つが必要でね。テレアポできてるじゃないですか。まあそれは。あ、殺せん。とね、いや、合ってるんですけど、でもまあちょっと一旦その話は置いといて。今日も俺さ、うちのスマホのノートンの問題さ、殺せんかけてさ、結構なんかいろいろイラついてたんで、あれしちゃってさ、大変だなと思ってよ、その程度、まあ、毎時間1回は絶対ありますので、別にそれは大丈夫なんですけど、で、それは置いといて、もう一個が、僕ね、肉親がね、基本的に倍なんですよ。だから、で、それに対しての、なんか、なんていうかな、投資させみたいなのも、もちろん僕は持ってますよ。で、あなたは投資させは持ってる。倍である。その、母親には何かもしれない。なんか、心が倍だ。それは分かりました。そこぶっこんじゃうと、じゃあ、マジョリティで会うことの統治性は持ってないってことなんですね。実はないですよ。実はない。で、あと、だから、そこのマジョリティのことはあんまり考慮する。じゃあ、待って。マジョリティっていうのは、統治性がないからこそマジョリティ。待って。いや、違うんですよ。それも違うんですよ。はい。で、どうぞ。いや、マジョリティの自覚は持った方がいいと思うよ。マジョリティである人は。それはね、俺なんかがよくさ、嘘でもいいからバイって言っとけ問題。いや、もちろん見てたとは違うんだけど、だから嘘でもいいからバイって言っとくとマイノリティ。もう最悪だよ、あ、ごめん。多分見てくれてるルナさん、ごめん、俺タクシーで帰る。これによって俺に対する批判すべて差別発言になるぜ。あ、ごめん。上がってるか、八王さん見てみて、ちょっと一応。ごめんなさいね、申し訳ない。ごめん、ルナさん、俺タクシーで帰る。あ、まあ、じゃあ、ちょっとさっきの話を続けると、あのね、僕ね、僕のやり方は、いかに少数派であろうと、
多数派の、ヘゲモニーになったら勝ちになるので、わざとその記号に侵入していって、我々は多数派の一番真ん中ですよっていうふうに言っちゃうことを一番重要視してるわけなんですよ。でも、その時点でマジョリティなわけじゃないですか。あ、そうですよ。で、その時で、その時はなんかマインドのなんか変化をするのかなっては正直変化しない、変化しないんですよ。結局ね、少数派なんですよ。それってさ、だけど、責任を持つことが重要なんです。いや、だから責任を持ちながら、俺は、だから、マイノリティだから、なんか、まあ、排除されるべきとかまでは言わないでしょ。っていうのすごい暴力的じゃないですか。だから逆なんですよ。ユダヤ人もよくやってるのが、ね、少数派だからこそ、多数決のもう一番真ん中の採択者とかになっていって、ヘゲモニーを担うことで、ようやく、人数的に少ないので、ようやくヘゲモニーになったら、多数決でも勝てるっていう状態をずっと続けるわけなんですよ。どこの国でもやってるんです。で、それを僕はやってるんです。日本はやってる。はい。で、それで、だから、まあ、ある言葉で言うと、左翼の中の左翼的な話をずっとしているけれども、その理論を持ってきて、右翼の中でどう勝てるかの話の方が重要になってくるんです。宗教的な右派でもあるし、まあ別に民族的な右派でもあるし、そういう話を、まあどこまでできるかの話で、それからセクシュアリティに関しても、じゃあ、マイノリティであることで、まあいろいろ痛めつけられてるのはまあわかるんですけども、いや、それでね、じゃあ、結局多数決の人たちの中で、彼らもね、全然。これでプラスアレンジャーしてますよ。全然彼らも差別意識がないので、彼らに差別意識を植え付けることの方が逆に問題なんですよ。あ、誰が？で、まあ、少数派の人たちが、いや、あなたたちは実は差別してますよっていうことですよ。それがまずい。当たり前じゃない。それは言わないとダメやん。何言ってんの？何言ってんの？で、それをね、ミチュさんが今ここで言ったところで、マジで一言も響かないのが多数派なんです。言い方ですけど、いや、ギリギリそういうもんだよ。で、だから、それをそういうもんだと僕は思ってなくて、思ってないとか思ってるから。これはね、正直僕は身を挺してやっていくしかないから。顔出して、顔出して大丈夫。まあ、まあ、まあ、この状況で顔出すのもいいけど。いや、嫌なら、あ、もうちょっとなんか、見たかったよ。普段は、前ね、俺と一緒に政治ネタやってた時はね、みちゃさん顔出してたんだけど、まあ、いや、このモードで。ただ、俺と秋野さんでや。それで、そう、ってんの。うっちゃんの俺と秋野さんでや。それでね、ギリギリ。とりあえず、みちゃさんの話に対して僕が今一番言わなきゃいけないのは、僕は、じゃあ、バイスリアルの、権利を向上させるのかというと、実は少数派に紛れ込ませて、で、それで多数決の真ん中でそのヘゲモニーを握らせることをやろうとしてる。だからね、秋野さんね。わかりますね。秋野さん、秋野さん。俺ちょっと言いたいのはね、かなりね、マイノリティとしての実存ってものをきっちり内面化して持ってる人に対してね、マイノリティとして自分がマイノリティとして名乗りを上げていく戦略の話をするのはかなり時代ですよ。実はね、その話を全然してなくて、マイノリティじゃなくて、違います。それはね、俺が言ってるのに、嘘でもいいからバイって言っとけと何が違うのかって話になっちゃう。何が違うのかというと、嘘でもいいから多数派だって言っとけって話ですよ。多数派だってマイノリティは言っとけってこと？そうです。私こそが多数派の中の、まあ、ヘゲモニーになってる人間だっていうふうに言ってるわけですよ。それって、まあまあ、ある意味アメリカ的じゃん。うん、すごくアメリカ的というか、アメリカは、アメリカもやってなくないですか？アメリカは、いや、アメリカの、いわゆる、いわゆる、つまり、結局、今の、我々こそが多数派です。そんな、せっかく持ったハードステイヤーズポップシンガーみたいなレベルの人、ポップシンガーとかは、そういう、あざとそういうアクションをすること。いや、つまりね、結局、いや、こういう議論ってあるわけじゃん。つまりさ、要するに、オバマはアフリカンではあるので、それで大統領になった。でも、そのようなオバマのアフリカンに共鳴するね、人々というのはアフリカンでなくたって、白人、ワスプにさえね、いるんだみたいな戦略をやるわけよ、オバマは。そうですね。例えば、それはあるわけ。アメリカの中で、その大衆戦略としてあるわけですよ。例えばね、それは、このマイノリティである私は、ね、別にアフリカンであるだけでね、かといってアフリカンだけね、連帯してるわけではないと。あらゆるアメリカのマイノリティ、あるいはマジョリティの中にもマイノリティ性はある。そういう人々を連帯せよっていうボナパルティズムがあるわけですよ。あ、そうですね。ボナパルティズムは。っていうような、これはボナパルティズムなんで、いや別にオバマが悪いとは言わんがボナパルティズムですよ。それは歴史的に言えば。で、っていうボナパルティズムをやるわけ。つまり、あらゆる階級や内野の差別構造があるわけですよ。そのあらゆる階級や内野の差別構造を、なんつうかな、全部さ、ガラガラポンにして、すべてがね、ある代表者に集約される。それは、アメリカという物語、アメリカはマイノリティの物語であり、そのマイノリティの物語、マイノリティが権利を獲得してきた物語の中の
頂点に自分がいて、うん、その歴史の果てに自分というものがあって、うん、それは別にアフリカンだけにとどまらない、うん、あるいはアメリカンのマイノリティ、あるいはアメリカンの中でマジョリティと思ってるあなた方たちさも、あるいはマイノリティなんだ、だから私に投票しましょうっていう戦略をオバマはやったわけですよ。あれし、すごく左翼ドリームみたいなのを。だからそれはボナパルティズムですよ。あのベタにやったりそれ。で、その逆ボナパルティズム返しをトランプでされたわけ、うん。トランプはトランプで同じことやったわけ。つまり、あいつはあいつアメリカンなのエスタブキ社会のはぐれもんだった。っていうマイノリティが、ね、あの要するに俺はマイノリティだって言うわけよ。大金持ちなんだけどさ、うんうん、マイノリティだって言って、それでエスタブキ社会のはぐれもののマイノリティで、お前らもそうだろって言ってさ、トランプ、あの、トランプの1分分の時給ぐらいしかもらって、年収でもらったような人々が投票するわけですよ。っていうような、それはやるわけ。それはボナパルティズムってことなんですよ。それは、要するに、マルクスがカッパしたように、民主主義、いわゆる民主主義というものに伴うバグとしてのボナパルティズムってのがあるわけよ。つまり、個別の階級利害みたいなものを無化するようなさ、ドリームを歌って、それでみんな個別の階級利害と相反する投票行動を行い、それで、それで、ある種アウトサイダーがてっぺんに行くっていうのがあるわけ。これはヒトラーが行ったこともある意味で一緒なんですよ、実はね。要するに、ヒトラーの場合はもっと資本階層は妥協ね、もっと利害関係の妥協をやったんだけど、要するにメイクドイツグレートアゲインをやったわけですよ、ヒトラーはね。っていうのは、プーチンだって一緒ですよ。っていうのは、メイクロシアグレートアゲインですよ。っていうようなことで言うならば、まあそういうことはあるけれど、ただ、うん、まあむっちゃけて言うと、なんて言うのかなって、秋野さんはそれをしたいの。ね、たぶんちょっと、ちょっと途中から。だったらちょっと物語が足りないな。もっとね、秋野さん、もっと物語を付加しないと。あれさ、2011年に福島にいたとかじゃないだから、親父がケニア人でハワイに育って、インドネシアで生まれたぐらいの、親父がケニア人で、インドネシアで生まれてハワイに育ったぐらいの、オバマみたいな物語がないとダメじゃないですか。だからね、その話は、ちょっと多分分かってる。あと、ルーサー・キングの演説に感銘を受けたとか、そういう物語必要だと思うんで。多分分かって言ってると思いますけど、この国にはそういうものが一切ないので、だから逆に、少数派の出身の人間こそが、私は多数派ですよって言ってた方が、まあ、いろいろやりやすくはあるんですよ。どういうこと？そういう人はいっぱいいる。まあ、だからね。少数派の人間は私は多数派ですって。ね、だから、それは橋本徹仕草になるじゃん。つまり、被差別部落出身ですよ、彼は。彼は被差別部落出身の彼が、つまり田中角栄だ、そうなんだけど、つまり、要するにそういうのあるわけよ。つまり、階級問題だけで言うならだよ。差別問題や階級問題で言うなら、田中角栄がさ、小学校卒の小せがれが、いや、小学校卒では厳密に言うとなかったんだけど、とはいえ叩き上げですよ。確かに叩き上げですよ。あの世界、あの当時のね、日本の社会だから叩き上げですよ。っていうのが、日本人の高度経済成長の日本人のドリームを体現したわしであるっていうところで、圧倒的な支持を一時受けたっていうのはあるし、それで橋本徹は被差別部落の出身であるっていうことは、橋本徹のウェイクポイントでは何もないわけ。ね、だからこそっていうのがあるわけ。もよくて、だからまあ僕がね、ゲイで在日朝鮮人で、まあちょっと一応まあ黄色人種で、まあ在日朝鮮人でいいか、まあみたいな、まあその、なんか。在日朝鮮人って何が在日朝鮮人？いや、僕が在日朝鮮人でもいいじゃないですか。で、っていうことになったとして、仮にそうだったとしたら、じゃあそれでもいいので、私は、まあ、大屋島民族ですよ、その知的階級ですよ、あるいはまあ政治エリートですよっていう、それは荒井翔慶路線じゃないですか。誰ですか？それは荒井翔慶の路線じゃないですか。荒井翔慶って何ですか？知らないよ、いや、知らないよね、ごめん。いや、荒井翔慶っていう在日コリアンなんだけど、で、そのことを、まあ、釜をせざるを得なくなったんで、石原慎太郎がやらかしたので、石原が、つまり、当時石原慎太郎が、まあ、勝手に言うと敵対関係があった自民党内なんだけど、荒井翔慶ってあいつは、黒シール事件ってあったわけ。石原さんがあいつは在日だってな、石原の選挙参謀どもが、石原が、まあ、指揮命令したかは知らんけど、石原が多分了承してんでしょ。要するに、それで、荒井翔慶は、在日だっていうのをね、選挙区にビラ入って回って、それで当時荒井翔慶の親分だった渡辺道雄が切れたっていうのがあってさ、あいつは日本人だって、荒井翔慶帰化してるんですよ。帰化してるんですよ。で、ただ荒井翔慶ってのは、そういう中で、要するに、在日公議員であることをある意味でカミングアウトせざるを得なくなった中で、自民党の中でホープとして乗せていくんだけど、まあ、汚職は実際あったようなんだけど、やっぱそこで引っかかった中で、首作って死んじゃうんだよね。もうそれは20年ぐらい前のことなんだけど、20年以上前なんだけど、首作って死んじゃうんだけど、要するに、ある種のマジョリティ勢力の中でマイノリティが、ある意味でマジョリティに同化してやっていく戦略の中で、荒井翔慶はやっぱり日本の中にあった差別構造の中に結局阻まれて、
結構あるんだ。まあ別に荒井翔慶がね、いい政治家だったかは別の問題なんだけど、やっぱりね、いい政治家だったとしましょう。いい政治家になり得たとしましょう。いやいや、要するに首っこって死んじゃったって経緯があり、荒井翔慶がやっぱりああいう死に方をした背景には、彼が在日コリアンだったことやっぱり大きかったとは思うんだよね。そういう問題はあるの。つまり、結局、マイノリティがマイノリティに出ることをね、出して、それでマジョリティの中で、ね、あの、ノスティック戦略みたいなことが日本の自民党的な世界の中で、普通の意味で可能であるかっていうと、荒井翔慶っていうのを俺やみちゃさん思い出したよ、世代的に。まあ、この前、荒井翔慶問題ってあるで、在日の、あれ、ウィグル人だよね。ウィグル人の方が、当選されて、ちなみに、でも、彼女が当選する過程の中で、ちなみに、婚約ルナさんがね、あの、マイノリティ本人の当事者性と、マイノリティの家族である当事者性は別だと思うと。あの、俺、家族にマイノリティがいるんだけど、みたいのは、あのね、それで俺マイノリティなんで、みたいのは、なんかね、あの、何言ってんのこの人みたいな話になってますよ。なんか、俺友達に黒人いるんで、みたいな話になっても困るんですけど、みたいな、そういうあの、ってことになってますよ。まあ、僕も友達にいるんで。いや、いいんじゃないですか、それは。いいっすね。それはダメ。いいっすね、じゃない。いやいや、これもっと、これ、ああ、いや、あ、でもね、あの、結局、秋野さんのマジョリティマイノリティ問題ってどういうなってんの？いや普通に、俺ながら整理ができないんだよ。わかるんだよ。自分がマイノリティ性が合うってのは多分秋野さん見てるわかるな。ね、あんまりね実は関係なくて、まあ、僕が仮にマジョリティ出身であれマイノリティで出身であれ僕はマジョリティだって言い張ります。でしょ？数多いから。だからむしろ秋野さんはあれじゃん、マジョリティであるさ罪を背負う教授みたいなスタンスでしょ。あのね、ちょっとそれは本当は違う。まあ、ちょっと余計な情報を一回忘れてもらいたい。僕は、僕こそがマイノリティじゃなくて、あ、僕こそがマジョリティで、マジョリティであるお前ら、マジョリティであるお前らの牽引役なんです。マイノリティがマジョリティであるお前らを牽引するみたいな。そうです。アラビアのロレンスとかも、そういうことです。だけど、アラビアのロレンスは、イギリスのマイノリティがアラブのレンス、イギリスのマイノリティがさ、あの、要するに、イギリスからすればマイノリティでアラブの連中を率いて、でも最後引き裂かれるって話だけどね。あの、同床異夢だったって話だけどね。ドイツ同床、同床異夢だったって話だけどね。いや、そうなんですけど、つまり、アラビアのロレンス、アキノギって話でいいんですよ。あのね、ちょっと違って、じゃあ、例えば大清帝国の官僚とか、あ、じゃあ、あのね、そのアラビアのロレンスが、まあ、戦っていたオスマントルコの官僚とかは、実はね、エチオピアの官僚とか、エチオピアの黒人とかなんですよ。で、ゲイとかだったんですよ。が、カンガンになることによって、まあ、ある言葉で言うと、こう、ちょっと王権に取り入って、で、まあ、そのオスマントルコっていう、もう、世界帝国の中で一番、こう、ヘゲモニーになった状態になるわけなんですよ。例えば、そういうことです。僕がやろうとしてるのは。で、だけど、まあ、だから、私こそがオスマントルコの中心であるって言ってる人は、まあ、実は、まあ、秋野さんが言いたいことは分かるんだよ。なん白人によって分かるんですよ。それはあれなんですよ。つまりさ、結局、マジョリティ、マイノリティも、エスニシティも、何もかも全てがさ、入り組んでさ、混ざり合って、相互関与して、混交している状態の中で、はいはい、どのように、でもこのアイデンティティポリティクスのご時世の中で、どのようにやっていくかっていう戦略を考えている。そういうことでしょ？それになってます。そうです、そうです。あ、じゃあ、電車なんで帰ります。電車なんで帰ります。あ、これ、ツアーに会いたかったのか。いや、そうそう、だから、銀行の記事が落ちた。あ、そうですか。あれ、落ちた。全然ダメだった。で、愚痴りたかった、彼女に。うん、そうっす。で、まあ、言っちゃうと、まあ、名前でした、会いたいじゃないですか。あいつ最優秀賞。あいたもこう、何出したの？出して、まあ、言っちゃうと、私がちょっと文章とかサポートしてたんですよ。え、でも、あいたが最優秀なのはこれなんじゃないの？ほら。いや、じゃないじゃない。これはないのか。ないない。関係性の問題ではない。ない。だったら私だって同じぐらいの関係性で。わかったわかった。で、それは、じゃあね、でも、俺、勝手に言うけど、ルナトさんは多分、八王さんのこと全然好いてると思うので、人として。個別で愚痴ったらいいと思う。今日はちょっと、別件とかありつつ。別になんか、会って話すぐらいの話はね、別に DM とかするもんじゃないけど。わかったわかった。でも今、彼女聞いてるから多分、聞こえてると思う。ただに私が今日凹んでたって話です。わかりました、ほんとに。彼女もね、あ業界って今言って、あ業界って、待って、一応彼女がね、サポートで最優秀賞なら、八王さんも次はいけるでしょう。やつは相手さんの件で。どうだろうね。じゃあ、お疲れ様です。ねえねえ、お疲れ。あ、別に相手が取ったのは、それは、いいことは、私も祝福できることなんでいいんですけど。あ、分かった、分かった。あと一個だけ来て、フライングポットってあなた行った？行ってない。あなたも行ってないか。うん、行ってない。分かった、了解。あかねえぜ、誰も行けてない可能性。まあ、やばった、お疲れ様ですと。
あ、というか、秋野井さん行ったよねって話。秋野井さんが行ったね。うん。赤根さん、秋野井さんが行っても。うん。で、まあ、だから、なんだっけ。だから、まあ、さっきのその、オバマとかの話とか、まあ、もしくはその、トランプとかの話は、それで合ってるというか、その文脈の中で、まあ、僕がやろうとしているのは、実は、ボナパルティズムを意識的に形成したい。そうです、そうです。はい。普通に入ってます。ボナパルティズムは意識的に形成したい。あ、ね、たぶんその話はわかんないので、ちょっともう一回話をすると。オバマ、トランプ、自覚的でしょ、さすがにそれは。いやだから自覚的に形成したいで、別にオバマもトランプも自覚的だったけど、オバマで、あとは自覚的に形成できる玉かそうでないかって問題がある。ちょっと違うんですよ。我々は結局、なんだろう、少数派だって言ってるんですよ、彼らは。でも、だけど僕はじゃなくて、我々は多数派だって言ってて、全然多数派じゃないっていう状態を作り上げてしまえばこっちの勝ちですよって話をしてるんです。我々は多数派だ。何が誰があの、ま、だから、あの、まあ、どうせここにいる人たちは全員少数派なんですよ。まあ、いろいろあって少数派なんで、まあまあ、それは置いときましょう。で、とにかく、まあ、僕はね、多数派かもしれません。でも置いときましょう。まあ、多数派出身であれ、少数派出身であれ、多数派っていう構造の一番トップに立つことが重要なんですよ。それってちょこちょこあるとは思う。菅義偉って、まあ、もちろん村長ではあった親がいるとはいえ、村長から基本的に、村長の親から、うん、ほぼ感動みたいな状態で、結局、法制の2部からスタートして、はいはいはい、もはやさ、あれそれで、田んぼをこう、なるほど、あれじゃん、尾長とさ、実は法制で接点なかったから、同期でさ、うんそれをさ、オナガをなだめようと思って言ったらさ、ガンガン突っ込まれてさ、不発に終わって。ただ、一つ言えるのは、うん、実はさ、あいつ段階なんだけどさ、うん、段階の際なんだけど、でもあれ叩き上げ。つまり、ポイントはなんかと、もう要するに段階の際ですよ。つまり75とかですよ。うん、それでも叩き上げは珍しいって話なんだよ、あそこまで行くやつ。まあ、自民党が見るんですよ。自民党に置かれては。っていう状況なんだよね。うん、だから、いなくはない。いや、つまりね、いや、だから、あれでしょ、ほら、みちゃさんってさ、みちゃさんのツイッターアカウントってご存知？秋野さんは。見たことあります。いや、だから要するに、かなり細かい政局をずっと具体的にやっているので、うん、でもみちゃさんからすると、秋野さんのおっしゃってることは、なんとか、まあ、体験総合はいいんですけどね、みたいな。うん、うん、まあだから、富山さんとかがね、富山さんが来たるべき第4次世界大戦で第3次いつ終わったんだみたいな、第4次世界大戦。富山さんの方はまだね、やっぱね、もうちょっとやっぱね、まあ、で、みちゃさんだと、ごめん、富山さんは第三次世界大戦って言ってますね。やっぱね、はい、まあ、あれをずっと、まあ、何十年間やってきただけあって、まあ、芸がもう、達者というか、まあ、まあ、要するにあれだよ。まあ、正直、どうかなと思っちゃうところはいっぱいあるんだけど、でも、富山さんいいよね、パレスチナのことが何一つ言ってないでしょ、多分。まあ、貸しないでしょ。だから、これ、こういうのあっぱれだと思うんだよ。実はさ、ほら、ああいう左翼業界でさ、なんかさ、うん、いろいろ著名人みたいな人ってさ、うん、パレスチナ問題とかね、なんか発言しなきゃいけないかもしれないみたいな、抑圧みたいな、なんか無言の暗黙のさ、なんかを感じるかもしれない時にさ、うん、一切パレスチナに言及したいような気がするんだけど、あの人さ、さすがだと思うよ。これはすごいと思う。いや、だから無視していいんだよ。なんだろうな。やっぱ、もっと、周囲的なところ、すごいなんか、世界的な、ことであまり考えてない感じがする、ね。僕、う、は、ん、あの人全然好きじゃないんだけど、全然。うん、いや、あれとね、それこそ小さなことからコツコツとかすごいよねって話。あ、すごい。あれはすごい。あれはね、半端ない、うん。あれはすごい。だって、あんなことやって、まあ確かに変な人を排出することはできるけど、別にそれが何かにつながるかというと、まあ、可能性が、1ミリあるかすと1ミリあるけど。だからさ、まあ別にさ、うん、あんまりこういうことは言いたがないが、うん、別にイスラエル大使館の前で抗議コートで集まってるだけで、うん、ガザの人と本当に連帯できてると思ってる人があんまりいないと思うんだけど、まあね、それがいるとしたら結構微妙な問題だとは思うけどね。ただまああれなんだけど。うん、まあいるとは思うけど。ただ、で、もちろんここまで秋野流をしてらっしゃる秋野さんは当然イスラエル大使館が言ってるんですよね。いや、言ってないです。はははは、でしょ。まあ、それはそれで別にそう。だからあれです。でもね、なんかね、うん、あ、いや、全然行ってもいいですよ。ちょっと行こうかなとも思ってます。ただ、いや、俺も行ってないので、あれなんですけど、そうなんです、なんかね、もう最近スタンディングとか退屈でさ、ひどいこと言ってるね、俺みたいな話なんだけど、まあ、ちょっとだから、その話でもし寄せるんであれば、まあ、じゃあ、イスラエル大使館に行くんであれば、まあ、なんだろうな、そのイスラエルとか、まあ、パレスチナ問題を話し合う国際ネットワークみたいな話の方に寄せていった方が多分いろいろ権力取れるのかもしれないんですけど、でも、だからこの人は、ほら、
一田さんも知らない。都知事選出るんですよ。ああ、まあ、まあ、そこはね、頑張ります。はい。で、頑張った後で、出るのか、とりあえず、当然、ここまでおっしゃるからには、都知事選に出るときの公約として、はい、あの、イスラエルとの連携は全部解消するってことですよね。ああ、いや、あのね、でも、それはできない。都ができる。できない。いやいや、別に、小池はほら、だから、とりあえず、あの、あれですよね、プライドパレードからはイスラエルは締め出しますっていうのは公約にするようにしますよね、当然。あのね、もし出すんであれば、あの、イスラエル側は、まあ、その、北緯南道線以北に、まあ、あの、結集して、で、南パレスチナ、まあ、パレスチナの南の方を独立させなさいみたいなのを公約に持った方がいいと思います。それが、まあ、僕の一番の妥協点だと思います。まあ、妥協点ですよ、そう。はい。まあ、ちょっと、まあ、エルサレムの帰属はどうする？ああ、どうしましょうね。まあ、国連で歓喜するしかないんじゃないかとか、うん、あれは更地にした方がいいんじゃない？あれは更地にした方がいいんじゃない？それは良くなくて。あれは更地にした方がなんか、あの、ね、紛争がなくていいんじゃないかな。まあ、キングダムオブヘブンってあるもんね。ちょっと違っていて。あったよね、あったよね。いや、だから、エルサレムも教会破壊してるね。だから、キングダムオブヘブンってさ、あの、見てるでしょ？あれでさ、あれ主人公がさ、ほら、あのさ、あの、サラディンに言うじゃん。笑いすぎイスラムのさ、あの、すごい、あの、良識ある長儀さ、言うじゃない。長儀さ、あの、良識ないっすけどね。いやいや、実際のサラディンはあんな良識あるじゃないとしても、それであれだよ。エルサレムとは何だってサラディンがさ、超かっこよくサラディンがさ、無だって言うんだよ、ナッシング。いやー、ありましたね、ナッシング。エルサレムは無なんだよ、ナッシングなんだよ。あの、ちょっとだけ、ちょっと。でも我々はさ、京都が爆撃したったら切れてさ、あのさ、爆撃したところは寝たやすぎするけどね、あの、はい、僕はナッシュアリストなんで。ちょっとだけ、はい、何ですか、はい。なんとか、選挙出るんでしょ。で、これは多分、富山さんとかの一つ、うん、あの、石を投げ込みたいってわけではなくて、はい、多分、継続的に権力を取っていきたいって方で、多分考え、じゃあちょっと、富山さんみたいに。いや、真の富山光一の後継者は誰かって後目争い、あ、そういう問題じゃないですか。そういうこと、まあ、そういうことはないでしょ。まあ、でも、そういう側面もありますけど、あんまり話さない。道さんの話は何でしたっけ？例えば、はい、あの、それは、例えば、あの、権力を取っていくって話なんですよね。多分、あの、富山さんというのは、どうしてもやっぱ、もちろん、今でも権力を取っていくことは考えてなくはないとは思うけど、うんうん、まあ、一石投じて、さらに、まあ、今教えているいろんな人たちが、どういう形で変化していくかな、というのを多分、今見てるんですよ。あのね、富山さんは、おっしゃる通り、一石投じる人なんですけど、僕はヘゲモニー取りたい人なので。そう、そこが違うんだよね、はい、と思ってて、はい、そこが、まあ、都市に違うんだとしたら、うん、多分、なんていうのかな。かもしれません。いや、でも、まあ、もし違う、はい、まあ、まあ、まあ、こういう構造で今読み解きましょう。はい。なんていうの、でもちょっと図紙が、もちろん遺跡投じたのもあると。うん。遺跡投じた上で、はい、さらに継続的にやっていきたいと。はい。いわゆるその、継続的に、まあ、って何でしょうね。まあ、いや、例えば、権力等には、現状の、まあ、いわゆる日本の社会であれば、まあ、革命を起こすっていうのも一つの手ではあるが、革命というのが、まあ、多分、最初の段階では多分辛いと思うので、その中で、やっぱり選挙ってある程度成果を出す。まあ、もちろん当選すれば一番いいわけですけど、まあ、手汗しないなんで、まあ、ある程度成果を出す。そうで、あのですね、ちょっとそれも、もしかしたらごめんなさい、ちょっとずれてるかもしれなくて、うん、僕は選挙で結果が出せると、まあ、いや、まあまあもちろん。3日前にね、この人とね、あの、秋野木さんと配信でさ、はい、じゃあ日本共産党のさ、うん、あの、宮本健二路線は、じゃあいいのかっていうと、それも違うっていう話なわけですよ。あ、要するに特急路線があって、うん、でも特急路線のままだったらさ、日本共産党今頃ないので、ああ存在してないので、あの、角丸派のとか中核派と同じ扱いになってたと思うので、まあ、っていうところで言うと、あの、だから、宮本賢治のあのやり口は別にして、うん、存続としか、存在感の発揮ってみたら賢明だったんだよ。あの、議会制民主主義に武力闘争を放棄し、まあ、中共とロシアと縁を、ソ連と縁を、ソビエト縁を切り、それ議会制民主主義でやっていくっていう路線は、あれなんだけど、そういう話もしたんだよね。でも、秋野さん的にはそれも違うと、革命的ではないと。まあ、仮にもしやれるとしたら、佐野鍋山路線で、そのまんま、それはまた戻るね。革命党派に行くんであれば、まあ、行けるかもしれなかったが、で結局それはね、北一騎でしょ？で、北一騎はそして失敗するんですよ。で、だから北一騎よりも先をやらなきゃいけないので、またちょっとこんがらがるんですけどね。だから北一騎の失敗があるとするならば、はい、いたずらに武装放棄をあんまり準備なく適当に進まして歩めにやった。違う、天皇の言うこと聞いちゃったんですよ。それが間違ってます。
いや、別に、だって、もう、226の兵隊たちはさ、兵士たちはさ、発動して以降はさ、あの、青年将校たちは発動して以降はさ、はい、別に北行きがどうとかじゃなくて、はい、まあ、陛下のあれで、まあ、引いちゃったわけじゃん。うん、北行きは陛下が何と言おうとや、ああ、もちろん北行きは読み誤ったんだよ。北行きは陛下が乗ると思ったんでしょ、はい、北行きは陛下が乗ると思っていて、うん、ええー、ってなったのも、それはそういう事実なんだが、うん、まあ要するに、それは北行きの読み誤りはあったけどね。結局だとしたら、うん、要するに陛下のだというものに頼らずにやるしかないってことですね。そうそうそう、そういうことですよ。そういうことです。はい、全くそうです。はい、超越的な権威にね、頼らずに維新革命やるしかないということでしょ。はい、まあだから権威は権威っていいんですけど、権威にもう歯向かうぐらいで権力が存在してないと役に立たないわけですよ。うん。うん、だから安倍ちゃんとなぎ、秋人のせめぎ合いは良かったよね、みたいな。まあ、合ってるといえば合ってますけど、まあ、ただ、もうあれに関して言うと、だから日本でさ、同席改正民主主義なんで。日本である程度さ、はい、それなりに頭がいいと思われるだろう人々がさ、言うさ、天皇制支持論って何かっていうと、権威と権力の分散は良いのではないかって議論なんだよね。あ、そうそう、そうなんですけど。メブさんとかも言ったけど。あ、ってます。合ってるんですけど、でも、で、結局、その、北一揆みたいな人が、結果的に天皇の言うことを聞いちゃって、まあ別に北一揆ではないけれども、まあ、維新の、北一揆は、ええってのは読み誤ったでやって、あ、それは、陛下は俺についてきてくれると思ってたと思ってなかったと思うんだよね、北一揆本人。あ、で、それもね、それで合ってると思う。北一揆は戦略の読み誤りですよ。うん、で、そうなんですけど、じゃあ、それはもう当事者の話にしましょう。だから、まあ、要は、まあ、磯田とかが、なんで、まあ、あそこで引かなければいけなかったのかというと、いやいや、だって青年将校たちは陛下が、青年将校たちは陛下を信じたからです。で、それが間違ってるんです。で、それはファンタジーだったんで、そうそう、陛下は自分の重臣たちが殺されてブチ切れですよ。あ、そうそう。で、それもそうなんですよ。で、だから、自分の重臣の重臣たちが殺されてブチ切れですよ。あ、そうです。で、どうしたらいいのかというと、いや、それでも、天皇陛下がどう言おうと、まあでも我々は、まあ、過去の日本の歴史を参照して、天皇陛下の言うことばかり聞いていたら良くなってきたわけじゃないじゃないですかっていう話をできるのが、まあ一応、征夷大将軍の役割だったわけですよ。なお、千年犠牲の単位で言うならね。あ、で、千年犠牲の単位で言うなら、うん、陛下なというものは、うん、別に、いらないので、いらないというか、権威と権力の分散ということでだけ意味があったわけでしょ。まあ、やっぱりいらないは言い過ぎで、いるんですよ。言ってね、それは。だから、統治権力に対して、権威の保障をするものは別宛であった方がいいんじゃないか。あ、そうそうそう、もうまさにそう。で、それはそれは。それはもう鎌倉以降の知恵ですよ。いや、で、頼朝以来の知恵ですよ。僕はね、その保守主義に立たなくて、もう言っちゃえば、実力だったんじゃないですかって話をしてるんです。いや、もちろんそうで、うん、鎌倉の13人に戻れば、はい、頼朝の時代ですが、要するに、簡単に言うと御所とね、はい、鎌倉の攻め合いがずっとあって、権力闘争がずっとあって、はいはいはい、その中から最終的に武家が、要するにやっぱりね、制していくって経過があるわけじゃないですか。で、当時誰で忘れたよ、言葉だっけ、言葉を島流しにするとかいろいろあって、はい、そういう中で制していくって経過があったわけでしょっていうことがあるんだけど、ね、ただ、はい、で、それと、この、2023年の日本と何の関係が、いや、ね、うん、で、つまり別に、今のご時世に、北行きが打ってたら、うん、今の鳴人天皇は、別に玉にならんなと思うわけですよ。あ、で、それはなんでなのかというと、天皇が、権威でもあり、権力であるっていう時代が、日本にとっては近代的な制度を成し得なかったからですよ。で、まあ、というか、近代そのものではあったんですけど、それは真の近代は共和制において固言するっていうの。あ、そうです。あ、そういうこと？あ、そういうことです。あ、はいはい。はい、で、だから、それは具体的にはどういうことかというと、じゃあ、あなたは体に公人的な意味で言うと、共和主義者。じゃあ俺と言って。簡単に個人の話がちょっと実は分かってない。いや、つまり基本的に言えば、簡単に言えば、はいはいはい、フランス革命について是非は山ほどあるが、はい、王政を全部全面的に排除し、宗教色も全面的に排除していく過程というところの中での共和制というものが、やはり、まあ一応一番まともなんじゃないかというところの中で、ということで天皇制反対であるということがあるわけです。ね、ちょっと言い方には気をつけたいんですけど、合ってます。ということはあるわけですよ。だからそれはまちろんアメリカだって同じくであり、だっていうところで、ただ問題はここで、確かにね、ある種のさ、メプーさん的なさ、天皇制護持者が言うこと、擁護者が言うことがあ、確かにね、ある種のね、リアリティはあるんだよ。つまり、日本で大統領制を導入すると、ろくなことがないんじゃないかって議論もあるんだよね。で、安倍ちゃんのあれに対して、なんかね、なんか安倍ちゃんのあれに対して、なんか仕草で憂慮を表明してるような仕草をされる、先代の天皇がいて、アッキーがいて、
先代の秋人がいて、で、で、もちろんこんなのね、もちろんさ、わ、ごめんなさいね、はい。ちょっと、それ撮ってもらえないです。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。申し訳ないです。ちょうど切れたから。はい、ちょっと、めっちゃさん、また、見てみろ、で、上がってるかどうか、上がってると思うからね。上がってると思うんだけど。で、それで言うと、だからそれで言うとね、ただ、じゃあもちろんね、安倍ちゃんのあれがあって、それに対してなんか遊具をするような仕草をね、直球では言えないからさ、はい、仕草を見せる秋人仙台天皇がいたみたいな話があるとしよう。で、はいはい、でもこれは反天皇制運動やってる人からせば、俺も同意見だよ。同意見だけど、ただのグッドコップ、バッドコップの役割分担にすぎないであって、結局統治権力の総合感に、それは秋人のつもりがどうであれ、統治権力の総合感になってるし、で、秋人は秋人で、結局天皇制というかさ、天皇家というものがやっぱり維持存続されるということが、やっぱり最重要命題であるのは一つの事実ですよ。秋人という人が、戦後民主主義者である程度あるというのは多分事実なんだけど、親父の罪をあがなおうとしたのも事実なんだけど、でも、彼にとっては親父の罪のあがないというのは、やっぱり天皇制の存続のためなんだよね。天皇家の存続。もっと言えば、天皇家の存続のためなんですよね。っていうのがあったときに。途中からね、天皇家と天皇制がやっぱり混同されてるのに。というのは、違う、秋人にとって、はい、天皇制と天皇家っていうのはほぼイコールなんです。うん、つまり、うん、天皇家というものは天皇制の元の中でしか存続し得ないというリアリスティックな認識があるってことなんですね。つまり、うんうん、天皇家が一民間人になった時に、もっとね、どんな目に遭うかわからないわけ。いやいや、もちろん、当たり前だからロマノフ王朝みたいな目に遭わないとしても、逆に言うと、まあ、これもまた天皇制支持者が言うことなんだよ。つまり、天皇家は、御所に帰っていただき、一民間人として御所に帰っていただき、一つの宗教の長でやってもらえればって時に、誰が担ぎ上げようとするかわかんない。つまり、ありとあらゆる政治勢力が、天皇家を動員しようと動きめき出す時に、国家の型や枠、つまり国家の憲法の型や枠の中にはめた方が、まだ安定した存続ができるんじゃないかっていうふうに、秋人は考えたとしてはおかしくないので、つまりこれは秋人にとって天皇家の存続と天皇制の存続はニアイコールであるって話なんですよ。おそらくね。っていうことなんです。だから僕、ごっちゃにしていってんだよ。僕はちょっと、その話はそれはそれで合ってるかもしれないんですけど、まあ、仮に現天皇陛下が、現金城陛下が何と仰せになられていたとして、あるいはどうおぼしめしかどうかは、ちょっと一旦置いておいてですね。まあ、今のってジョークで言ってる。いや、本質的に言ってます。あ、結構本気の天皇崇拝。いや、そうですよ。そうなんだ。うん。あ、待って、俺よくわかんない。砂漠派だよね。いや、だから砂漠派なので、この話が必要なんですよ。うん。はい。砂漠派というか、まあ、剣幕派なんですね。剣幕を、派というか、剣幕をしている人なので、人なので。はい。で、ちょっとだから、その、権威って、要は、尊敬のことですよ。で、だけど、尊敬しているおじいちゃんの言うことを全部聞くかどうかって、無理じゃないですか。うん。はい。だから、まあ、その、我々に任せてくださいねっていうのが保質なんですよ。幸運の不欲なんですよ。知ってるよ。だからその点の保質問題で、はい、大体戦前日本は道を全て誤ったという話があるわけですよ。まあ、僕はちょっとそこまで陛下の体験を軍部が異様に使った。はい、これは事実よ。これは客観事実よ。いや、それであっては言いますね。で、僕も、一応丸山さんに保質問題が一番重要な保質問題で、軍部が、陛下の体験をいいように使った。ああ、いや、でもそれはじゃあ。陛下自身がそれをあまり必ずしも望んでなかったとしてもだね。で、戦後もそうですよ。まあ、ていうかまあ、戦後っていうかね、昭和帝はさ、うん、昔の癖がついてたから、はい、かなり妖怪しまくってたんだよね、現実的に。ちょっと待ってください。秋人はそうでもなかった。秋人はね、親父の背中見て、ちょっと反面教師だったんで、そうでもなかったんだけど。今現状はですね、ちょっと話をするべきなのが、226事件の将校たちの話をしたかったんですね。で、そうしたいのか。で、今、もし日本で革命を起こそうとしたら、まあ、天皇制を残すかどうかみたいな意見の割れ方をしてますけれども、天皇制を残さなくても別に天皇を残すことは僕は全然できると思ってます。で、というより僕は226をあなたが参照して革命を語るんだから、はいはい、結局あれは軍事クーデターなので、はい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 、つまり日本における革命というのは軍事クーデターでしか成立しないのかって議論だよね。でもちろん、もちろんトルコ、かつてのトルコにおいてそうだったように、はい、つまり別に、まあ、要するに軍事クーデターが、まあ、多少はマシな結果をもたらしたことはいっぱいあるけれど、
カダフィ、カダフィは別にして、トルコに関して言えばですよ、国民評議会がどうやってスルタンに対して、まあ、あるいはまあカリフに対して、権限を持ったのかの話の方が重要なんですよ。で、それはまあ国民の支持だったわけなんですけども、でも国民の支持って言ったら、実は多数決とかで言えばカリフとかスルタンの方が多分上だったと思いますよ、僕は。で、それは実はフランス革命にも全く同じ状況が言えるんですよ。もしフランスで、まあ、ジャコバン派とかになれば、まあ、ちょっと歴史を下ってますけれども、でももしフランス革命を起こした三部会あたりが、国民に意思投票を求めたら、フランスの王政にそのまま戻ると思うんですよ。いや、だからそういう議論をすると、結局こういう話になるの。はい、結局、はい、ね、あらゆる形において類型が一つあって、はいはい、コミュニストであろうが何であろうが、はいはいはい、結局、はい、ある種のね、前衛がさ、はい、前衛が、人民大衆の意思なのというものはね、切って捨てて、はいはい、それで革命を断行しないとどうにもならないのだっていう議論があるわけ。統治は、統治は、統治権力の、あれについてはどうにもならないんだ。それは民主主義者の意見で、多数決原理で言えばそういうふうに言えるかもしれないけれども。いや、多数決じゃない、違う違う。少数派でも、少数の前衛が、少数の前衛が、人民大衆の多数派の意見になるというものを切って捨てて、革命をで、改革を断行しなければいけないということがある。そこが間違ってて、我々少数派こそが多数なんだって言ってるんですよ。そういうことですよ。誰が？いや、それはフランス革命を起こした人たちがそうです。民主主義者こそがそうです。ああ、やっぱりフランス革命を起こした連中はそう言っているよ。はい。で、それでいいんです。っていう話をしてます。まあ、だからね、で、天皇の意向がどうとかっていう話をしたときにですね、僕は天皇を尊敬はしてますから、残すかもしれないが、別に政治的な権限を残すとは全く言ってないんですよ。権威を残せばいいだけの話で、権力を我々が取ればいいんですよ。幕府がそうじゃないですか。それは言ってる話は北一騎と一緒だよね。いやいや、実は同じ話、だから北一騎の話はさっきした。現代の北一騎になりたいの。ちょっとそれだと違うんだよ。だから北一騎は実は天皇浸水しちゃっててまずいんですよ。もうちょっと距離がちょっと。北一騎はかなり天皇にハマっていたが、はい。ただ二位六の証拠法ではなかったよ。ああ、それはそうだと思いますね。うん、まあ、だから、容疑的だったんでしょ？使える玉だと思、使える玉だと思っていたし、うん、自分こそでも一方で、うん、陛下は自分を重用してくれるって思っていたんで。あ、そうそうそう、そういうことです、そういうことです。はい。まあ、だから、あいつがまあ、資材になるのはまあ、しょうがないと俺は思うんですけど、はいはい。青年将校はもうちょっといろいろ大変な事情があった中でね、まあ、うん、まあ、あるんだけど、ただ、いや、あなたの影響なの。吉野さんとかからもさ、226は、まあ、あり得た可能、革命の可能性みたいなことを聞かされたんだけど、吉野さんとかからも前に。花見で初めて、うん、山下、都立大山下さんの花見の時に会って、二次会の、花見だと二次会の串カツ田中でさ、うん、なんか簡単に言うと、226はさ、うん、陛下が日和らなければ、あんなことになってなかったみたいなことを真顔で聞かされて、違うんじゃないかな、うん、まあ、じゃあね、僕はそれ、あなたの影響なんですか？あ、合ってます。いや、あなたの影響なんですか？僕も言ってます。ただ、僕の影響なのかどうかは知りませんが。陛下は日和るもないけど、陛下はああいう人ですよ。昭和帝はああいう人ですよ。いや、で、だから、どこの誰って顔も見たことがない若造より、うんうん、自分を支えてくれたね、うん、じじいたちの重視の方が重要ですから。いや、だから、そんな人物に興味がないわけなんですよ、こっちは。我々はシステムの方を利用しなければいけないけれども、そういう人物には、まあ、あんまり利用価値がないので、切らないとダメなんです。これはやっぱり意図と機能の問題ですね、まあ、萩西さん。糸吐きの花論争。だから、ただ、基本的に僕はね、その時に、あなたにも言ったかな。あ、はい。つまり、陛下が、ああいう人物でなければってのは、あんまり成立しないんだよね。ちなみに僕は、天皇陛下を、まあ、そんな人物だとあんまり思ってはいないので、ちょっとそこもすれ違ってはいるんですが。どういう人物？ね、多分、一子同人を本気で思ってますよ。一子同人ってどういう意味だっけ？どの人に対しても、同じように接する。まあ、つまり、リベラリズムです。陛下が？はい。昭和帝が？あ、昭和帝もそうですし、平成帝も多分そう思ってますよ。令和はわかんないです。まあ、昭和帝は自分の執務室でリンカーンの胸像。はい。リンカーンの胸像を飾ってた男なんで。なるほど。はい。まあ、そういう意味ではリベラリズムへの、なんていうのかな、シンパシーはあったんでしょう。あるんじゃないですか？はい。昭和帝は。ただ、ああいう局面に置かれては、はいはい。やっぱり自分の中心というのを一番大事に思う。
に決まっているわけです。うん、まあだからまあ なんかまあ別にちょっとそこの具体的な、まあこういうのは全部お金八目って話だけどね。いや、というかまあ具体的な話をまあもしするんであればですよ。てかね、まあ具体的な話をしてもしょうがないかもしれない。いやいや、ただ、ただね、ただ、秋野さんの革命というのは、はい。つまり天皇という玉は重要だって議論なのか、それとも天皇、今の天皇という玉は使えないので、別の玉を立てるしかない。でもその別の玉は何なのか。いや、だからね、なんか、秋野さんが多分、違うのが、秋野さんが、玉って言ってますけど、自分自身が玉にならないと意味がないんですよ。だから、どうやって玉を寛骨脱退するかの話の方が重要なんです。で、もし天皇の話をするんであれば、いや、天皇はね、この国の意味そのものなので、哲学的には、まあ、へりくだっていいんですけども、でも実存の問題では別に言うことを聞かなくてもいいんです。それはね、親に対して反抗心があったところで、別に最終的に親の言うことを聞いてるようで聞いてなかったりとかしても何も問題にならないじゃないですか。今の天皇は、はい、親なのか、我々にとって。昭和帝はまだしも。まあね、多分ね、坂本さんのような人にとっては全然親じゃないと思うんですけど、もし大屋島思想に立ったら親っていうふうに言わなきゃいけなくはなると思いますよ。大屋島思想っていうのは何だっけ？まあ、もしホッブスや、ルソーによらないで、日本の立場に立って、日本の かつての議論に立つんであれば、まあ、どこに立つのかは。秋野さんはやっぱりそこはそうなんだよね。秋野さんはさ、はい。俺は今、はいはい、自分の、あ、これだ。秋野さんはやっぱりそこはそうなんだよね。秋野さんはさ、やっぱり基本的に、西洋の普遍主義みたいなものは、はい、ある種の、それに対する疑念というのは非常に強く持ってらっしゃる。そうですね。まあ、この先20年後にはなくなりますよ。何が？西洋の普遍主義がです。普遍主義が？はい。普遍ではなくなります。固有だということにされます。固有。はい。だから、要は、我々はなんで、現在が2023年であるというふうに考えているのは、日本人ぐらいだと思っていいですよ。何？ね。現在が2023年であると思ってるのか。うん。で、まあ、それは日本人ぐらいなんですよ。まあ、当の西洋人が、そうじゃなかった暦の方を思い出しますよ、先に。ね。はい。まあ、やっぱりさ、秋野さんってさ、はい、あれだよね、こうやって、この間も思ったけどさ、はいはい、端的に言って、僕は右翼が悪いと全然思わないんだけど、右翼は右翼であるだけで悪いって全然思わないんだけど、はいはい、そういう意味で言うと完全に右翼だよね。もう一回お願いできますか。右翼だよね。ああ、まあ、右翼的ではあります。いや、右翼というのは何を言いたいかというと、つまり、左翼というものがさ、理念的にね、ある種の普遍主義みたいなものってのをさ、報じるものだとするならば。僕は普遍主義者ですよ。そうなの？はい。だから、その場合の普遍というものは、西洋近代がドヤ顔で進めてきた普遍ではないんだって言うんですよ。全然違います。はい。っていう話だよね。はい。でも、それはね、理念的に言うと右翼なんですよ。ですね、ちょっと聞きたいのが、じゃあ、我々が現在2023年であると言ってる人は右翼じゃないってことでいいんですか？何が？あなたはこう聞いてるだけ。違います。現在2023年であるという人は。ネオバックの告知っていつもさ、後期だね。いや、令和5年って言わねえでねえってことですか？いや、じゃあ令和じゃん。ちょっとそれも違っていて。後期なんだっけ？あれなんだっけ？現在、大暦では、例えば、現在5000年とかになるわけなんですよ。ヒジュラ暦でいけば、まあ大体1600年代ぐらいにそろそろなるんですよ。うん、で、なんでそれを使わないですか？我々は。ん？普遍的ではないですよね。エチオピア歴では現在2700年ぐらいになっていて、で、まあ、ローマの本来の暦で言っても2700年ぐらいになっていて。これは簡単で、西暦というのは便宜的に一番世界共通言語なんですね。で、それは普遍的ですか？で、それはあれでしょ、はい、西暦というのが便宜的に世界共通言語であるからで、はい、で、俺言語を嫌いだからってことで、でもそれは、結局、あれでしょ、西洋の西暦というものが普遍し、つまりね、世界共通言語であるっていう、ある種のグローバリズム的な暴虐の、荒ばらぎすぎないので抵抗するから、なんかそういう歴を使ってる。だから僕から見たら、坂本さんは非常に西ローマ右翼的です。西ローマ右翼ってどういうこと？だから、西ローマの固有の文化に属しています。あ、そういう意味ね。はい。だから、そういうところでね、だから、僕はね、僕の方が左翼です。そういう意味で言うとね、はい、あれなんだよ。あ、別に左翼でも右翼でもいいんだよ。別に、まあ、右翼でもいいですよ。はい、ただ、その意味で言うとね、僕は基本的に自分が左翼って自己規定あんまりないので、基本的に別に現れていいと思ってるから、はい、自分で、ね、左翼だ右翼だ言ってもしょうがないと僕は思ってるわけ。あ、そうです。はっきり言うと、僕は本当にそうなんですよ。わかりました。ただ、その意味で言うと、そういう意味で言うとね、こういうことになるわけ。
結局ね、はい、まあ、やっぱりさ、秋野さんって言うと、やっぱりそのさ、まあ、要するに、西洋のやろう時代の普遍主義みたいなものに、抵抗していきたいって思いがすごくあるわけですよ、西ローマの。まあ、まあ、抵抗というか、新しい普遍を作らないとダメだなと思ってはいますよね。っていうところの中で、はい、やっぱりあれでしょ、その、ある意味で、そのほら、はい、あれじゃ、秋野さんも読んでらっしゃる、誰だっけ、あいつ、ウェルベックのさ、服従的な世界っていうのを、ある意味でそれ誘引下がるよねって思うわけでしょ。まあ、ある意味では。まあもちろん、ウェルベックは、誘引が下がるものと近いとはいないんだけど、まあ、ただ、ウェルベックは、ウェルベックの通りになったら、単にイスラム帝国が起きて終わりになるんですよ。で、それも僕は全然賛同できないんですよ。まあ、別に、もちろん革命家というものはですね、はいはい。いついかなるね、簡単に言うと革命家というものはですね、はい、共産主義革命に身を投じて、共産主義政権が成立したら、はいはい、その共産主義革命に文句をつけ続けるのが革命家ですから、真の。そうですね。そこで共産主義の指導者になって、ね、反対言論を抑圧していたら、そういうやつは真の革命家じゃないんですよ。ちょっともうちょっと、じゃあさっきの話に一回戻して、普遍主義とは何かについて話をしたいんですけど、なんかさっきね、まあその令和とかに寄せて言うべきですかみたいな話をしてくれたじゃないですか。うん、僕はね、やっぱり無理だと思ってて、というのも、元号のシステムは、結局、その固有のその時代的な天皇が一人ずつ、まあ年号を決めるみたいな話になってて、で、それは千年遡っても同じシステムなんです。まあ、今と違うのは千年前は、まあその同じ天皇の中で3、4個別の元号を不吉なことがあるとか悪いとか言います。でもね、あれだよ。で、めんどくさいじゃないですか。で、近代的なシステムになり得ないわけなんですよ。どこか一起点になってて、それに対してマイナスであるかプラスであるかの話しかしちゃいけないはずなので、それで言えば、後期は、まあ一応日本の本来の文脈の中にはそれは即されていて、というかね、はっきり言うと、資料的なキリスト教のドメスティックを普遍と勘違いして、キリスト教のドメスティックに過ぎないものをね、普遍的なね、世界時計だと、世界の時計だと勘違いして、やってるのがおかしいんであって、すべてはドメスティックなんだから、我々のドメスティックって何が悪い。それは今、後期でも、その議論で言うなら令和でもいいんだよ、実は。後期じゃなくて令和でいいんだよ。でも、ね、だから別に切れちゃってもいいじゃん。切れちゃっても、なんで切れちゃってダメなの？なんか確かに継続性としては見にくいけど、でも基本的に切れてても、日本の独自のものだったら、それはそれでいいじゃん。だから日本の独自のものを求めては全くいなくて、継続して切れているもの、うん、継続していなくて切れているものがダメだ。つまりね、どういうことだよ。つまりね、つまり、所詮西暦なんていうのはキリスト教的な世界観のドメスティックな産物に違いだったら、次は行さん、それはさ、どのドメスティックをね、はい、我々が選ぶかっていうことの話にしかならない。その通り。で、秋野さんってさ、基本的に、でもね、この議論っていうのは別に、継続性があるんだけど、別に西暦や年号の話は別にいいんだけど、はい、これをね、だから結局、個別国家ね、個別ね、エスニシティでいいよ。とりあえずエスニシティの文化みたいな議論に普遍していくと、はい、完全に多文化主義になるんだよね。あ、その通りですよ。はい、文化相対主義というか多文化主義になる。そう思ってます。はい、でね、俺はね、だからそこはね、秋野さんと僕はね、立場が違って、なるほど、僕はやっぱりね、文化多元主義なんです。あ、なるほど。多文化主義だから前も言ったように、はいはい、僕は基本的に言えば、革命に身を投じるのも、コミキに行くのも、はいはい、メッカに行くのも、はい、全部ね、同一だと思う。同じことだと思う。で、まあ、その同じことの中で、同じことを、はい、ね、はい、それが同じことであるということを担保するプラットフォームが必要だという考えになるわけ。そのプラットフォームは、何になるんですか？だからそのプラットフォームっていうのは、文化的多元主義と言っていいような、だからあれだよ、ローティだったらリベラルアイロニズムって言うだろうけどね。革命の理念も、メッカに参拝しに行くことも、靖国に参拝しに行くことも、コミキに行くことも、すべては同じことであると。個々人の趣味の範疇であると。で、個々人の趣味の範疇である中で、それが個々人の趣味の範疇であり、お互いね、お互いに物理的な危害を加え合ったりしないような、プラットフォームを構築する義務というものが国家にはあるんだと。いうような、リベラルアイロニズムって立場に僕はね、結構最終的に立たれてる。例えばそれで言うと、国家に属してる時点で、国家に属してない人たちの固有な文化をやっぱり、なんか差別する形になってしまいます。もうちょっと言うと、結局、はい、じゃあそのようなね、プラットフォームというような最終進、はいはい、プラットフォームという進級をさ、はい、担保できるものはじゃあ何なんだっていうと、はい、結局、はい、法の支配であるとか、はい、物理的な暴力装置を持っている、はい、警察でもね、そういったような、結局その国家しかないんじゃないのって議論にやっぱりなっていくわけだよ。僕も全く同じです。はい、そう思います。っていうことであるときに、はい、まあ結局ね、僕はね、やっぱりね、最終的にね、はい、で、こういう発想ってさ、
すっげえ、あの、認識的に言うと末人の発想なんだよ。はいはい。つまりさ、はい、誰、つまりね、あれる革命へのね、はい、革命へのさ、革命に自ら命をかけて投げ込むことも、はい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 、宗教の心の底からね、帰、は、依、いはい、することも、はい、すべてはね、趣味なんだよ。コミケをやることも、SM プレイをやることも、あの、LO を買うことも、はいはいはい、アイドルを応援すること、推しのアイドルを応援することと同じ趣味の、まあ、さすがに趣味に過ぎないというような、はいはいはい、これはラジカルと本当にそう話なんだよ。っていうようなプラットフォームを作るべきだという話なんで、あの、まあ、こういう人の考え方というのはさ、でもね、はい、結局さ、普遍主義者っていうのはね、はい、ある種の、だからさ、あの、文化多元主義者あるいは普遍主義者って結局そういう局面に行き着くんだよね。うん。はっきり言っちゃえば。あ、ごめんなさい、あの、文化多元主義者と、あの、多文化主義者がごめんなさい、何が違うんでしたっけ？ね、あの、フランス、あの、インドで名誉殺人とかさ、はいはい、あの、未亡人が焼身自殺とかさ、はいはい、そういうのはね、文化の問題としてで、ね、容認できませんっていうのが、あの、文化的多元主義です。ああ、なるほど。それはまあ、それで、いやいや、あえて極論しますよ。はい。まあ、いや、別に、あの、多文化主義者がね、常にそんなことを、あの、断言してるとは言わないが、はい。まあ、そういうのもそういうので多分ね、文化であるというふうに、はい。あ、言えば、それが、じゃあ、あえて極論、あえて極端に二項対立的に言えばだよ。文化多元主義と多文化主義っていうのは、あの、名誉殺人も、未亡人、インドでやってる、インドやパキスタンでやってる名誉殺人も、未亡人、焼身自殺も、それはそれで文化なんだからっていうのが多文化主義者で、はい、いや、いや、文化は文化でいいけどさ、それはさすがに人権侵害なんて容認できないよと。要するに人権は普遍的であり、天部人権であり、うん、これについて言えば、文化の名のもとに、演技会場では人権抑圧は容認することができないと考えるのは多分、あの、文化多元主義者。あ、僕はせめてと文化多元主義じゃないですか。多文化主義はどうなんでしたっけ？まあ、だから、あの、まあ、多文化主義者を名乗る人からすると、それはあまりに極論だというかもしれないが、要するに名誉殺人があろうが、未亡人が焼身自殺する文化があろうが、とりあえずはね、石打ち殺人があろう、とりあえず鞭打ちや石打ち殺人があろうが、はい、まあそれは鞭打ちや石投げ殺人があろうが、石投げ処刑があろうが、それはそれで、個々の国の、あの、うん、価値観なんだからしょうがない。まあ、婚前交渉したね、あの、女性をお金、あの、父親が射殺するみたいなことがあったら、まあ、文化だからしょうがない。で、あえて言うとそういう話。あの、まあまあ、一番極論するとそういう話。しなくもないですけどね。うん、で、まあ、俺はそれは容認しないんですよ。なるほど、なるほど。うん、まあ、わかりました、はい。で、もっと言うと、もっと別に、そんな話じゃなくて、もっと普通に言うと、はい、例えば、ムスリムやアフリカの諸国というのはさ、まあ、いろんな事情があってしょうがないかもしれないとはいえ、はい、基本的にセクマイを認めないので、まあ別にそれを多文化主義だというふうには俺は考えない。多分ね、ちょっと今、その多文化主義か文化的多元主義かの話になったんですけど、ちょっと僕はよくわかんなかったので、この話だったらわかるのが、個人の人権なのか集団の人権なのかの、まあ比率というかね。人権は基本的に通常の人権論で言うと個人に付与される。あ、で、僕はちょっとそう思っていなくもないんですけど、でも、あの、現在非常に重要なのは集団的人権だと思っていて、で、集団的人権が仮に、あの、まあ、場合によっては個人の人権を、あの、なんていうかな、まあ、上回ることがあるしかない時はあると思う。どういう話、ナチスの話？ナチスの話は、いや、ドイツの生存権のためにユダヤ人には死んでもらうしかないとか。公益は正義に優先するとか。いや、だからね。いや、というのはさすがにあれなんだけど、ただ、集団の人権ってどういう話で言ってるのかって議論なんで。あの、まあ、例えば、まあ、その、ユダヤ人に対して我々アラブ人は立ち向かわなければいけないので、お前は今ここで、あの、なんか、この集団のために、パレスチナ人のために、まあ、爆弾を投げてくれない、石を投げてくれなりっていうことを言っている言説に対しては、まあ、結構個人の実存とかを割と超えたところにあるなと僕は感じてしまうんですよね。そこはね。ね、こっから先は価値観の問題になるんだよね。うん、僕は基本的に大義のために個人が、あの、はい、そのように身を投げ打ち命をかけた闘争に入るというのは、基本的に僕は肯定しないんですよ。で、これは基本的に、でも、ハマスの連中から言わせれば、そんなのは、あの、日本のボルジョワインテリのたわごとに過ぎないかもしれないけどね。で、まあそうなんですけど、個人の話にもし寄せて言うんであればですね、あの、一応個人は好き勝手やってもいいっていう原則が結局あると思っているんです。でも、その個人の方の原則に合わせたところでですね、あの、社会秩序が成り立つか成り立たないかで言うと、保証はない状態になるんですよ。
で、それを集団的にやった時には一応集団的な、まあその秩序のあり方が一応成立し得るので、まあそちらを優先せざるを得ない経済的な事情は出てくるかもしれないと思ってます。ただ問題はね、その集団的な秩序っていう議論はさ、往々にして抑圧とかパワハラを伴うわけでしょ。はっきり言えば。パワハラどころじゃないものを伴うわけで、ね。そうです、そう。はい。で、それに同一性があるかないかとかでもだいぶ違いますけどね。あのね、基本的にね、もうやっぱり本当にいろいろあるんだけど、はっきり言って、単純な話があってさ、はっきり言ってヨーロッパ諸国がアフリカでやりたい方でやって、被害者ですよ。だからってアフリカで、あの内戦してる国の、あるね、あのセクトがさ、少年兵を育ってんだよ。少年兵を、作ってさ、あの、殺しをやらせるのはよろしくないですよ。あの僕やっぱりそれは肯定はできない、まああの何ていうか肯定はできないけど否定もできなくて、もう仕方がなくやってるんであれば、まあ徐々によろしい方向に近づけていくべきだとは思いますよ。だからそれ努力義務なんじゃないですかね。それは先進な、少なくともヨーロッパ諸国の責任というか義務というか、俺は一貫して思うんだが、僕はね、あのちょっとだけ日本の最後の悪口言っていい？あのさ、あの、ドイツに比べて日本は戦後責任を果たしていない。そう思いますよ。思うんだけどさ、思うし実際そうなんだけどさ。だからって、じゃあ、あの、ヨーロッパ諸国連中は、アフリカの現状とか、あの、中東の現状について、全然、うん、あのね、あの、日本だって東アジアについていくらでも責任あるよ。東南アジアについてあるけれど、うん、まあ、日本だってろくに果たしてないが、あいつはろくにやってないよ。俺に言わせれば。うん、っていうところで言うと、僕はある種の日本最後の出羽の神ってね、ヘドが出るんだよね。はっきり言って。うん、まあ、あの、ヘドが出る。ええ、わかりました。はい。ってのは正直ある。あ、まあ、ある程度理解しますね。まあ、僕もそれはそう思うんですけど。別にナチスの件で土下座してがいいって話じゃないんだよ。ナチスの件で土下座して、あの、ドイツで近現代史教育に力を入れて、それで、ホロコースト記念館を作ってっていうことだけ言えば、日本はそれもできてないとか言うけど、それだけやってがいいってもんじゃないんだよ。うん、まあ、その、仮にですよ、もし、あの、じゃあ、例えばね、ナチスの話とかに。ショルツはすぐに、あの、もし、ドイツのショルツはすぐに、はい。ネタニヤフに会いに行くわけ。あいつ何なんだよ。あのね、もし、あの、ドイツ人がね、まあ、その、ユダヤ人を抹殺しようとしたのがまずかったんであれば。まずいに決まってるけどね。うん、じゃあ、アメリカ連邦共和国って何民族滅ぼしましたっけ？僕ね、こういう相対化ってすべきじゃないと思うんだよね。あ、どういうことですか？あのね、基本的に、あの、ホロコーストというのは特権的な、あの、ジェノサイドであったというのはユダヤ人の言う話であって、相対化しうるって言う。今言ってるの。いや、まあ、相対化し得ないと思ってはいますが、それで。いや、つまり、あの、ドイツ人がユダヤ人を何人殺した、じゃあアメリカは何人殺したっていうね。そういう話ってのはね、あんまりしても僕はね、意味がないと思う。あ、で、それ分かりました。で、結局アメリカ連邦共和国はこれからどうするべきですか？なくなるべき？なくならないべき？何が？え、何が？え、今の話はどう思いますか？アメリカはなくなるべきかって議論をしてるの？そう、そうです。なくなるべきじゃないに決まってるじゃない。なぜですか？なんで？アメリカを解体したの？まあ、例えばそういうことです。あ、必要ですよ。ナチスがなくなるべきなんであれば。あの、基本的に言うと、はい。秋野さんは、はい、あれなの？はい。世界はグローバルサウスに飲み込まれればいいと思ってる。いや、違います。先進国社会は。いや、全然関係ない。はい。いやいや、いや、聞いてるとそういう話に聞こえる。つまり、結局、秋野さんは、はいはい。ヨーロッパ並びにアメリカがさ、言ってきたさ、あの、近代の、はい、あの、要するに、近代的な人権だ、自由民主主義みたいなものを、はいが欺瞞であるという話をずっと言ってる気がするのね。ちょっとそれも違っていて、我々は相対的に何を。だからグローバルサウスが、はい、グローバルサウスが、その先進国が没落する過程の中で、グローバルサウスが新たな世界新秩序を形成し、はい、その中で新たなね、はい、あの、あれですよ、ヨーロッパやアメリカが言っていた近代人権主義と別の秩序を構成するっていうことを、なんか望んでらっしゃるように見えるんだよね。特に望んではいなくて、それが行われるだろうということを想起しながら、それが本当に正しいのかどうかの話をしてるんですよ。自分はファシストですって言ったらですね、ヨーロッパだったらパージですよ。いや、それはどうでもいい話です。で、はい、でもヨーロッパだったらパージなのはどうでもいいけど、だったらね、だったらこういう方もできるんだよ。はい、日本だから好きかって言ってやられるかもしれない。いいんじゃないですか、それで。はい、好きかって言ったら日本は言論自由があって素晴らしい国だけど、いいじゃないですか。で、その日本、好きかって言ったら言論の自由がある日本は、はい、そういうね、あの、占領軍であるアメリカの、あの、お沙汰のもとにこういうことになっているので、
まあ、あのね、僕ね、ちょっと実はファシズム国家がもし生き残っていた時に言論の自由ぐらいあっただろうと僕は思っちゃってますけど。だから、どのファシズムだよ、どの。うんね、日本の陸軍の軍国主義ファシズムの話ですか？ないよ。違います。それはないんです。で、それはね、226事件で勝利をしている北一騎路線を考えないといけないんですよ。それでなんです。で、その話に結びついてくるんです。ちょっと英子さん申し訳ないですね。というかね、そろそろ、行動派がヘゲモニーを取ってね、何かいいことがあると思いますか？僕ね、実は統制派なんですけど、でも行動派に、ヘゲモニー握らせておいた方が、いや、統制派もろくなもんじゃなかったな。はなると思いますが、はい。まあね、てかね。ちょっと、あと何分ですか？もう終わりですね。あ、これで終わります！バイバイコー！これで終わり！